どうも、メリークリスマス。<laughs> えー、届いてますでしょうかお声大丈夫ですね。<laughs> えっと、はい。まあ、こういうことになりましたよ。こんばんは、アレンです。メリークリスマス。はい、どうも、はい。聖なる夜に銀英伝、えー、銀河湯伝説原作観光40周年記念、オーディオブックオールナイト生放送の開催です。<laughs> というわけで。 今日は、ねはい、ゲストに、はい、朗読者下山義満さんに来ていただいております、はい、今日はよろしくお願いいたしますよしお願いします下山ですこの番組はですねオーディオブック配信サイトキクボンにて現在配信しております田中良し先生原作の、えー、朗読が下山義満さんで朗読していただいているオーディオブック大観黎明編をまあオールナイトで、うん、まあ、ね、流しつつみんなでコメントもこう ね、やりながらっていうので,うです,すごい企画ですなすごい企画を考えましたね。で公式さんと語ろうっていうあのニコニコチャンネルとはい、はい、であと田中良樹先生ライトスタッフ銀河湯伝説公式ポータルという、うん、あの共有の YouTube チャンネル、はい、こちらでも同時配信で流させていただいてましてはいあのはいあのどっちのコメントも今見れるんですけど、うん、はい。 トナカイ、あ、トナカイかわいいです。トナカイが。言ってもらって、言ってもらってます。本当だよね。いやいや、まあ、言うな、ただだ。やった、やった。いや、あの。五十手前のおさんが頑張って。これ、はい。あの、はじめさんだってやってくれるはずみたいな、コメントを拾った結果、これが来ました。よかったね。話なんですけど。はい。あの、っていうね、ことなので、皆さん、チャットで、ぜひぜひ、あの。はい。うん。 楽しみつつって思いつつまああの今日冒頭、うん、30分からそれぐらいの時間はい、はい、下山さんをゲストとしてお迎えして、はい、ちょっと事の経緯とかいろんなものをね朗読に対してのどういうことだったっていう話をしようとは思ってますっていうことを、うん、まあ、やろうと思ってるのと、はい、あと途中でちょっと乾杯。 うんねそうですねせっかくなんでそうやりたいなって足元から見てる人もいらっしゃるありがとうございますありがうやなってコメントもいたんで嬉しいねちょっと飲み物途中で皆さん準備していただいてというか一緒にやってくださる方そうそうそうあの乾杯とかアルコールじゃなくてねいいんではいやりたいなと思ってますのでっていうのがあります我々もね今日はねまあ僕も我々もっていうか僕も今日は酒飲みませんのでです。 よ、はい、よろししくお願いしますす、はい、大丈夫ですよそして今回ですね、ライトスタッフさん、はいまあ、足立さんですね、はい、であと田中良樹先生にもご協力いただいてですね、はい、大変素敵なプレゼント、たくさん準備していただいております。はい、そしてさらに下山さんにもご協力いただいて、そちらに置いてありますですね、もうこれ、朗読者としての下山さんのサインも。

でそれも後で読むんですけど、はい、その前にちょっと島山さんとあのトークをオープニングということで、うんはい、しましょうということなんですけど、うんはい、とりあえず島山さんあのまずはあの見て頂い,いてる人の愛を多分いっぱい感じたと思うんですけど事前にお便りああの全部読ませていただきまして見ていただいて皆さんねそ,んそのもう最初のね,ね、はい、40年前に第1巻刊行された 時にもうすでに手に取った方とかもつまり我々よりもこう先輩方とかもいらっしゃったりとかしていやーやっぱ愛がねそうなんんでですすすよよ愛がごいその40年前に手に取った方と今例えばこの朗読なり農家なりいろいろあるけれどもさそういうのでまた銀栄伝したこの若い人たちもさまた楽しんでくれてるっていう。 この息の長い漫画でもそうそうよ藤崎先生のも先生のマルチそう道原先生ね集まってあれですけどねそうなんですよもう若い人はなんか漫画から入ってくれる人もいるみたいな素晴らしいうんそうこの間ハッシュタグキャンペーンで盛り上がったんですよ連載200回とかっていうのでおめでとうございますそうなんですよ間もなく200回ねそうかですよっていう話なんですけどまあ 朗読の話少しさせていただくとぜひぜひ下山さんあのとりあえず朗読、うん、振り返るとどうですかそのやってこう <laughs> ざっくり言いますけど,ど,どや今こう始めた時に分かってなかったというか、うん、その朗読自体がどういう,こう流れになって作り切ろうとは僕らは言ってましたけどその頃ってその朗読しか逆に言うとあんまりこう目立ったものがない時期があったはずなんですよ。 でその頃から考えると公式ポータルも確かなかったはずなんでそのの頃朗読し始めたこって僕らそうよだってさ、ね、あの僕がそのね、うん、てかそもそも陰影で朗読するっていうのが、ねうん、ある意味ちょっと前代未聞だなっていうのもあったしほら菊ンさんだってまた菊ンもない時代だったからさかそ,そ,そのどのように。 なプラットフォームでどうやって世に出すのかとかもう同時進行してったわけじゃないだってさだからこうだから手探りだったよねただやりたいねよしやろうっていう熱意だけでさ我々はこう突き進んでいってでこう場面によってはさ何度も読み直したりとかしてさで。 こう「ああでもないなあこうでもないな」とかさなんか言いながらど,どれが正解なんだろうねとかって思いながらだけれどもでもお互いのやっぱりその銀栄伝愛みたいなものがちょっとつながってたからさだからブレはしなかったね。なんかこう別に 喧嘩しなかったし、まあ全然そこはないですね。ないもんね。だから、結構その取り始めて、まあいろいろあったけど、大変だったけど、大変すぎましたね。大変すぎだよ。大変すぎるぐらい大変だったけど、でも楽しみとさ、あとこうワクワクがね、なんかこういろいろと相まって。 徐々に少しずつ少しずつ形になっていくにつれてなんかこうあこれをこう銀デンのファンの人とか銀デンをねまあその段階では知らなかった人とかになんかちゃんと聞かせられるものが少しずつ少しずつだけどなんかできていってるなみたいな,なんかこうワクワク感が。 あったたたよねあありましたありまましし、うん、とは皆さんに受け入れてもらえるかどうかっていう結構その心配もあったよ当初しましたよね。あったよだってそうだからそなぜそうかっていうとさだってほらその頃はさ、うん、我僕だってさ銀エーデンのファンではあったけれども別に銀榮のに関わってたわけではなかったわけだからそ、はいね、そうなんですよねそのノイエのナレーターにね選抜されたのもさ、うんうん 朗読が先だから。そうですね。作ったそう。作り始めたのはさ。朗読が先だから。完結しましたもんね。してましたよ。ね、世に出てました。ね、そうです、ね。そう。そこからナレーターに抜擢してもらえたので。かだから、その頃は。ノイエ、じゃね、銀英伝。の下山みたいなのが、銀英伝ファンの中には当然何もなかったわけですよ。そうですね。そんな繋がりはね。うん、だけれども。そこをさ。うん、こう、銀英伝のさ、ファンの人たちが。 まさに銀河系のごとく深い深いこう深淵の心の中でさ受け入れてくれたんだよね <laughs> そうですね,ですねほんとそうですね<う>いやーそうなんですよで足立さんもそのライトスタッフ田中先生の秘書の足立さんも、うん、あのーやっぱりこうやってみなはれとやってみなはれやってみなはれとまあ端的に言うとそういうシンプルな言葉で言うとそうなんですけどはい、はい あのあじみさんがやるっていうんだったらやいやあの応援するよっていうふうに言ってくださって、ねうん、でそれからなんでやっぱそこも含めありがたいなっていうのがありますよね本当にいやだからちゃんと好きな愛を持って向き合えばあので趣旨を取り違えなければ作品のねそのイメージを大きく変えるとかうん、うん、そういう朗読の仕方しなければやらせてくれるっていうことだったと僕は思ってるんで。 本当にありがたいなと思ってて、いや、それはそうじゃないですか。デスメタルみたいに朗読したらそれはダメじゃないですか。何それ<笑><笑>いや、だからか、いやそんなことしないとはもちろんありますけど、はい、けど、やっぱりそういうのって含めてあ,のあって、はい、で、最初は、もう、うまいとか下手とかそういうのも含み関係なくやっていいよっていうのは言われてたんですうんだけど 僕の中ではやっぱ下山さんっていう人知っちゃってたので一、うん、回テストでやってみようってうん、うん、やってみましょうなと思うね。でやったのから始まってるんでそうね。寒い時期にね12月の確か11月とか12月ですよ、うんうん、寒い時期にやりましょう。だからリリースされたのは来年で、はい、キクボンの前のアプリだから10年だけど大来年10年だけど。はい やり始めてからはまあ10年ぐらいはもう経ってでちょうど10年前の今頃ぐらいにああでもねえなこうでもねえなみたいなことをやりながら紆余曲折というか難しいというかねどうやるって言ったからやるけどさどうしようかねみたいなそうなんですよでも楽しかったけどねいやそうすごい楽しかった。そでの楽しさをて もう一周しまさんやろうって言って今ね2周目の本ではほぼ取り終わってて外伝がねまだねちょっとだけ残ってるんですよ。で今日流すのって2周目のやつああそうなんですか最初のやつじゃないんだね。じゃあちょっとあれだもうちょっとこなれたやつうであの波が僕らもよく分かってきた時期ので聞きやすさとかそう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 。 そういうのもあるのでそういうのをちょっとやろうとそこを流そうと思ってるんですけどそれの2回目にやったバージョンっていうのは菊本さんでは出してんの出してないですどっかで流れたことあんのえっと今んとこないですじゃあ書室じゃんそうですそうです無料は書室ですおおすごい有料は一部あるんですけど書室だってやったねそうですそうです えー、そうなんだえ、はい、そんな感じでございますがえっとそうですねちょっといつねお便り頂い,いてるのも多少読もうかなと思ったりもしてるんですが乾杯の手配もあるんですよでそこら辺はどうなんでしょうかいつで,でいつでもできるじゃあ乾杯やりましょうかまずそい分かりましたやっぱりこう銀栄伝といえば乾杯は乾杯じゃないですよねそうよあれがありますからね 風から始まって、とうで終わるやつですけれども、あ<の>じゃあ、皆さんもなんか飲み物をご用意していただいて。はい。3杯目、あお今日3杯目飲まれてる方も。え早いよ。いや、だけど20時ですから。そうだけど、いいな。僕から飲んでる人も今日はいいですから、ね。俺、でも今は酒飲まないですからね。そうなんですよあけ。僕は飲まないですからね。あやろうと思ってくださったことに感ああ、そっか、朗読を多分そういうコメントいただいてますね。う あとノイエのナレーションになって嬉しかったってコメントあり,あ,あ,ありがとうございます。<laughs> そうなんですよ。我々もね、すみませんちょっと祝宴をあげたからね、その時はね、はい、何年か前だったわけね。そうですね。あのじゃあ島田さんあの多分、はい、あのちょっと乾杯パーンってする前に、はい、40周年<ん>観光40周年銀河、うん、伝説に対しての お祝いとか、うん、そう、なんか気持ちのコメントっていうのを。ツイッター以外は表明してないですよね、まだ。ここ初出ですよね。<laughs> はい。してないよ。してないですよね。してないよ。俺が、あんま人様の名前出ないから、僕。それを言ってから、頑張しましょうよ。<laughs> あ,あ、わかりました。はい。はい。 じゃあ島山さんからかしいな田中義樹先生へのメッセージです。いいそんなそんな大それたもんじゃございません。あの、はい、えっと田中先生、えー、関係者の皆様そしてファンの皆様、えー、っと改めまして、えー、下山由貴です。はい、えー、この度は銀河英雄伝説原作、えー、第1巻ですね、はい、40周年刊行が、はいえー、ちょうど今からの40年前だったんですね。はい えー、おめでとうございます私たちに取ってからもうもう三十何年経ちますけれども、うん、まさかねこのような形先ほども申し上げましたがまさかこのような形でいろいろなことに、はいろいろな銀栄伝にこう、はい、関わることができるような人生になるなんて、うん、まあ一ガチファンだったけれども思わなかったですからね。そうですね それが今なおねこうやって愛されるこう作品になってくれてだって今現在ノイエだって作法をやってるわけですから第三章がね信じられない世界線に僕はいるなっていうふうに思ってるんですよ「銀英伝またやってるぜ」ってすごいぞってさうんなんか感動ですよねいや それもこれもすべて銀河英雄伝説というものを生み出してくださった田中良樹先生のおかげでございましてこうやって多くのファンの方々もね喜んで銀英伝というものにこう青春をね捧げてても私なんかもそうですけれどもやっぱり人たちがいっぱいいるんでしょうからねうん本当に素晴らしいものをこう生み出してくださったなともう心の底からありがとうございますというふうにこう。 言いたい所存でございます。というわけで、なんかまとまってないな。はい。えっとじゃあ、あのちょっと皆さんグラスを割ります。どうします。何をいやだ飲んだ後割ります。割らないよ。割らないですか。割らないよ。やだよ。だってこれ割れないもんそもそも。グラスがこれ。 でかかいら割らないよ。それにパリンっていかないともここの床だとこれクッション敷いてあるから。ということで割りません。ということでじゃあ皆さんよろしいですかね持っていただきましたかねでは私が言葉を申し上げますのでそしたら皆さんもパソコンの前なりではいご発声ください。それでは参ります。 ロロジットプロジットみんな言ってるはず言ってるはずいただきますえあって割らないよね割らないし割らないし,ないしまだ入ってるからこれ飲み干してないと割っちゃいけないんでしょあれあそっかそういうルールなんですね帝国ではだ,だってみんなこうやってから 入ってて割ったらってあわいんピチっーピチャーピチャーピっャーピチャーピチャーピチャーピゃャーピチャーピチールでは飲み干してからグラスチャーピチャーピじゃないのそうですね。どアニメではそんな感じがしたけど確かにいやどうなのそれルールあんのかないや多分ルールルールっていうかもうまあでも乾杯だからさ杯を干さないとそうかそうかそう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 ダメなんだなるほどいやじゃあ俺も飲み干す 感じであーよいしょーいパリーンということで、はい、一応終わったってことで、うん、<laughs> まあそうですね <laughs> じゃああの「呪いこらえもいいんでお便り」ちょっと1つだけ僕から読ませて頂い,いて下 <laughs> 山さんにちょっと受けてもらいつつ話をしたいなと思うものがあるんですけどはい、はいはい、まだ時間もねあるんでねはい5つ目、うん、お便り読ませてもらいますね、はい、ントさんからです はじめまして、今回無料放送と知り、初めて使用させていただきます。えー、銀河優伝説観光40周年、おめでとうございます、えー。最近放送されていたアニメからはまった新参者になりますが、アニメを見て続き書きになり、OVA 小説と順番に楽しんでます、えー。現在は通勤中に車で下山さんの朗読を聞きながら、片道1時間の道のりを乗り切っています。で以前、オーベルシュタインのささやく声に合わせて音量調節していた頃、 声というか時があって突然ビッテンフェルトの音量がすごい車内に響き渡ってですね声でかいと叫んだことがありましたと同じ音量のはずなのにこの音声の違い分かりやすくキャラクターらしさが出ているのを日々実感するばかり感心するばかりですとえこれ以降ですねで国側の話の際はいつビッテンフェルトが出てくるかと緊張しながら聞いていますいはい こういういいい意見いただいておりますああの緊張を敷いて申し訳ございませんとしか言いようござ、ね、いませんけれどもう、ね、そうねオーベルシュタインとビッテンフェルトがね<う>ちょっと喋るシーンもまああったからねはいねっあ,、ね、あの耳が驚くっていうのはね、はい、聞くもんではよく聞く、はい、感想でそうでいや、ね、僕も寝る前にかけてて突撃とかそうっすよ そう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 やっぱこうああいうのはっていうのありますからねそれはほんと「うわ!」みたいななるとこと俺も自分で「うわ!」ってなるんでそれは本当に申し訳ないとしか言いようがないですが何か予感を察したらすぐに音量を下げて「やばい来る!」みたいに思ったらさって下げていただけるとよく聞けるかな。さんトーールハンマ打つに もう思いっきりどのキャラクターか言いませんけど、打てっていうシーンがあるんですよ。そうなってましたからね。うねあれ、今でもよく覚えてます、撮ってた時に。いや、だってさ。その人、マジですげえなと思いました。下山さん見て。いや、そっすか。はい。後ろにのけぞってる。自分の声で後ろに行ったみたいな。そんな感じでしたから。なんだそれすごいな。そんな雰囲気ありましたよ。 なんでもうね楽しみにしながら収録もやってたんですけどなんかねやっぱあの思い出すとある感でちょっと読めないとかっつってどころとは言いませんけどねあ今回の放送ネタバレをなるべくしないようにお届けしますのであの,あのの家で見ている方とかもいらっしゃったり他漫画で追いかけてる方もいらっしゃると思うのでなんですけど。 この間ちょっとなーっていうのがあって確かね2週間か3週間休んだ時あったんですよ。うん年末年始挟んでたっていうのもあるんですけどよく僕覚えててうんでちょっとそのやっぱカロリーが必要みたいなあ疲れてる時にはやれないよねみたいなことなのかなう、ね、そうですそうですでいやまああれですよ減塩田は全体としてカロリー使うんですよそうですね。あ<の> <laughs> ただ読んでればっていう話じゃやっぱないからまあセリフもあるし、はい、人も多いしねね。そうやっぱさこうどんどん話はおもど,んど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 ん濃く面白くなっていっていくしさらさら読める読み物じゃないんですよだからカロリー使うしね、うんまあ、そういう時もあったかもなですよねそうか。うん そうなんですよだからそういうその緊張と緩和の中の緊張部分が7割ぐらい占めてるんで、ねうんうん、やっぱりなかなか大変な朗読だったと思うんですよやってても。うん、<で>だって全部終わるのに1年半ぐらいかけましたはかりました。したうん、であと一時僕急いで作んないといけない時期があってその時期というかリリースやっぱこうどんどん追いかけてくるじゃないですか。なので 下山さんの収録をしてその後下山さんの音の編集をするんですよ。あそうですね、やってた、ね、で考えたら1日ね10時間ぐらいね下山さんの声を聞いてる日があった気がするんですよ。よく耳がおかしくならなかったんで。いやなだからもうなんかなな「なんだ今日は」みたいな <laughs> 日が何回かあったなってよく覚えてますね、うんうん、けどそれぐらいあの早く編集あげて出さないとっていうのがあって。うん でリテイク部分がどうしてもその、ね、出てくるんでそこを早めにこう示しておくと志村、うん、さん毎週1回とか来てく2回来てる時もあったんですけど 1>, はい、はい、1回は必ず来てくださるのでそこで取れるので、うん、リリースが早まるみたいなそういうのもあって結構必死でしたね<ー>編集もそういえば読むのも大変だったと思うんですけどいや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 まあまあもちろん読むのは大変でしたけど、ね、ほらだけどさその朗読っていうのは 1>, うん、1, 1から100まで全部こう何も使えずにとか、ね、何も間違えずになんてことができるものじゃないからそれはなかなかそうもいかないので、うん、やっぱり編集でね、うんはい、聞いて最後やっぱりね、うん、はじめさんを含めてやってくれないとさ、うん、そのやっぱりこうってものがでできなないいわけじゃないですかそのやっぱりんだ、ま、読み間違いもあるしさ。はい、うん そうですねそうでセリフいやこの人じゃなかったな、うん、みたいなとこもあるしさ、うん、そうですねそうよありま,すありますだって<う>なんかやっぱ500人なり800何人だっけが、うん、出てるとさ、うん、やっぱりねそう,そうなんですよあれこの提督じゃなかったかなとか。 さんすごいところで結局あの全部演じ分けてるんで頑張りましたね、うん、だからそういう意味でこのキャラクターこうじゃなかったなみたいなのはやっぱあるんですよねでそういうのもありますしであと田中先生やっぱすごいなと思うのはこのセリフ誰だって分かんないとこほとんどなかったですよねああの、はい、えっと口調とか、はい、内容でもちろんこの人であろうなっていうところが、ねうん、はい、ほとんどだったですよねそう ほとんどでしたよねそこらもすすごい覚えてまただ12箇所ぐらいかな羅列してる時にさて誰でいこうかなみたいなこととかはちょっと考えさせていただいてその時にいるメンバーでね違和感なくねやるっていう流れを組むそう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 誰が言ってもいいセリフみたいなのもあったし確かに。 そういうのもありましたね。うん、でもだいたい分かったね。そうですね。うん、いや本当そうなんです。よ、うん、だからやっぱ素晴らしいなと思いながら、うん、こう聞いてたり、あの取、うん、ってたりもしてたんですけど、やっぱこう改めて作品をね読み返すとやっぱこういろいろとっていうのがありましたけど、うん、そうですみません。っていうことであのすみませんお便りからだいぶ横に触れましたけど、ミントさんお便りありがとうございます。<laughs> あ,ありがとうございます。<laughs> だいぶ横にいっちゃいました、ね。いえいえいえすみません。 なんでまあ、ビッテンフェルトは要注意というか、そういうキャラクターですっていうのと、<laughs> まあそれ以外にもいろいろとあの要注意人物いっぱい,言いおります。そうね、そうですね。そこら辺は本当にご注意くださいということで、はい、はい、っていう感じなんですけど、島田さんあの、そろそろお時間的にはそろそろお時間なんですけど、皆さん、何時までやるんですかこれえっと僕らは多分朝9時ぐらいまでです。 9時ぐらいまでやたぶんこの尺でいくとそうなで本編は8時間ちょっとあります八時間営農の,の中でからやるんでしょはい 銀河系史概略はもう先に流してたんですもんね。えっとはい、もうアップしてあの勘弁してくれという。こと勘弁してくれ。<laughs> いや勘弁してくれじゃないんですけどごめんなさい言葉悪かったんですけどお便りいっぱいいただいたんですよはい、はい、そ,<れ>そうそうなんですよ本当にいっぱいいたいた。嬉しい悲鳴ってやつですよ。でこれをそのやっぱちゃんと紹介もしつつ、うん、プレゼントもそのね当たるようにしつつって考えたときに、うん、やっぱちゃんとこうやりたいなっていうのがあってそうなったときにちょっとその ね、四十分ぐらいなんですけど銀河系史概略、そこちょっとカット、カットというか放送ではカットさせていただく代わりに YouTube でアップしてるので、うんうん、好きな時に聞いていただけるので、うん、そういう流れを取ろうということで、うんうん、これも足立さんに相談したら開拓いただいて,ていあ、ありがたいことそうなんですよ。僕ね銀河系史概略好きなんですよ。よや、僕も好きです。ね、うん、いいよね。銀河系史概略いいよねでそうそうで。あれちょっとあの最後の方にあのセリフ出てくるんですけど、これもう あのね、僕好きであの悩んだ思い出なんですけどあの主人公2人出てきて、うん、主人公例っていうのかライハルト」と「やん」のセリフが出てくるところがあるんですけど、うん、これあえてナレーションでいこうかって話をしてセリフにしちゃうと物語の最初の第一章の登場とかそういうのがちょっとだけあの新鮮味がなくなるだろう。うん で銀河形詞概略はそもそもナレーションベースのものなので、うん、そっちでいこうっていうのをご相談して決めたなっていうのを覚えてます、うん、いやーなんか懐かしいですね銀河系史概略だだけでいいんだったたらもう一回読みたいな。はい、あ言いましたよ銀河形詞概略だけね言いましたかよでだけだよ3回目ですよいいよ銀河形詞概略だけならねえあのえだけよ <laughs> いや、なんか聞こえないんですけど。なんで <laughs> 永遠の夜の中でからはもう皆さんもうご存知のものがございますから。<laughs> <laughs> 銀河系支配略だいや銀河系紫外略だけね。<laughs> 銀河英雄伝説だけ。銀河英雄伝説だけって何？<laughs> な,んなんですかだけって。なんかこうあのお互いのじゃないよ。認識の違いは今ここで発生してする。あれまたやるとなったら俺たちもう50とかいっちゃうよ。 いや、けどね、その。ちゃうよ。あの、ファンの方が待ってますよ。いやいや、もう、皆さんに。いいものをお届けしたはずだ。はいはい。二、はい、<laughs> 週やってますけどね。<laughs> はい。いや、まあ、確かに。そんな感じで。うん、いや、でも、冗談抜きで。あれ、あの文章、っていうか、うん、田中先生の文章は、やっぱり。うん 何年か経つと、また読みたいなって思ったりするもんなんですよね。そう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 。いや、今ライブ配信でやろうって来てましたよ。なんでやねん。なんでやねんって言っう。なんでやねんっていうよりも、島山さんあれじゃないですか。いや、ライブ配信。いやいや、そんなこと言いながら、全室で言ってたでしょう、島山さん。あの、聞くも。だから、さ、僕さっきも言ったけど、僕も噛むし。いや、まあ、そうなん。なんじゃこりゃとかね。どうしようとかも言うし、読み違えたりするしさ。 何かこう読みながら、ね、なんかこう余計なこととか言いながら<ー> <laughs> やってるんでねこうとても今ここでは言えるようなことではございません批判してるとかじゃないよそうじゃないよんかね腹減ったねとかなんかそんなこととか <laughs> 言いながらねや,やるんで、ね、ライブ配信でチケット買うまで言ってくれてるす<笑><笑>ありがとうございますいやいやいやありがたいことでそういうことで言えば そのボンがもう何年目迎えるんでしたっけね確か10年近く来年ね来年が違う違う再来年10年だよねボンはねアプリで出てからは来年で10年そう10周年ですよだからまあなんか多分そうね何かやれるといいですよね来年再来年とかにはね何か皆さんにねお届けできるものが何かあったらね 嬉しいね、はい、投,票でい投票で上の方の一節を朗読するところ書いてあります。<laughs> すごいないやまあ、なんかそういうのも含め、うん、多分いろいろこれからでやれることって増えてくるんじゃないかなと思うので、はいはい、私でよければ、全然、よろしくお願いします。よというわけで、じゃあ、そろそろ、志村さん、お時間なあるので、はいあ、最後、もう一回、ファンの方にメッセージいただけると。はい えー、これから、はい、1> 第1巻の黎明編の第1章「永遠、はい、の夜の中で」が始まるわけですけれども、はい、まあだから最初にね、はい、の方に読んだ、はい、もうだから10年近く前だから懐かしいけど、はい、そうですねうん何か10年、ね、うーんいいっすねやっぱ本当。 もうタイトルからしてそもそもグッとくるんで「はい、永遠の夜の中」って、はい、もうグッとくるんでね菅田中先生もうなんか <laughs> 感動しちゃうよね、はい、だって僕もこの「永遠の夜」の中ではもうだって中学の時に覚えたんだから、はい、まあまあそうですねそうよ島田さんはねそうそうここ何年かで覚えた言葉じゃございませんからねうん、うん、もう本当にね、はい、あのー 何度も言いますけども、田中先生が作り上げてくださった世界があるから、この我々の朗読があり、アニメがあり、漫画がありと、で舞台もあり、そう舞台もあり、そうね、もう宝塚もあって、うん、もうね、それでファンの方たちとこうやってつなげる、つがることもできてって、もう本当にね、すごいことですよ。 本当にありがたいことでございます,います本当にこうやってプロジェクトできたのも先生のおかげでございます本当に <laughs> え。なので、えー、なのでって言い方おかしいけれどもまあ皆さんもちょっとねあのまあ休憩を挟みつつでございますし、はいはい、あの1章か2章流れたらまたこの場面になって。 で、でこう橋見さんとかがこういろいろとこうお手紙じゃないや、なんかメールとかなんか読んだりとかするようなことになるってことですよね。ぶっ通しでやるときじゃないね。はいで、バンディさんもね、バンあバンディさん、エカンバンドさんですね。バンさんも隣で僕は帰りますけれどもね。はいすみませんね、申し訳ないです。 そうだね。今日、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、倒れないように。夜電話します。いや、もう、俺。寝てるか。ら絶対寝てるでしょ。寝てるか。裏切るなよ。 っていうわけで、はい、はい、ありがとうございました。はあ,、ね、ありがとうございました。はい、皆さんも楽しんでください。ありがとうございます。告知、はい、して、はい、お便りタイムって、はい、どんタイミングで話そう。第2ったんで、えっとそうですね、それぐらいになので、あと1時間半ぐらい後ですかね。そうね、まあ2時間弱って感じかな。ですかね。2章あるもんね。はい。はい。でその前に僕はあと HMA の渡辺さんに電話するっていう約束をしてるので、あのはいします。うん はい。業務連絡はい。業務連絡ああ、そうすか。はい。これをした。ざっくりと、そうか、予定表があればありがたかったのですがって言ってる方がいらっしゃるので、そのうちちゃんと組めるようにします。すみません。はい。じゃあ、きはよろしくお願いたします。ありがとうございました。皆さささんんよなららアーカイイブあありりままますすすすかかね無理せずお願いしタム大丈夫

はいあすみません、今日はありがとうございます。ちょっとあの業務連絡的な感じで電話してみることにしましたので、少しだけ皆さんお付き合いください。いるかないるかなちょ。ちょ。<laughs> 公開業務連絡です。いないかな。あ、お疲れ様です。はしみつです。お疲れ様です。こんばんは。まあまあ、今、生放送中なんですが。あ、そうなんですか。はい、渡辺さん、ちょっと業務連絡をしないといけないと思いまして。連絡をしました。<laughs> はい、はい、何でございましょうか。えっと、ブルーヒルト発売おめでとうございます。あ、ありがとうございます。<laughs> いますみません。<laughs> ありがとうございます。はい、いや、そうなんですよ。で、その渡辺さん、あのまガチのちょっと業務連絡させていただくと、はい、このこないだ発表されたミラーアクリル台座、これ劇場で売られる予定のものはあるんですけど、はいはい、これってちょっと傷ついてるように見えるんですけど、フィルム貼られてますよね？<laughs> あ、そうですね。剥さないとだめで,ですよね。そうですよね。は良、いはい、かった。はいはいね、いや、もう,もうそれ剥がした状態での、はい、あの袋入れちゃうとそうですよね。 傷傷つついいちゃう逆に傷ついたらなので皆さん細かい傷があってもこれは手に取って買っていただいてフィルムを剥がすと綺麗に見えるものですっていう、はいはい、はいっていう話をしつつですね、はい、ブルューヒルと今あの銀河油伝説公式ポータルで、はい、あのしっかり皆さんに買っていただいてる状態なんですけどはいあのんか寂しいなあと思って寂しい はい、なんかみんな,なんかミラー台座とかなんか特別グッズ作ってもらってるじゃないですかはいうちでもなんか作ってほしいなって思ったりしてるんですけどああそうそういうことですね <laughs> なななななんですかそのたどたどしい感じはダミさんもんかいいのがあればお願いしたいなって思ってますっ分かりましたもう、あのー、はい そしたらえっ、ー、と公式様の販売用に、はい、えっと、はい、すごい良い感じのアクリルの台座を今日の特別に限定で作らせていただきます。マジっすか。でどうでしょうか。ありがとうございます。今言いましたよ渡辺さん言いましたからね。言いましたからね。大丈夫です大丈夫です。です <laughs> 言いながら裏裏ではちょっと握ってたりはするんですけどねすみません。 すいあのすみません。っていうのとあと渡辺さんあのなんかあのせっかく今日プレゼントいろいろお配りしているので、はい、なんかもしかしたらブルーンヒルト僕にこう検品あ個寄贈いただいたのあるじゃないですかこれ僕渡辺さんからあのもらった,いただいたものなんですけど、はい、これを人に渡すのは申し訳ないんですけど。 誰かにプレゼントしてもいいですか？えっといくつかあのはい、はい、プレゼントにご用意させていただきますので <laughs> すいませんはいじゃあじゃあすいませんじゃあプレゼントまあとりあえず一個だけ渡辺さんすてませんあのいただけるとありがたいなということでお願いしますわあの三つぐらい用意しますねはい三つあすいませんありがとうございますはいはいという,う、ね、というお電話でした。 いやと遠回しの脅迫ってコメントが流れてるんですけど、い <laughs> や<の>、すみません、うちのようなね、あのはい絶対の知れないというか、全然メジャーじゃない会社にあの、はい、プラモデル作らせていただいて、本当に感謝してますので,そうです、ね、いや、本当に徳間書店さんとライトスタッフさんと、ね、あと、監修いただいた各社さん、本当にありがとうございますということで。はい すいませんあ,まあの渡辺さんじゃあメリークリスマスということで <laughs> すいません、はい、よろしくお願いします <laughs> はいはいプロジットプロジットはいありがとうございますっていうあ,ういあ一応渡辺さん誤解見てる人の誤解ないようにちょっとだけフォローだけ入れていいですか今 <laughs>、はい、あの,あのコントですこれすいません。<laughs> <laughs> いやいやいや、本当じゃないですいや、本当じゃないです。事前にそういう話しようって言ってたじゃないですかってことで、あの、そんな感じですのですいません。あの、よろしくお願いします。すいません。はい、すみません。じゃ皆さん、あの、ハッピーなクリスマスを。はい、すいません。渡辺さん、本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。頑張ってください。またゆっくり、あの、プラモデルの話も聞かせてください。お願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。 はいというわけですいませんあの番宣加味したプレゼント追加タイムでしたということで、はいブレインフィルトも当ててあのプレゼントで寄贈していただけるということですみませんよろしくお願いいたしますはいでは朗読いきましょうか、はい、ここから二章二章いきますはい、はい、ですはいよろあさあ例えば我々が出るという感じ、はい、そうですねはいよろしくお願いいたしますでは第一章から 1> 第一章お楽しみください。 銀河英雄伝説第1巻黎明編作田中良樹語り下山義満第1章「永遠の夜の中」で銀河帝国軍大佐ジークフリード・キルヒアイスは環境に一歩を踏み入れた瞬間思わず立ちすくんだ。 無数の光点をちりばめた宇宙の深淵が圧倒的な量感で彼の全身を押し包んだからである無急の暗黒感に浮揚したかのごとき錯覚はしかし一瞬で去った戦艦ブリュンヒルトの環境は巨大な半球形を成しておりその上半部が一面のディスプレイスクリーンとなっているという事実が キルヒアイスのの記憶にあったのだ。「感性を中空から地上へ引きずり下ろすと」とキルヒアイスは改めて周囲を見渡した広大な室内の照明は極度に抑えられて薄暗がりの支配下に置かれていた大小無数のスクリーンコンソール計器類コンピューター通信装置などが幾何学的に配置された中を男たちが動き回っている。 その頭部や手足の動きが水流に乗って回遊する「魚群」を連想させたキルヒアイスの尾行をあるかなしかのかすかな周期が刺激した戦闘を控えて緊張した人間が分泌するアドレナリンの匂いと機械が発する電子臭とを還元酸素の中で混合させると宇宙の軍人に親しいこの匂いが生まれるのだ。 赤毛の若者は環境の中央部に向かって大股に歩き出した大佐と言ってもキルヒアイスはまだ21歳になっていなかった軍服を脱いだ時の彼は後方勤務の女性兵たちが噂するようにハンサムな赤毛のノッポさんに過ぎなかった時として自分の年齢と階級との相関関係に釣り合わないものを感じて戸惑うことがある 彼の上官のように平然としてそれを受け止めることはなかなかできないのだった。ローエングラム博ラインハルトは式シートの角度を傾けてディスプレイスクリーンを埋め尽くす星の大会にじっと見入っていた。彼に近づいた時、柔らかな空気の抵抗をキルヒアイスは感じた。車音力場が張ってあったのだ。 ラインハルトを中心とした半径5メートル以内の会話は、外にいるものには聞こえない。星を見ておいでですか、かっキルヒアイスの声に一瞬の間を置いて、ラインハルトは視線を転じ、シートの角度を水平に戻した。座ったままではあっても、黒を基調として各所に銀色を配した機能的な軍服が、すらりと金星の取れた死体を、 より一層精悍に引き締めているのがわかるラインハルトは美しい若者だった他に類を見ないほどの美貌と称してもよいやや癖のある黄金色の頭髪が白い卵型の顔の三方を飾っている微量と唇の淡麗さは古代の名工の手になる彫刻を思わせたしかし 生命のない彫刻でありえない照明はその双眼でアイスブルーの瞳は鋭く研磨された剣のような光を放っていたそれとも「凍てついた星の輝き」と呼ぶべきだろうか宮廷の女たちは「美しい野心的な瞳」と噂し男たちは「危険な野心家の目」と表現しているいずれにせよ 無機的な完璧さを有する彫刻の目でないことは確かだったああ、星はいいラインハルトは答え、自分と同年齢の腹身の部下を仰ぎ見るようにしたまた少し背が伸びたのではないか2ヶ月前と同じ190センチです、かっかもうこれ以上は伸びないでしょう 俺より7センチも高ければ、確かにもう十分だな。負けん気の強い少年のような響きが、その声にはある。キルヒアイスはかすかに笑った。六年ほど前まで、両者の身長にはほとんど差がなかった。金髪の少年に差をつけて、キルヒアイスの背が伸び始めた時、ラインハルトは本気で悔しがり、 友人を置き去りにして自分だけ背を伸ばすのかなどと攻撃調で言ったものである。キルヒアイスと他にもう一人の人物だけしか知らないラインハルトの子供っぽい側面だった。ところで何か要件があるのか。はい、反乱軍の夫人です。偵察艇三隻からの報告によりますと、やはり三方から同一速度で我が軍に接近しつつあるようです。 式宅のディスプレイを使ってよろしいですか。金髪の若い上級大将がうなずくのを見てキルヒアイスは手をリズミカルに動かした敷卓の左半分を占めるディスプレイの画面に4本の矢印が浮かび上がった上下左右の各方向から画面の中心へと進行する形である下方の矢印だけが赤く他の矢印は緑色だった。 赤い矢印が我が軍、緑の矢印が敵です。我が軍の正面に敵軍の第4艦隊が位置し、その兵力は艦艇12000万2000と推定されます。距離は2200光秒。このままの速度ですと約6時間後に接触します。画面を指すキルヒアイスの指が動いた。左方向には敵軍第2艦隊がおり、兵力は艦艇15000万5000隻。 距離は光秒右方向には敵軍第6艦隊がおり兵力は艦艇1万3000隻距離は2050光秒反重力磁場システムをはじめとする各種のレーダー投下装置や妨害電波などの発達さらにレーダーを無力化する材料の出現によりレーダーが作敵装置として用をなさなくなって数世紀が経過している。索敵は 友人偵察機や監視衛星など古典的な手段に耐えるしかないそれらによって得られた情報に時差や距離的要素を加算して敵の位置を知るこれに熱量や質量の測定を加えれば不完全ながらも一様の策的が可能となるのだ敵軍の合計は4万隻か我が軍の2倍だなそれが 我が軍を三方から包囲しようとしております。相ぼれどもが青くなっているだろう。いや、赤くかな。ラインハルトは意地の悪い笑いを白石の顔にひらめかせた。二倍の敵に三方から包囲されつつあると知りながら、狼狽の気色は全く見えない。確かに青くなっています。五人の提督が閣下に緊急にお会いしたいと申し込んでこられました。 ほう俺の顔も見たくないと放言していたのになお会いになりませんかいや会ってやるさやつらの門を開くためにもなラインハルトの前に現れたのはメルカッツ大将シュターデン中将、フォーゲル中将、ファーレンハイト少将エルラッハ少将の5人だったラインハルトの言う老いぼれたちである しかしその標語は国にすぎるかもしれない最年長のメルカッツでも未だ60歳には達しておらず最年少のファーレンハイトは31歳でしかなかったラインハルト達の方が若すぎるのである司令官閣下意見愚信を許可していただきありがとうございます一同を代表してメルカッツ大将が述べた ラインハルトが生まれるかるか以前から軍籍にあり実戦にも軍勢にも豊富な知識と経験を持っている中勢で骨太の体格と眠そうな両眼を除いては特徴のない中年男だがその実績と成果はラインハルトなどよりずっと大きいであろうケイラの言いたいことは分かっているメルカッツの示した儀礼に形ばかりの陶霊をして ラインハルトは先手を打った我が軍が不利な状況にあるそのことに私の注意を喚起したいというのだろうさようです閣下シュターデン中将が半歩前へ進み出ながら応じたナイフのように細身でシャープな印象を与える40代半ばの人物で戦術理論と弁舌に長じた参謀型の軍人だった 我が軍に対して敵の数は2倍しかも3方向より我が軍を包囲戦としておりますこれはすでに交戦態勢において敵に遅れを取ったことを意味しますラインハルトのアイスブルーの瞳が冷然たる輝きを放ちながら中将を直視したつまり負けると K は言うのかとは申しておりません閣下。ただ 不利な体勢にあることは事実です。ディスプレイスクリーンを見ましても分かりますように。七対の目が式卓のディスプレイに集中した。キルヒアイスがラインハルトに示した両軍の配置がそこに図示されている。シャオン力場の外で幾人かの兵が興味津々と高級士官たちを見合っていたが、シュターデン中将が睨みつけると慌てて目をそらせた。咳払いの後、 中将が再び口を開くこれはすぐる年帝国の誇ります宇宙艦隊が自由惑星同盟を戦勝する反乱軍のため無念の敗北を喫した時と同様の陣形です。ダゴンの殲滅戦だなさよう誠に無念な敗戦でした。早朝な短足が中将の口から漏れた。 戦いの正義は人類の正当な支配者たる銀河帝国皇帝陛下とその忠実な臣下たる我が軍将兵にあったのですが反乱軍の狡猾なトリックにかかり忠庸なる百万の精鋭は国空に参下するに至ったのです。今回の戦いにおいてもし前者の鉄を踏むことあらば皇帝陛下の御心を傷つけたてまつるは必要でありここは功に流行ることなく 名誉ある撤退をなさるべきではないかと愚行する次第ですまさしく愚行だ無能極まる饒舌加盟とラインハルトは心の中で罵った口に出してはこう言った「刑の能弁は認めるしかしその主張を認めるわけにはいかぬ撤退など思いもよらぬことだなぜです をかどしがたい小僧めがと罵る表情がシュターデン中将の瞳に浮き上がっているそれを意に介せずラインハルトは答えた「我々が敵より圧倒的に有利な体制にあるからだ」「何ですと!?」シュターデンの眉が大きく上下したメルカッツは偶然として フォーゲルとエルラッハは愕然として若い美貌の指揮官を見つめた5人中最年少のファーレンハイトだけが色素の薄い水色の瞳に面白そうな表情をたたえている下級貴族の出身で食うために軍人になったと公言している男だ機動性に富んだ速攻の傭兵に定評があるが迎撃戦となるとやや粘りに欠けるとも言われる どうも私のように不憫な者には理解しがたい見解を有しておいでのようですなもう少し詳しく説明していただけるとありがたいのですがシュターデン中将が耳障りな声で言ったその不愉快な舌を引き抜いてやるのは後日のこととしてラインハルトは相手の要請に応じた私が有利というのは次の2点においてだ 1一つ敵が3方向に兵力を分散させているのに対し我が軍は1か所に集中している全体を合すれば敵が優勢であっても敵の一軍に対した時には我が軍が優勢だ2<ん>二つ戦場から次の戦場へ移動するに際しては中央に位置する我が軍の方が勤労を取ることができる敵が我が軍と戦わずして他の戦場へ行くには 大きく迂回しなななければならないこれは時間と距離の双方を味方としたことになる <laughs> つまり我が軍は敵に対し兵力の集中と機動性の両点において優位に立っているこれを勝利の条件と言わずして何と呼ぶか <laughs> 鋭く切り込むような誤調でラインハルトが言い終えた時 5人の提督は一瞬その場で結晶化したようにキルヒアイスには思われたラインハルトは彼より豊富な戦歴を有する年長の軍人たちに極端なまでの発想の転換を強いたのだ呆然と立ち尽くすシュターデン中将の顔に皮肉な視線を追い込みながらラインハルトは追い打ちをかけた我々は包囲の危機にあるのではない敵を格好撃破するの後期にあるのだ この好機を生かすことなくむなしく撤退せよと K は言うがそれは消極を過ぎて罪悪ですらあるなぜなら我々に課せられた任務は反乱軍と戦ってこれを撃滅することにあるからだ名誉ある撤退と K は言った皇帝陛下より命ぜられた任務を果たさずして何の名誉か臆病者の自己弁護に類するものと K は思わぬのか 皇帝の虹が出るとハーレンハイトを除いた四帝徳の体に緊張のさざ波が走るそれがラインハルトにはバカバカしいしかし総司令官閣下はそうおっしゃるがあえぐようにシュターデンは公弁を試みた後期といっても閣下お一人がそう信じておられるだけのこと両兵学の常識から見ても承服しかねます 実績を示していただかないことにはこいつは無能なだけでなく低能だとラインハルトは断定した前例のない作戦に実績のあるはずがない実績はこれからの戦闘で示されるのではないか翌日には K はその目で実績を確認することになるだろうそれでは納得できないか生産が終わりですか ある。ただしケイラが私の作戦に忠実に従ってくれればの話だどのような作戦です詐欺の念も露骨にシュターデンが問うラインハルトは一瞬キルヒアイスの顔を見やると作戦の説明を始めた2分後遮音力場の内部にシュターデンの叫びが満ちた「机上の空論だ!」 うまくいくはずがありませんぞカッカこのようなラインハルトは手のひらを敷きたくに勢いよく叩きつけたもういいこの上議論は不要だ皇帝陛下は私に反乱軍政党司令官たれと仰せられたケイラは私の指揮に従うことを陛下への忠誠の証とせねばならぬはずだそれが帝国軍人の責務ではないか忘れるな 私がケイラの上位にあるということ、うん、ケイラに対する制殺与奪の全権は我が手中にある自ら望んで陛下の御意に背き立てまつろうというのであればそれもよし陛下に賜った我が職権を持ってケイラの任を解き功名者として厳罰に処するまでのことそこまでの覚悟がケイラにはあるのか ラインハルトは目前の5人を見据えた。返答はなかった。5人の提督は去った。納得も承服もしないが、皇帝の意味は逆らいがたいという体であった。ただファーレンハイト1人はラインハルトの作戦構想に好意的な表情を示したようにも思われるが、他の4人の表情は程度の差こそあれ。 皇帝の意を狩る小僧めがと語っていたキルヒアイスにとってはいささか目視しがたい状況が生じているそれでなくてさえラインハルトは若すぎる成り上がり者として評判が良くないのだローレンの書章から見ればラインハルトは姉アンネローゼを介して皇帝の意向を借りるだけで自らは光を発することのない貧弱な小惑星であるに過ぎなかった ラインハルトは今回が初陣というわけではない軍籍に入って5年すでにいくつかの軍港を建てているしかしそれも諸将に言わせると運が良かったとか敵が弱すぎたということになるのだったまたラインハルトが万事腰が低いとは知し,しがたいことから彼に対する悪感情は増幅し現在では生意気な金髪の小僧なる故障が ででで定着ししていいるるほどなののあるよろしいのですか青い目に懸念の表情を浮かべて赤毛の若者はラインハルトにただした放っておけ上官の方は平然としていたやつらに何ができるものか嫌味一つ言うにも一人ではなく幾人かでつるんでしか来られないような腰抜けどもだ 皇帝の権威に逆らうような勇気などありはせぬですがそれだけに陰にこもるかもしれませんラインハルトは副官を見て低い楽しそうな笑い声を立てたお前は相変わらず心配性だな気にすることはない今は不平たらたらでも一日経てば様相が変わるシュターデンの低能に やつの好きな実績とやらを額縁付きで見せてやるさもうその話はやめようと言ってラインハルトは席から立ち上がり司令官室で休息しようと誘った一杯飲まないかキルヒアイスいいワインがあるんだ410年ものの一品だそうだ結構ですねでは行こうかところでキルヒアイスはいカッ その閣下だ。他に人がいないときは閣下呼ばわりする必要はない以前から言っているだろう分かってはいるのですが分かっているのなら実行しろこの会議が終わってオーディンに帰還したらお前自身が閣下になるのだから <laughs> 順将に昇進だ楽しみにしておくんだな艦長ロイシュナー大佐に後を任せて ラインハルトは個室へと歩き出した。その後に従いながらキルヒアイスは上官の発言を脳裏で反数した「開戦が終わって帰還したら順勝」「金髪の若い帝徳は敗北することなど考えてもいないらしい」「キルヒアイス以外のものであればそれをどしがたい高慢と受け取るに相違なかった」だがラインハルトが「 親友に対する好意から言ったのだということをキルヒアイスは知っているこの人に会ってからもう10年になるのかキルヒアイスはふとそう思ったラインハルトとその姉アンネローゼに出会って彼の運命は変わったのだジークフリードキルヒアイスの父親は司法省に勤める下級管理だった 4万帝国丸くほどの年俸を稼ぐために上司と書類とコンピューターに追い回される毎日で広くもない庭でバルドル整形さんのなんとかいう卵の一種を育てることと食後の黒ビールだけを楽しみとする平凡で善良な男だった幼い赤毛の息子の方は学校では優等生グループの端になんとかぶら下がりスポーツは万能で両親の自慢だった。 ある日廃屋も同然の林家に貧しげな親子が移り住んできた無気力そうな中年男が貴族だと聞いてキルヒアイス少年は驚いたが金髪の師弟を見て信じる気になった師弟ともなんと綺麗なんだろうと少年は思ったのだ弟の方とは即日知り合いになったラインハルとなる少年はキルヒアイスと同年で 標準歴で2ヶ月だけキルヒアイスより遅く生まれたということだった。赤毛の少年が名乗ると、金髪の少年は形のいい眉をキュッと釣り上げていった。ジークフリードなんて俗な名だ。思いもかけないことを言われて、赤毛の少年はびっくりし返答に困った。するとラインハルトは続けてこう言った。でも、 キルヒアイスって姓はいいなとても私的だだから僕は君のこと姓で呼ぶことにする一方姉のアンネ・ローゼの方は彼の名を短縮してジークと呼んだ顔の造作は弟に酷似していたが一段と繊細でけぶるような微笑が限りなく優しかったラインハルトに紹介されて対面した時彼女は「 木漏れ日が差し込むような表情を、赤毛の少年に向けた。チーク、弟と仲良くしてやってね。それから今日まで、キルヒアイスは、彼女の依頼を忠実に守ってきた。様々なことがあった。見たこともない豪奢なランドカーが、林家の前に停まり、高級な服を着た中年の男が降りてきた。負けず嫌いのラインハルトが、 泣きながら父親をなじる声が一晩中絶えなかった父さんは姉さんを売ったんだ翌朝ラインハルトを学校に誘うという口実で倫家を訪れたキルヒアイスに優しくだが寂しげに微笑してアンネ・ローゼが言った弟はもうあなたと同じ学校へ行けないの短い期間だったけどありがとう。 美しい少女は彼の額に接吻して手作りのチョコレートケーキをくれたその日赤毛の少年は学校へ行かずケーキを大事に抱えて自然公園に行きパトロールロボットに発見されないよう用心しながら誰も知らない理由で「火星松」と呼ばれる針葉樹の陰で長い時間をかけてケーキを食べた師弟に分かれる悲しさで涙がこぼれ それを手で拭いたため、幼い顔には焦げ茶色の縞ができた。暗くなって失跡を覚悟で帰宅したが、両親は何も言わなかった。林家の明かりは消えていた。一ヶ月後、帝国軍幼年学校の制服を着たラインハルトが予告もなく訪れてきた。狂気するキルヒアイスに金髪の少年は大人びた口調で言った。 軍人になるんだ。早く一人前になれるからね。出世して、姉さんを解放してあげなきゃ。ねえ、キルヒアイス、ぜひ僕と同じ学校へおいでよ。四年学校にいるのは嫌なやつらばかりなんだ。両親は反対しなかった。息子の出世を望んだのかもしれないし、息子を林家の師弟に奪われたと悟ったのかもしれない。ともあれ。 キルヒアイスはラインハルトと同じ道を歩むべく、少年の日に決断を下したのだった。幼年学校の生徒は大半が貴族の指定で、他は上流市民の息子ばかりだった。キルヒアイスが入学を許されたのは、ラインハルトの熱望とアンネローゼの労によるものだということは明白だった。ラインハルトの成績は常に首席であり、キルヒアイスも上位を確保していた。 自分自身のためにも指弟のためにも悪い成績は取れなかった時より生徒の父兄たちが学校を訪れた身分の高い貴族しかし彼らに敬意を抱く気にはなれなかった特権におごる者の不習だけが鼻についたあいつらを見ろよキルヒアイスそのような貴族たちを見るたびにラインハルトは 激しい剣をと部別を込めてささやくのだったあいつらは今日の地位を自分自身の努力で獲得したのじゃない権力と財産をただ血がつながっているというだけで親から相続してそれを恥じらいもしない恥知らずどもだあんなやつらに支配されるために宇宙は存在するんじゃないラインハルト様そうさキルヒアイス 俺ももお前もあんなならの風下に立つつべき理由は何一つないんだ。この種の会話は両者の間で幾度となく交わされたがある時ラインハルトは赤毛の親友に強烈極まる衝撃を与えた首都の至る所に呆然とそびえ立つルドルフ大帝の像に敬礼した後、これに礼を施すのは帝国臣民の神聖な義務だった 大帝像の両眼は精巧なテレビ愛になっており定位を恐れぬ危険分子は内務省に厳しく監視されているのだラインハルトは熱っぽい口調で語りかけた「キルヒアイスこう考えてみたことはないかゴールデンバーム王朝は人類の発生以来続いてきたわけじゃない始祖はあの強眼不損なルドルフだ始祖がいるということは それ以前は提出などでなく名もない一市民に過ぎなかったってことだもともとルドルフは成り上がりの野心家に過ぎなかったそれが自流に乗って神聖不可侵の皇帝などになりようせたんだこの人は何を言おうとしているのかキルヒアイスは鼓動の高まりを覚えたラインハルトは言ったルドルフに可能だったことが俺には不可能だと思うか そしてキルヒアイスを凝視したラインハルトのアイスブルーの宝石のような瞳を赤毛の少年は呼吸を止める思いで見返したのだそれは2人が軍隊に入る直前の冬のことだった科学技術の無秩序な発展が人類のアイデンティティに危険を及ぼした例は西暦20世紀から21世紀にかけて 多数を見出すここととができることに遺伝子工学の一成果であるクローニングはそれが単に理論上の可能性を示しただけであったにもかかわらず永遠の生命を保証されたかのように誤解されたそれが社会ダーウィニズムと結合された時恐るべき生命軽視の思想が地球という名の惑星上をばっこするに至った劣悪な遺伝子の所有者に子を産む資格はなく 列島人種を淘汰することによって人類の質的向上を図るべきだとの意見が勢力を増したこれは実に後日のルドルフ・フォン・ゴールデンバウムの主張の遠い邦画となったものでありコンソールの小さな画面に映し出されていた文章が急に薄れて消えた調整ボタンに指が触れるより早く別の文章が浮かび上がる。 ヤン・ジュンショー司令官がお呼びです指揮官席へ至急おいでください読書の途中を邪魔されたヤン・ウェンディジュンショーは軍用ベレーを取って収まりの悪い黒い頭髪をかき回した彼は自由惑星同盟軍第二艦隊の自席爆量であり機関パトロクロスの環境の一角に座を占めていた 本来戦術コンピューター用のコンソールに書籍 VTR を入れて私的な読書を楽しんでいたのだから不愉快がある道理はないヤンの生命表記形式は E 式となっているこれは銀河連邦成立以前からの伝統で生が名の前に来る形式であり「E」とは「ースタン」の頭文字だとされていた逆に名が生の前に来る表記形式を W 式と称しこれは「 ウエスタンの頭文字とといいうことになっているもっとも根結が著しく進んだこの時代生命は直系の祖先の出身をおぼろげに示すだけの役割しか持っていないヤンは黒い髪黒い目中肉中背の体育を持つ29歳の青年で軍人というよりは冷静な学者といった印象を与えるだがそれも強いて言えばのことで ごく恩和そうな青年という以上には他人は見ないようであった軍隊における彼の階級を聞いて大抵の人は驚くヤン・ジュンショ参りました敬礼する青年士官に艦隊司令官パエッタ中将は非好意的な視線を向けたこちらは軍人以外の職業が想像できないようないかめしい顔つきの中年の人物である 君の提出した作戦案を見た。それだけ言って、またヤンを観察する。こんな軟弱そうな小僧が、自分より二階級しか下でないことを、どうしても納得できぬと言いたげである。なかなか興味深い案だった。しかし、慎重に過ぎて、いささか消極的ではないかな。そうでしょうか。ヤンはごく温和な口調で応じたが、 考えてみればこれは上官に対してかなり無礼な応答であったかもしれないパエッタ中将は気づかなかった君自身が記している通り確かに負けがたい作戦案ではあるしかし負けないだけでは意味がない勝たなくてはな我が軍は敵を三方から包囲しているしかも敵の2倍の兵力でだこれだけ対象の要件を備えて なぜ今さら負けない三段をせねばならんのだですがまだ包囲網が完成されたわけではありません今度は中将も気づいた彼は不快そうに眉毛を寄せ見事な縦じわを一本眉間に深く刻んだヤンは平然としている9年前国防軍士官学校を卒業した時ヤンは平凡な新任少尉だった 卒業時の席次は4,840名中1,909番だったのだそして現在は平凡な殉将とは言えない彼は同盟全軍を通じて16名しかいない20代の将官の一人なのであるパエッタ中将はこの若い殉将の戦歴を知らないわけではない9年間に100回以上の戦闘に参加している 今回のように5桁の艦艇が集結するような大規模の戦闘はめったになかったがそれでも幼児の花火ごっことは訳が違うのだそして何よりもあのエルファシル脱出校の輝ける英雄若いながら歴戦の勇士であるはずなのだがそういう印象をパエッタはまるで受けないのである広報勤務本部で兵士の給料の計算でもしている方が似つかわしく思えてならない とにかくこの作戦案を却下する書類を中将はヤンに差し出した言っておくが君に含むところがあるわけではないぞ余計なことを中将は言ったヤン・ウェンリーの父親ヤン・タイロンは自由惑星同盟の多くの公益商人の中でも手腕に富んだ男として知られていた 人をそらさぬ微笑の奥で高性能の商業用頭脳を回転させ1階の少商船主から出発してどんどん財産を増やしていったのだ俺は金を可愛がってるからと彼は成功の秘訣を尋ねる友人に答えたものだ恩を感じた金が出世して戻ってくるのさどうかは銀貨に銀貨は金貨にな要するに 育て方一つだよ。彼自身はそれを気の利いた冗談と思っていたようで断るごとにそう言って回ったので「金育ての名人」というニックネームを奉られた必ずしも好意的なものとは言い難いが言われる当人は満足していたようであるヤンタイロンはまた古美術品の収集家でもあった西暦が使用されていた当時の絵画 彫刻、陶磁器などが、彼の邸宅には山積みになっていた。オフィスに陣取って、厚生官小船隊に指揮を下していない時の彼は、邸内の小美術品を鑑賞したり、磨き立てたりするのに忙しかった。趣味が高じた挙句、彼は配偶者まで小美術品を選んだと噂された。浪費癖のある最初の妻と離婚した後、彼は評判の美女と再婚したが、彼女は、 とある軍人の未亡人だったのである。そして息子、ヤン・ウェン・リーが生まれた。男児誕生の方をヤン・タイロンは辞邸の書斎で受けたが、古い花瓶を磨く手を休めるとつぶやいた。俺が死んだら、この美術品はみんなそいつのものになってしまうんだな。そしてまた磨き続けた。ヤン・ウェン・リーが五歳になったとき、 母親が死んだ急性の心臓疾患によるものでそれまで健康であっただけにその突然の死はさすがのヤンタイ論をも驚かせた彼は手にしていた聖堂の獅子の置物を床に取り落としたが我に返ってそれを拾い上げると妻の親族一同を憤慨させるセリフを吐いた割れ物を磨いている時でなくてよかった。 性別と私別によって二人の妻を失ったヤンタイロンは、もう結婚する意思を持たなかった。彼は息子にメイドをつけたが、メイドが休暇の時など扱いに困り、自分のそばに座らせて一緒に壺を磨いたりしていた。防災の親族が彼の邸宅を訪れ、書斎で無言のまま壺を磨いている親子の姿を見て呆れ返り、 格も無責任な父親の手から幼児を救出すべきだと主張するに至った息子と古美術品のどちらが大事かと質問されて公益証人は答えた美術品を集めるには資金がかかったからな息子の方はただだったというわけであるこの言い草に怒り狂った親族一同は をを法廷に持ち込んで解決する姿勢を示したが、それを察したヤンタイロンは息子を抱いて自ら公正間商船に乗り込み首都ハイネセンから姿を消してしまったまさか父親が息子を誘拐したと訴えることもできず親族一同は肩をすくめて星空に宇宙船の軌跡を追うしかなかったまあ仕方ない息子を連れていったということは あの男にも脈があるということなのだろう。こうしてヤン・ウェンリーは、16歳になるまで、人生の大半を宇宙船の船内で過ごすことになったのだ。幼いヤン・ウェンリーは最初、ワープのたびに体調を崩して、吐いたり、発熱したりしたが、やがて慣れてしまうと、悠然として自分の境遇を受け入れた。彼は危機への興味を一通り満たしてしまうと、 他の方面へ関心を向けるようになった。歴史にである。少年はビデオも見、再観された古書も読み、昔語りも喜んで聞いたが、特に史上最悪の惨奪者ルドルフに対しての興味は深かった。自由惑星同盟の人々が話すことだから、当然ルドルフは悪の言下として表現されたが、聞くうちに少年は疑問を抱くようになった。 ルドルフがそれほどの悪党だったなら、なぜ人々は彼を支持し、権力を与えたのか。そりゃあ、ルドルフはとことん悪どいやつだったからな。民衆をうまく騙したのさ。民衆はどうして騙されたんだろう。ルドルフが何しろ悪いやつだったからだよ。こういう問答は少年を満足させなかったのだが、 父親の見解は他の人々と多少異なっていた息子の質問に彼はこう答えた「民衆が楽を従ったからさ楽を従る?」そうとも自分たちの努力で問題を解決せずどこからか超人なり聖者なりが現れて彼らの苦労を全部一人で背負い込んでくれるのを待っていたんだそこをルドルフにつけ込まれた いいか覚えておくんだ独裁者は出現させる側により多くの責任がある積極的に支持しなくても黙って見ていれば同罪だしかしだなあお前そんなことよりもっと有益なものに関心を持て有益なものって金と美術品だ金は懐を美術品は心をそれぞれ豊かにしてくれるぞ とはいうものの父親は息子に自分の事業や趣味を押し付けることはなかったのでヤン・ウェンディーはますます歴史にのめり込んでいった彼が16歳になる数日前父親のヤン・タイロンが死んだ宇宙船の核融合航路に事故が生じた結果である息子はハイネセン記念大学の歴史学科を受験することに決めて父親に承諾を得たばかりだった。 まあいいか歴史で金儲けしたやつが一人もいなかったわけじゃないそういう表現で父親は息子が好きな道を歩むことに承諾を与えた「金は決して軽蔑すべきものじゃないぞこれがあれば嫌なやつに頭を下げずに済むし生活のために説を曲げることもない政治家と同じでなこちらがきちんとコントロールして独走させなければいいのだ」 ヤン・タイロンが48年の生涯で残したものは息子と公益会社とそして膨大な美術品であったヤン・ウェンリーは父親の葬儀を終えると相続やら税金やらの俗事に追われたそしてとんでもない事実を知ることになった父親が生前熱心に収集していた美術品のほとんど全部が偽物だったのである。 エトルリアの壺とやらもロココ様式の肖像画とやらも鑑定国の銅馬とやらも全て「1ディナールの価値もありません」と政府公認鑑定課の無情な作戦が下ったのだったそれだけではない父親が生前会社に有していた権利は借金の抵当に入っていたのだ結局ヤンはガラクタの山とともに路頭に放り出されてしまった 吐息混じりの苦笑とともに、4年の頃と同じく、ヤンは自分の境遇を受け入れた。あの拉腕家であった父が、好きな美術品に限って、鑑定願を書いていたという事実は、彼をむしろおかしがらせた。万が一、承知の上で願作を集めていたとすれば、それも父らしいことであるように思えた。会社の方はといえば、 最初から授業を受け継ぐ気などヤンにはなかったから、一向に構わなかった。それでもなおかつ困難は存在した。上級学校へ進むべき学士すらヤンの手元には残っていなかったのである。銀河帝国との慢性的な戦争状態は、巨額の軍事支出による国家予算の圧迫を生み、直接戦争に寄与しない人文科学関係の教育予算は削減される一方だった。 奨学金を獲得するのは難しいどこかただで歴史学を収めることの可能な学校はないものだろうかあった国防軍士官学校戦士研究科がそれだったヤンは提出期限間際に願書を出し受験の結果主席からは程遠い成績ながらもなんとか合格したこのように ヤン・ンウェンリーが士官学校に入学したのは全くの方便からだった愛国心や公戦性とは無縁なところで彼の進路は決定されたのである彼は父譲りのガラクタを大部分は捨ててしまったが一部は貸し倉庫に預け文字通り手ぶらで士官学校の寮に入った動機が動機であったからヤンが優等生でありえるはずはなかった 彼は戦士とその背景となる広範な歴史等を熱心に学んだが他の科目は可能な限り手を抜いたことに射撃や戦闘艇操縦や機関工学など興味のない科目では落第点すれすれの成績をとって平然としていた落第点など取れば奉公される恐れがあるしそうでなくても再試験で時間を奪われるかもしれない要は 落さえしなければいいのだ彼の目標は統合作戦本部長でも宇宙艦隊司令長官でも幕僚総監でもなく戦士変室の研究員だった軍人としての出世にはまるで興味がなかった「戦士研究の成果だけは抜群実技方面のそれは超低空飛行」「合計すると平均点そのもの」というヤンは 戦略戦術シミュレーションの成績は悪くなかったこれはコンピューターを使った学生同士の対戦で成績が決定されるのだが教官たちを驚かせたのは10年来の秀才と称されていた学年主席のワイドボーンをヤンが撃破してしまったことであるヤンは全兵力を一点に集結して相手の補給線を断ってしまうとあとは防戦一方に回った。 ワイドボーンはさまざまな戦術を駆使してヤンの陣営深く攻め込んだが補給が途絶えたため退却せざるを得なかったのだコンピューターの判定教官の採点いずれもヤンの勝利だったプライドを傷つけられたワイドボーンはいきり立って叫んだまともに正面から戦っていれば俺の方が勝っていたんだやつは逃げ回っていただけじゃないか ヤンは反論しなかった。彼としては機関工学の不成績をこちらの科目で補うことができたので十分に満足だったのだしかしその満足も長くは続かなかった二年次の終わりにヤンは教官に呼ばれ戦略研究家への転嫁を命ぜられたのである「君だけじゃないのだ」教官はなだめた。 戦士研究家そのものが廃止されるのでね学科生全員が他の科へ転じることになる君にはシミュレーションであのワイドボーンを破った実績がある特性を生かすためにも君は転化した方がいい私は戦士を学びたくて士官学校に入ったのです学生を募集しておいて卒業する前に科を廃止するなんてフェアじゃないと思いますヤン候補生 君はまだ現役ではないがこの学校に入った時点で軍人となっているのだ。可視観待遇のな。軍人である以上命令に従わねばならんのだよ。<laughs> 第一これは君にとって悪い話ではないはずだ。戦略研究家は秀才ぞろいの学科だ。戦略研究家を志望して失敗したものが他の科へ流れる。それが現実なんだからな。 この流れが逆になるなんてめったにない光栄なことです私はもともと秀才なんかじゃありません皮肉を言うないやもちろん嫌ならやめる権利が君にはあるしかしそれには現在までの学史を変換しなきゃならんぞ軍人になる者だけがただで学べるのだヤンは天を仰いだ 金に関してボーが言っていたことを想起しないではいられなかった全く人は人であるということ自体で自由にはなれないものだ二十歳の時ヤンは戦略研究科を平凡な成績で卒業し少尉に任官した一年後に中位に昇進したが士官学校卒業生はそれが普通で特にヤンの勤務成績が優秀だったわけではない 配属されたのが統合作戦本部の記録統計室という部署では武君の立てようもなかったわけだが古い記録に接することのできる仕事はヤンにとってむしろ喜ばしいことだったしかし注意昇進と同時にヤンは前線勤務を命じられるエルファシル聖域駐在部隊の幕僚として彼は認知に赴いた一つ狂うと全てが狂うものだな。 若いいい中尉は胸中でそうつぶやいていた軍人になろうなどと積極的に考えたことは一度もないのに現在自分が身につけているものは白い五両製のマークのついた黒いベレー襟元にアイボリーホワイトのスカーフを押し込んだ黒いジャンパースカーフと同じ色のスラックスに黒い担架ごく機能的にデザインされた軍服なのである。その年 宇宙歴788年に生じたエルファシルの戦いはヤン・ウェンディー・中尉の人生に大きな加速度をかけたこの戦いは自由惑星同盟軍にとって甚ははだ不名誉な形で幕を開けた戦闘そのものは敵味方とも戦績前後の艦隊を動かし互いに2割ほどの損害を受けて一応は終わったこの戦闘ではヤンは何もしなかった。 機関の環境で自分の席に座って戦闘を見ていただけである意見を求められもしなかったところが同盟軍は祈祷しようとするその背後から不意の攻撃を受けたのである帝国軍は自らも祈祷すると見せかけながら急速反転し安心して背中を見せた同盟軍に襲いかかったのだエネルギービームの槍が暗黒の宇宙空間を切り裂き 超ミニサイズの構成が瞬間的にひらめいては消え去っていく破壊された艦艇からエネルギーが放出されそれが工夫となって他の艦艇を翻弄する同盟軍司令官リンチ・少将は強行をきたしたのであろう味方の混乱を鎮めようともせず機関を買ってエルファシル本線に逃げ帰ってしまった指揮官の逃亡を知った同盟軍は当然戦意を喪失し それまで孤立しながら眼前の敵と戦っていた書簡も次々と官主を翻して戦場を離脱したその半ばは自主的に退路を選んでエルファシル聖域から脱出し他の半ばは機関を追ってエルファシル本姓に逃げ込んだ逃げ遅れた艦艇の運命は2つに1つ完全に破壊されるか降伏するかだったほとんどが降伏を選んだ。 エルファシルに逃げ込んだ同盟軍の残存部隊はなお艦艇200隻将兵5万人からの兵力を要していたがその後帝国軍は兵力を3倍に増強しこの機に乗じて一挙にエルファシル聖域を反乱軍の魔首から解放しようと図ったエルファシルの民間人300万人は状況の切迫に戦慄したもはやエルファシルの疾患は免れないであろう。 彼らは軍部に交渉して、民間人全員の脱出計画の立案と遂行を求めた。彼らの前に責任者として姿を現したのが、ヤン・ウェン・リー中尉だった。若すぎるし階級も低い。軍部は真剣にやる気があるのか。民間人たちは疑惑を抱いたが、ヤンは頼り投げに頭をかきながらも、やるべきことはやってのけた。 帝国軍の侵攻が迫った混乱の中で民間船と軍用船を調達し脱出の準備を整えさせたのだそこまでなら有能な軍人であればヤんでなくともやっただろうヤンは焦る民間人たちを抑えて時期を待っているようだった一日急法が人々を驚かせたリンチ司令官と彼の直属の部下たちが 民間人や他の部下を見捨て、軍事物資を抱えてエルファシル本省から逃亡しつつあるというのだ。騒ぎ立てる人々にヤンはようやく脱出の指示を出した。隣地司令官と反対の方向にだ。心配いりません。司令官が帝国軍の注意を引きつけてくれます。レーダー投下装置などつけず太陽風に乗って悠々と脱出できますよ。 若い中尉はなんと司令官を囮に使ったのである彼の予言は的中したリンチ少将たちはこのことあるを予期して牙を研いでいた帝国軍に発見され狩猟のように追い回された挙句白旗を上げて捕虜となったその間にヤンの指揮する船団はエルファシル政権を離脱し一酸に後方聖域へと向かっていた。 帝国軍の探知網は彼らを捕捉していたのだが脱出するような宇宙船は必ず何らかの探知防御システムを備えているものとの先入観からレーダーに映っている以上人工物ではなく大規模な隕石群だろうと考えみすみす見逃してしまったのである後でそれを知った帝国軍の士官たちは勝利の盃を床に叩きつけて砕いたという。 300万人の民間人を保護して後方正域に到着したヤンを韓国が待っていた軍首脳部はヤンの沈着さと奉還さに流星雨のごとき賛辞を浴びせた彼らはそうせざるを得なかった敗北と逃亡しかも民間人を保護すべき軍隊が民間人を見捨ててという不名誉極まる汚名をすすぐには軍人の英雄が必要だったのだ ヤン・ン・ウェンリー中尉こそ自由惑星同盟の武人の鏡である正義と人道の輝ける戦士である全軍はこぞって若き英雄を称えよその年の標準歴6月12日午前9時ヤンは大尉に昇進した同日午後1時少佐の辞令を受けた。 聖者に二階級特進は許されないという軍旗が、この奇妙な処置を上層部に取らせたのだ。当人は周囲ほど浮かれる気にはならず、なんとね、と肩をすくめてつぶやいたきりだった。昇進に伴って給料が上がり、歴史に関する故障を変えるようになったことだけは嬉しかったが、しかしこの時ヤンは、 初めて傭兵に興味を持ったのである要するに34,000年前から戦いの本質というものは変化していない戦場に着くまでは補給が着いてからは指揮官の質が勝敗を左右する戦士の知識に照らし合わせて彼はそう考えた「優勝のもとに弱兵なし」とか「1頭のライオンに率いられた100頭の羊の群れは」 1> 1頭の羊に率いられた100頭のライオンの群れに勝つとか古来指揮官の重要性を強調した格言は多いのだ21歳の少佐は自分が成功ししたた。原因を誰よりりも知り尽くしていた帝国軍のみならず同盟軍も科学技術を盲信した結果レーダーに映るものは人工物ではないという固定観念にとらわれていたのだ。ここに、 策を用いいる隙が生じたた硬直した固定観念ほど危険ななものはない考えてみれば学生時代彼がワイドボーンにシミュレーションで勝利を収めたのも正面からの決戦に固執した相手の意表をついたからではなかったが「敵の心理を読む傭兵のポイントはここにある」そして戦場にあって完全に能力を発揮するには補給が不可欠だ。 極端なことを言えば、敵の本体を撃つ必要はなく、補給さえ立てばよい。戦わずして敵は引かざるを得ない。ヤンの父親は、金の重要性を断るごとに強調していたものだ。個人を軍隊に置き換えれば、金は補給になる。そう思えば、なかなか有益な源だったのだ。その後、ヤンは戦闘に参加すると、 度度に一度は気候を立てた。それに伴って中佐大佐と昇進し29歳で准将となった同僧のワイドボーンは少々だったただし彼は大佐の時成功法にこだわって敵の奇襲を受け戦死して2階級を特進していたのだそしてヤン・ウェンリーは現在アスターテ聖域にある。 突然のどよめきが環境をしたそれは明るいものではなかった偵察艇が急報をもたらしたのだ帝国軍は予想の忠域にあらず急進して第四艦隊と接触するならん何だとそんな非常識なありえんことだパエッタ中将の声は高くヒステリックな響きを帯びていた。 ヤンは自分のコンソールの上にに肩身狭そうに載っている書類を手に取った紙の書類だこれが古代中国人の手で発明されてから4,000年近く経過しているが人類は文字を記述するのにそれ以上のものをついに発明できなかったその書類はヤンが提出した作戦案だった彼はページをめくった。 ワードプロセッサーによる非個性的な文字の羅列が視界に飛び込んできた敵に積極的な意志があればこの状況を包囲される危機とみず分散した我が軍を格好撃破する好機と考えるであろうその時敵が最初に攻勢に出るのは正面に位置する第4艦隊に対してである第4艦隊は最も少数であって攻撃と勝利が容易であり それに勝利した後は、第2・第6両艦隊のいずれを次の標的とするか、選択権はなお敵の支柱にあるからである。これに対抗する手段は次の通りである。挑戦を受けた第4艦隊は軽く戦った後、ゆっくりと後退する。追尾する敵の後輩を第2・第6の両艦隊が撃つ。敵が反転攻勢に出れば、第2・第6の両艦隊は、 軽く戦いつつ交代。今度は第4艦隊が敵の後輩を撃つこれを繰り返し敵の疲労を誘い最終的に大い殲滅する極めて成功率の高い戦法だが留意すべきは兵力の集中相互連絡の密全身交代の柔軟性でありヤンは書類を閉じると視線を上げて天井の広角モニターを見合った 数億の星の群れが冷然と彼を見返した。若い潤将は口笛を吹きかけてやめると、何やら忙しく自分のコンソールを操作し始めた。2> 第2章アスターテ海戦同盟軍第4艦隊司令官パストーレ中将は、帝国軍艦隊急速接近の法にショックを受けた。 艦隊機関レオニダスのディスプレイスクリーン全体に人工の光点が群がり生じそれが一瞬ごとに明度を増しつつ拡大してくる見る者の鼓動を早め口の中を干上がらせる威圧感に満ちた光景だったこれはどういうことだ中将は指揮官席から身を起こしてうめいた。帝国軍はどういうつもりだ何を考えている 奇妙なな質問だと思っったたたもいたがその数は少なかった帝国軍の意図はその総力を挙げて第4艦隊を攻撃するにあるそれは明らかなはずであったが3方向から包囲されつつある敵がこれほど大胆に攻勢をかけてこようとは同盟軍首脳部は想像していなかったのである彼らの予測によれば包囲体制下に置かれた帝国軍は 多数の敵にに対する防御本能に身を委ね、戦線をを縮小させて密集体系を取るはずだった。それに対して同盟軍は3方向から同じスピードで殺到し厳重な包囲網を敷いて火力を集中させゆっくりとだが確実にその抵抗力をそぎ取っていけばよい156年前ダゴンの殲滅戦はそのように戦われ勝者たる二名将の黎明が 今日に伝わっているところがこの敵は同盟軍の計算に乗らなかったなんということだ敵の司令官は傭兵を知らぬこんな戦い方があるか愚かしいことを中将は口走った指揮官席から立ち上がり手の甲で額の汗を拭う1 6 5度 c に保たれた艦内で汗の吹き出すはずはないのだが。 かかどうなさいます。問いかける幕僚の声も抑制を欠いて上ずっているその口調が中将の勘に触った3方向からの分身攻撃こそ必勝の戦法であると唱えたのは彼ら幕僚団ではなかったのかそれが失敗した時の対策を立てる責任も当然彼らにはあるはずだった「どうなさいます」とは何事だ。 しかし怒りに身を任せていられる場合ではなかった帝国軍艦隊は2万隻同盟軍第4艦隊は1万2000隻である完全に予定が狂った3個艦隊の4万隻で2万隻の敵を包囲攻撃するはずであったのに圧倒的多数の敵と単独で戦わなければならなくなったのである 2> 第2第6の両艦隊に緊急連絡 α7.4β3.9γ-0.6 の中域において敵と衝突直ちに応援に来られた人を中将は命令したが機関レオニダスの通信長南技術少佐は絶望の動作と表情でそれに応じた帝国軍の放つ妨害電波が同盟軍の通信回路を貪欲に侵食しつつあったのだラインハルトが散布させた数万の妨害電波発生機が 宇宙空間を漂いながら効力を発揮していたでは連絡点を出せ両艦隊に2隻ずつだそう怒鳴る中将の顔をスクリーンから放たれた閃光が一瞬白く染め上げた敵の攻撃が始まり中性子ビーム砲が征射されたのだ膨大なエネルギーの放出とそれに伴う発光は兵士たちの眼底まで染色してしまうかと思わせる 虹にも似たきらめきが同盟軍艦隊の各所に生じていた敵のビームをエネルギー中和磁場が遮るその瞬間に生じるきらめきだ極小のエネルギー粒子が高速で衝突しともぐい現象を起こしているのだった中将は腕を大きく振って叫んだ戦闘集団迎撃せよ全艦総力戦用い パストーレ中将の命令を受信したわけではなかったが帝国軍総機関ブリュンヒルトの環境ではラインハルトがアイスブルーの瞳に霊長の波を揺らめかせて読後していた無能者め反応が遅い戦闘艇発進せよ、ドッグファイトに移るぞこの命令はファーレンハイト少将である先手を取った自信が加わって 彼の表情と声に鋭い正気をみなぎらせていた金髪の小僧の功績になるにしてもとにかく勝つことだ巨大な母艦から X 字翼の短座式戦闘艇ワルキューレが次々と発進する超高速で宇宙空間を疾走する母艦から切り離された時点で艦性によってすでに母艦以上の速度に達しており滑走路やカタパルトは不要なのだ ワルキューレは小型であるから火力は落ちるが運動性に富みドッグファイトにおいて大いに効力を発揮するワルキューレに対応する短座式戦闘艇は同盟軍にもありスパルタニアンと称されていた各所に核融合炉爆発の閃光が走り解放されたエネルギーの乱流が無秩序なうねりで両軍艦艇を揺り動かすその中を新たなエネルギーの束が切り裂き それを飼いくぐってワルキューレが飛翔する銀色に輝く四枚の翼を持った死の天使だ同盟軍のスパルタニアンは格闘戦能力においてワルキューレに劣るものではなかったが起戦を制された不利は大きく母艦から離脱する瞬間を狙撃されては乗員ろともビームで粉砕されていった戦闘開始後一時間 帝国軍ファーレンハイト部隊の苛烈な攻撃によって第4艦隊戦闘集団はほとんど壊滅状態になっていたた隻のの中戦闘にに参加しているものは2割に満たない核融合炉爆発を生じて蒸発した艦爆発は免れたものの大破して戦闘続行不能となった艦艦隊の損傷は軽いが乗員の大半を失って虚しく宙を漂流している艦 惨憺たる状態で戦線崩壊までは半歩の距離もないものと思われた戦艦ネストルに至っては損傷部分は艦艇のただ一箇所に過ぎなかったが艦内に侵入して炸裂した中性子弾頭が荒れ狂う殺人粒子の破綻を生んで全艦を接見し一瞬にしてこの巨艦を将兵660名の棺にしてしまったこのため乗員を失ったネストルは 甲中市の定めた最後の進路を守って惰性の見えざるレールの上を突進し領艦レムノスの艦守をかすめたそれはレムノスの全部手法が敵艦めがけて征射された瞬間であったネストルは至近距離から甲子砲を撃ち込まれ一瞬の後音もなく爆発した不運なレムノスも直ちにその後を追った核融合炉爆発のエネルギーが 中和磁場を突き破ってレムノスの艦隊を直撃したのである白色の閃光がソーセージのように連鎖して生じそれが消え去った後には無機物の一かけらさえ残らなかったのだレムノスの乗員は両艦を消滅させた褒美として死を与えられたのだった何をやっとるのだその声はパストーレ中将であり 何をやっていやがるとつぶやいたのはファーレンハイト少将であった両者とも機関のスクリーンを通してその光景を眺めていたのである一方は絶望と焦りの叫びであり他方は余裕に満ちた長老だったその差は同時に戦況の差であったこの時同盟軍第2第6両艦隊は かろうじて知った事態の急展開に驚きながらも当初の作戦を変更する決心がつかぬまま以前と同じ速力で戦場へ進みつつある第二艦隊司令官パエッタ中将は機関パトロクロスの指揮官席に座って他人から見えぬところで貧乏ゆすりをやっていた焦燥官が彼の膝を簡単なく揺さぶっていたのだ指揮官の審理が部下に投影し 環境内の空気は帯電しているかのようだったそんな中でただ一人落ち着いた表情の者がいることに中将は気づいた一瞬ためらった後声をかけるヤン准将、はい機関はこの時代をどう見る意見を言ってみたまえ自席から立ち上がったヤンはまたベレー帽を脱ぎ 黒い頭髪を軽く片手でかき回した敵が格好撃破に出てきたということでしょうまず最も少数の第四艦隊を処理にかかったのは当然の策です彼らは分散した同盟軍の中から当面の敵を選択する権利を行使したわけです第四艦隊は持ちこたえることができるだろうか両軍は正面から衝突しましたということは 数において相手を上回り、しかも起戦を制した側が有利になります。ヤンの表情も声も淡々としていた。それを見ていたパエッタ中将は、苛立たしさを振り払うように手を開閉させた。とにかく戦場に急行して、第四艦隊を救援しなくてはならん。うまくいけば帝国軍の即敗を突くことも可能だろう。そうすれば一挙に戦局は有利になる。 おそらく無益でしょう。ヤンの声はやはり淡々としていたのでパエッタ中将は危うく聞き流してしまうところだった中将はスクリーンに向きかけた顔を再び若い幕僚に向けたどういう意味だ我々が到着した時戦闘はすでに終わっています敵は戦場を離脱し第2第6の両艦隊が合流するより早く どちらかの即敗に回って攻撃をかけてくるでしょうそして少数の第6艦隊が狙われることはほぼ確実です我々は先手を取られしかも現在のところ取られっぱなしですこれ以上敵の思惑に乗る必要はないと考えますがではどうしようというのだ手順を変えるのです第6艦隊と戦場で合流するのではなくまず一刻も早く第6艦隊と合流し その中域に新戦場を設定します両艦隊を合すれば2万8000になりそれ以後は5分以上の勝負を挑むことができるでしょうすると君は第4艦隊を見殺しにしろと言うのか中将の口調には避難の意思が露骨だったあまりに冷徹なことを言うと思ったのである今から言ってもどうせ間に合いません 中将の真理を知ってか否かヤンの口調はそっけないしかし友軍の危機を放置してはおけん中将の声にヤンは軽く肩をすくめたでは結局三艦隊いずれもが敵の格好撃破戦法の工事となってしまいますそうとは限らん第四艦隊とてむざむざ破れば済まい彼らが持ちこたえていれば 無理だと宣告も申し上げましたがヤンょ将、現実は機関の言うような計算だけでは成立せんのだ。敵の指揮官はローエングラム博だ。若くて経験も少ない。それに比べてパストーレ中将は百戦錬磨だ。司令官閣下、経験が少ないとおっしゃいますが、彼の戦略構想は。もういい、じ将 に,がに,がしげに中将は遮った彼の好みの回答をしようとしないこの若い幕僚に不快感を覚えずにいられなかったのだ中条は座るようやんに身振りで示すとスクリーンに顔を向けた開戦後4時間同盟軍第4艦隊はすでに艦隊と呼称できる存在ではなくなっている整った戦闘体系はない 統統一された式系統もない各所に寸断され孤立させられ各艦単位の絶望的な抵抗が散発するだけとなっていた機関レオニダスは巨大な金属の塊とかして虚空をさまよっているその艦内にはすでに生命は存在しなかった司令官パストーレ中将の肉体は環境部が敵の集中砲火を受けて外角に大きな亀裂が生じた瞬間 内外の気圧差によって真空中に吸い出されていたその死体がどのような形になってどこの空間を漂っているか誰も知らない一方ラインハルトはこの段階における完全な勝利をつかんだことを知っていたメルカッツから通信スクリーンを通じて報告がもたらされた組織的な抵抗は終わりました以後総統戦に移ることになりますが 無用だ。ほメルカッツは細い両岸を一層細めた戦いは3分の1が終わったばかりだ斬敵など放置しておいてよい次の戦闘に備えて戦力を温存しておくことだ追って指示を出すそれまでに体型を整えておけわかりました司令官閣下重々しくうなずくとメルカッツの姿は 通信スクリーンから消えた。ラインハルトは赤毛の高級服官を帰り見た。少しは態度が変わったな、彼も。ねえ、変わらざるを得ないでしょう。初戦におけるこの勝利は大きい、とキルヒアイスは思った。ラインハルトの戦略構想が功を奏したことを、諸帝徳も認めざるを得ないし、兵は活気づく。 敵は必勝の態勢を破られて動揺するだろう次に左右どちらの艦隊を攻撃すべきだと思うキルヒアイスどちらの側敗に回ることも可能ですがお考えは決しておりましょうまあな右方に位置する第六艦隊の方が兵力が少のうございますねその通りだ金髪の若い指揮官の口元に 会心の微笑が浮かんだ敵が予測しているかもしれませんそれだけがいささか心配ですがラインハルトはかぶりを振ったその恐れはないそれと察していれば分身攻撃戦法を続行したりはしないだろう可能な限り早く合流を図るはずだ合計すればまだ我が軍よりはるかに優勢なのだからなそれをしないのは 我が軍の意図を未だに了解していない証拠だ。敵第六艦隊の右側背に回って攻撃をかける。何時間ほど必要だ。四時間弱です。こいつ、もう計算していたな。ラインハルトはもう一度にこりと笑った。笑うと少年の表情になる。だがたちまち微笑を消したのは、彼を凝視するいくつかの視線に気がついたからであった。 キルヒアイス以外のものに対してはラインハルトは容易に笑顔を見せないその胸を全艦隊に伝達しろ時計方向に進路を変更しつつ進み敵第六艦隊の右側背から攻撃するかしこまりましたキルヒアイスは答えたが何か言いたげに金髪の上官を見ているラインハルトは不審そうに眉を寄せて相手を見返した。 何か意義でもあるのかいえそうではありません時間的余裕がありますし兵士たちに休息を取らせてはいかがかと思いますがああそうだな気づかなかったラインハルトは兵士に1時間半ずつ2交代で休息させその間に食事とタンクベッド入りを済ませるよう命令を伝達させたタンクベッドとは軽いプラスチック製の密閉式タンク内に 水深3 0センチの濃い塩水をたたえたもので水温は 32°C に保たれているこの内部に体を横たえて浮かんでいると色彩高熱音響など外界の刺激から隔離され完全に静温な状態に置かれる1時間後タンク内で過ごした場合心身のリフレッシュ効果は8時間の熟睡に匹敵するといわれる 戦闘で心身を消耗させた兵士たちを短時間で回復させるのにこれ以上の存在はない小部隊でタンクベッドの設備を欠く場合覚醒効果を持つ薬剤を使用することがあるがこれはしばしば人体に危険を及ぼすだけでなく軍隊組織そのものに悪影響がある薬物中毒の兵士など人的資源として全く価値がないのだしたがってこの手段が用いられるのは 最悪の場合である負傷者に対する治療も行われた電子が人体細胞を活性化させ自然治癒能力を飛躍的に高めることは西暦1900年代の末には広く知られていたそれにサイボーグ技術の発展が加わり軍医の手にかかることができれば9割は命が助かるという時代に今日ではなっている。無論 死んだ方がましな状況を完全に追放することは不可能なのだがともかく帝国軍の兵士たちには一時の平安が訪れていた各艦内の食堂には陽気な喧騒が渦巻いているアルコールは禁止されていても戦闘と勝利による名帝官が兵士たちを支配し料理の味を実際より良くしていた「うちの若い司令官もなかなかやるじゃないか」 という囁きが交わされる美貌が取りえの飾り人形と思っていたがどうして大した戦略かだ大昔のウッド提督以来かもしれんな誰のために何のためにみもしらの相手と殺し合うのかという疑問はその時兵士たちにはなかった生き残ったことと勝ったことと彼らは単純に喜んでいたしかし 数時間後には生き残った彼らのうち幾人かが新たな死者の列に加わらねばならないのだ4時半の方角に寛永見湯識別不動公衛部隊の駆逐艦から報告を受けた時同盟軍第6艦隊司令官ムーア中将は爆僚弾とともに食事の最中だったグルテンの割裂に入れたナイフをそのままに 中条は環境からの連絡士官を不機嫌な目つきでにらみつけたナイフより鋭い視線を突き込まれて士官は内心おびえたムーア中条は合法だがそやな人物として世に知られていたのだ4時半の方角だと中条の声はその目つきにふさわしいものだったははい4時半の方角です 敵か味方ままだ判別できほうどちらの4時半だ午前か午後か嫌味を言いながらもムーアは食事を中断して士官食堂を出た慌てて続く幕僚たちを顧みるとたくましく盛り上がった肩を揺すってみせるうろたえよって敵が4時半の方角にいるはずがないではないか 敵は我々の行く手にいるのだからな大声で中将は言った我々は戦場に急行している必ずや第二艦隊も同様の行動をとっているに違いないそうであれば敵を左右から攻撃できる勝つ機会は十分にあるのだいや必ず勝つ数から言っても体勢から言っても ですか閣下中将の雄弁を遮ったのは幕僚の一人ラップ少佐だった油に汚れた口をハンカチで拭っているなんだ敵は戦場を移動したのではありませんかどうもそう思われますが第4艦隊を放置してか申し上げにくいことですが第4艦隊はすでに敗退したと召喚は予測します 中将は太すぎる眉をしかめた。大胆で、しかも不愉快な予想だな、少佐。油で口が滑らかになったと見える。赤面して、ラップ少佐はハンカチをしまった。一度はその時、館内ベルトウェイに乗って環境に到着していたが、不意によろめきそうになった。 ほんの一瞬重力制御システムに修正のタイムラグが生じたためである急激な方向転換を余儀なくされたからであったがエネルギー測定装置は艦を破壊するに足る指向性エネルギーを外角のすぐそばに感知していた右後輩より敵襲第六艦隊の通信回路は驚愕の悲鳴に満ちたがたちまち雑音に取って代わられた士官たちは立然とした 通信の混乱こそ敵が至近距離に位置するという事実の雄弁な証明だったからであるムーア中将の叱咤は半分自分自身に向けたものだった事態を甘く見ていたことに対する後悔が中将の分厚い方をしたたかにひっぱたいていた艦隊後衛には最新鋭の艦艇を配置していなかったのだ 後輩からの奇襲には到底耐えられないであろう後輩に帝国軍がいるということは第4艦隊は敗れ去ったのかそれとも帝国軍が豊富な別動隊を用意していたのだろうか迎撃せよ訪問開け心に混乱を生じながらその混乱を整合せぬままに中将は最低限度の命令を下した。 老廉なメルカッツ大将の指揮する帝国軍は生前たる攻撃体系を取って同盟軍第6艦隊の右後輩から襲いかかっていた中性士ビーム砲が三千たる死の閃光を投げつけ同盟軍老朽艦の出力の弱い磁場を突き破って艦隊を差し貫くめくるめく火球がや闇の中に誕生しては消え去っていく情景をメルカッツはスクリーンを通して見守っていた。 40年間見慣れてきた光景であるがこの時の彼には今までにない考えがあったメルカッツはもはやラインハルトを単なる金髪の陶器人形とは見ていなかった初戦の勝利はまぐれではない正確な洞察と判断をもとに大胆な発想転換が行われたその正当な結果だった三方からの包囲を受けながら 包囲されるより早く格好撃破の策に出るとは自分にはとてもできないことだ古くからの戦友たちも同様だろう印習にとらわれない若者だからこそ可能だったのだもはや我々のような老兵の時代は去ったのかもしれないふとそういうことまで考えたその間にも戦闘は苛烈さを増している 帝国軍は霧をもみ込むように同盟軍の隊列に浸透し砲戦においてもドッグファイトにおいても優位に立ちつつあった全軍が勢いに乗り戦線の有利さを十分に生かしているようだ同盟軍も必死の反撃を示してはいるが指揮官自身が混乱から立ち直れないでいる以上大した効果は望めない全艦隊反転せよムーア中将は 環境中央の床に仁王立ちになって叫んだようやく意を決したのだそれまではやたら怒鳴っていただけだった「閣下反転させても混乱が生じるだけです」「時計方向に進路を変えながら全速前進し逆に敵の後輩に付くべきだと思いますが」「ラップ少佐の提案は中将の巨体にぶつかって虚しく弾き返された」 敵の後輩に着くまでに味方の大半がやられてしまう反転攻撃だですが黙っておれムーア中将は慢心を震わせて怒号し少佐は口を閉ざした上官が冷静さを変えていることをはっきりと悟ったからである第六艦隊機関テルガモンの巨体が反転を開始すると 皇族の初艦艇もそれに習った。だが戦いつつ反転するのは容易ではないロレンナ・メルカッツはすかさず敵の混乱に乗じた帝国軍のビーム砲は流星雨にも似た光の束を叩きつける各所で過負荷状態になったエネルギー中は磁場が引き裂かれ同盟軍の艦艇は破壊されていった旧戦場におけるエネルギーの怒涛が 新戦場でも再現されつつあるそれに翻弄されるのは同盟軍の艦艇ばかりであるようにムーア中将にもラップ少佐にも思われた小型艦艇多数本艦に急速接近オペレーターが叫ぶスクリーンの一つにワルキューレの大軍が映っていたがその姿はたちまち複数のスクリーンの画面を占拠した軽快な運動性を誇示しつつ 至近距離からビームを打ち込んでくるドッグファイトだスパルタニアンを発進させろこの命令も遅きに失したスパルタニアンが母艦から離脱する瞬間をワルキューレは待ち構えている上皇が無慈悲にほとばしると同盟軍の戦闘艇は投資する権利すら与えられず下級と化して試算するのだった司令官 オペレーターがスクリーンの一つを指し示した帝国軍の戦艦が肉薄しているその背後にもさらにその背後にも重なり合うかのように敵の官営が見えた威圧感が環境内にみなぎったペルガモンは今や獣医の中にある発光信号を送ってきていますオペレーターが囁くように報告した 解読してみろムーア中将が沈黙しているのでラップ少佐が促したその声も低く乾いている解読します機関は完全に包囲せられたり脱出の道なし降伏せよ寛大なる処遇を約束する解読が繰り返されて終わると無数の視線と無数の沈黙がムーア中将の巨体に突き刺さった そのすべてが司令官に決断を促している幸福だと埋めいた中将の顔はドス黒く変色していたいや俺は無能であっても卑怯者にはなれん20秒後白い閃光が彼らを包んだ。 蓄積された不安が飽和状態に達しようとしている同盟軍第2艦隊機関パトロクロスの環境は見えない雷軍に支配されていたいつ強烈な放電が襲いかかってくるか第1級臨戦態勢の発令で全員がスペーススーツを着用していたが不安はスーツを投下して彼らの皮膚を鳥肌立たせている第4艦隊も第6艦隊も全滅したらしいぞ。 我々は孤立している今や敵は我が部隊より数が多い情報が欲しいどうなっているんだ現在の状況は死後は禁止されているしかし何か喋っていないと不安に耐えられない彼らだったこんなことは予定になかった半数の敵を三方から包囲撃滅し干渉の外貨を上げるはずではなかったのか敵艦隊接近します 突然、オペレーターの声がマイクを通して環境内に響き渡った方角は1時から2時ヤンはつぶやいたその毒後に次の報告が答えた方角は1時20分深く11度急速に接近中期間パトロクロスの環境をわしづかみした緊張にヤンは堪応しなかった予測していた通りである 帝国軍は同盟軍第6艦隊の右側背から左前面へ抜け自然なカーブを描きながら最後に残った第2艦隊へと矛先を向けたのだ第2艦隊が直進する以上帝国軍が1時から2時にかけての方角に出現するのは当然である戦闘準備パエった中将が指令する遅いなとヤンは思う 敵が来るのを待って応戦するのは正当的な戦法ではあるが今回の場合思考の硬直性を指摘せざるを得ない打つべき手もそのための時間もあったはずだ急速移動して敵の背後を突き第6艦隊と呼応して攻撃するのは不可能ではなかった戦う以上犠牲が皆無ということはありえないだが同時に 犠牲の増加に反比例して戦勝の効果は減少するこの双方の命題を両立させる点に傭兵学の存在意義があるはずだつまり最小の犠牲で最大の効果をということであり冷酷な表現を用いればいかに効率よく味方を殺すかということになるであろう司令官はそれを理解しているのかなとヤンは疑った。 すでに生じた犠牲は仕方ない本来仕方ないで済ませられる問題ではなく軍首脳は自分たちの作戦式の切裂さを恥じなければならないところであるしかしそれは全てが終結してからであり現在心せねばならないことはミスの拡大再生産を防止し災いを転じて服となすべく工夫することだ後悔して戦死した将兵が復活するものなら キロリットル単位の涙を流すのもよかろう。だが、結局、それは悲壮ごっこに過ぎないではないか。全艦隊、訪問開けその命令と、どちらが先か判じがたい。網膜を焼き尽くすかと思われるほどの閃光が、環境にいる全員の視力を奪った。半春の差を置いて、 パトルクロスの艦隊が炸裂するエネルギーに突き上げられ、あらゆる方向に揺すぶられた。悲鳴と土星に転倒と衝突の音が重なった。ヤンも転倒を免れなかった。背中を強打して呼吸が止まる。周囲で入り乱れる音や声、強烈な空気の流れをヘルメットの通信装置に感じながらヤンは呼吸を整え、 見えない目に手のひらを当てて今さらのようにかばった誰を責めるべきかスクリーンの入行量さえ調整してなかったとは許し難い失態だこんなことが重なっては負けない方が不思議であるこちら後部砲塔。丁佳を応答せよどうか指令を機関室こちら機関室佳境応答願いしますヤンはようやく目を開けた 視界全体にエメラルド色のモヤがかかっている。半身を起こして、そばに転がっている人間に気がつく。濃い色調をした粘りのある液体が口元から胸にかけて、その体を覆っている。そうしれか。つぶやいて、ヤンは中将の顔を覗き込んだ。両足を踏みしめて立ち上がる。壁面の一部に裂け目が入り、気圧が急低下している。 磁力ののスイッチを入れれてていいなかかったものが幾人か吸い出されてしまったようだしかしその裂け目は自動修復システムの作業銃が吹きつける接着剤の霧によって急速に塞がれつつあるほとんど立つもののないありさまになった環境内を見渡しスペーススーツの通信装置が機能していることを確認するとヤンは指示を下し始めたパエット総司令官が負傷された。 軍に及び看護兵は環境に来てくれ運用士官は直ちに艦隊の被害状況を調べて修復せよ報告はその後でよし急いでくれ公部砲塔はすでに全艦隊が戦闘状態にある以上特に指令の必要はないはずだ与えられた任務を果たせ機関室は何か環境の状況が心配だったのですこちらは損害ありませんそれは良かった声に多少の皮肉があった この通り環境は機能している安心して任務に専念してほしい再び環境内を見渡す誰か士官で無事なものは私は大丈夫です順庄いささか危ない歩調で一人が近づいてきた君はえっと爆僚チーフのラオ少佐ですスペーススーツのヘルメットから覗く目と鼻の小さな顔は ヤンと同年配のようだったそれに2名の甲虫師1人のオペレーターが手を挙げて立ち上がったがそれだけである他にはいないのかヤンはヘルメットの上から頬をたたいたこれでは第二艦隊首脳部は全滅に等しい軍医と看護兵の一団が駆けつけてきた手際よく耐えた中将を診察し敷卓の角で胸を強打した時 折れたた肋骨が肺に刺さったのだと告げる。よほど運が悪かったのですなといらざる感想を述べたその逆にヤンが運が良かったことは否定できないヤン淳将。純心身双方の苦痛に責められながら帰った中将が若い幕僚を呼んだ君が艦隊の指揮を取れ私がですか 健在な士官の中で、どうやら君が最高位だ。与陛下としての君の手腕を。声が途切れ、中将は失神した。軍医が救急用ロボットカーを呼んだ。高く評価されてますね。ラウ少佐が感心した。そうかな。中将とヤンの意見対立を知らないラウ少佐は、 その返答にに不なな表情になったヤンは通信版に歩み寄り「灌外通信」のスイッチを入れた人間より機械の方が安全に作られているようだ全艦隊に告げる私はパエタ総司令官の自席幕僚准潤だヤンの声は虚無の空間を貫いて走った機関パトロクロスが被弾しパエタ総司令官は重傷を負われた 総司令官の命令により私が全艦隊の指揮を引き継ぐここで一呼吸を置いて味方が驚愕から解放されるだけの余裕を与える心配するな私の命令に従えば助かる生還したい者は落ち着いて私の指示に従ってほしい我が部隊は現在のところ負けているが要は最後の瞬間に勝っていればいいのだおやおや自分も偉そうなことを言っているな。 ヤンは苦笑したが内心だけのことで表面には出さなかった指揮官たる者は当人はうなだれていても影だけは胸を張っていなければならない負けはしない新たな指示を伝えるまで各官は格好撃破に専念せよ以上だその声は帝国軍にも傍受されていた機関ブリュンヒルトの環境で ラインハルトが形のいい眉を軽く釣り上げた「負けはしない自分の命令に従えば助かる」か随分と大現総合吐くやつが反乱軍にもいるのだな長編に似た冷たい輝きが両岸に宿ったこの後に及んでどう劣勢を挽回する気でいるのだフん、まあいいお手並み拝見と行こうか。 キルヒアイス。はい。戦列を組み直す。全艦隊、防水陣形を取るよう伝達してくれ。理由はわかるな。中央突破をなさるおつもりですか。そうだ。さすがだな。キルヒアイスを返して、ラインハルトの指令が、帝国軍全艦隊に伝えられた。ヘルメットをかぶってなければ、 ヤンはベレーを取って黒い頭髪をかき回したいところだった兵力に大差のない場合攻勢に出る側にとって有効な戦法は中央突破ないし反方位である多分より積極的な方を選択してくるだろうと彼は予測していたどうやらそれは的中したらしいラオショさんは司令官代理殿敵は防水陣形を取りつつある 中央突破を図る気だ中央突破を第4第6艦隊を撃滅して士気が高まっている帝国軍としては当然の戦法だろうな論評するヤンをラオ少佐は心細げに見合ったその表情に代表される同盟軍の弱気こそ帝国軍の積極戦法の成果なのだとヤンは思うどう対処なさるおつもりで 対策は考えてあるしかし味方にどうやって連絡なさいますか通信だと敵に傍受される危険がありますし発行信号でも同様です連絡艇では時間がかかりすぎます心配ない複数の通信回路を使って各艦に戦術コンピューターの C4 回路を開くようそれだけを告げればよいそれだけなら傍受したところで敵には判断できないだろうすると司令官代理閣下は「 すでに作戦を考案されて情報をコンピューターにインプットされておられたのですか戦闘開始よりずっと前に無用になっていればよかったのだがね多少弁解じみた口調だったかもしれなかったトロイの王女カサンドラ以来敗戦の預言者は白眼視されるものと相場が決まっているそれよりも早く指示を伝えてくれ ラオ少佐は補充された通信士官の席へ小走りにかけていった無事だった5人だけでは環境を運営するのは不可能なので艦内各部署から10人ほどの人数を招集したのだもともと軍艦に余剰人員などないので手薄な部署が出てくることになるがやむを得なかった帝国軍は悠々と防水陣形を整えると前進を開始した。 同盟軍は放火でこれを迎えたが帝国軍は意に返しない双方の距離が狭くなるにつれほとばしるビームは無数の格子模様を織り出したハーレンハイトの指揮する帝国軍戦闘集団は速度を緩めず同盟軍の陣列に突入してきた「敵全艦突入してきます!」オペレーターの声が高く鋭いヤンは天井のパネルを仰ぎ見た そこには270度の広角モニターが埋め込まれている加速的に接近する敵影には踊りかかってくるという印象があるダイナミックで鋭い動きだそれに比べると迎撃する同盟軍の動きが鈍く制裁を欠くように見えるのはやむを得ないことだろうさてどうなることかヤンは指揮官席で腕を組んだ 彼は外見ほど平然としていたわけではなかった現在のところ敵の行動はヤンの予測を超えてはいない問題は味方の行動である彼の作戦に従って動いてくれればよいが一歩誤れば収拾がつかなくなり全軍改装という事態になるであろうその時はどうする頭をかいてごまかすさヤンは自分自身にそう答えた すべてを予測することはできないし無臭の行動をとることもできない自分の能力を超えたことにまで責任は持てないのだ天井のパネルが脈動する光に覆われている今や戦艦「パトロクロス」は炸裂する攻防の渦中にあった前後に左右に上下に襲いかかるビームは槍というより棍棒の太さだ パトルクロス自身も訪問を開いて死と破壊の息吹を敵に叩きつけている人的あるいは物的なエネルギーの莫大な消費がここでは勝利と生存への道として正当化されていた「敵戦艦接近」関係から見て「ワレンシュタインと思われます」「ワレンシュタインは艦隊にすでにかなりの損傷を受けていた砲火の中を諸突してきたようであった」 還元した主砲が正面からパトロクロスを狙ったがパトロクロスの反応がこの時は迅速だった主砲戦車目標臨時に砲術長を兼ねるラオ少佐の命令であるパトロクロスの全部主砲が一斉に忠誠子ビームを吐き出しワレンシュタインの艦隊中央部を直撃した帝国軍の巨大な戦艦は一瞬苦悶にのたうった後、 音もなく試算したヤンのヘルメットの通話回路に歓声が反響したがその末尾は新たな驚愕のうめきに変わった純白に輝く核融合爆発の渦巻きを呆然と突破して次の敵艦ケルンテンが異様を表したのだ帝国軍の重厚な陣容と戦意の高さをヤンは改めて確認した 戦意の高さが圧倒的な勝利によってもたらされたものであることは明白である「自分は名将の誕生する瞬間を見ているのかもしれない」という思いがヤンを捉えた「知将と呼び猛将という」「それらの区分を超えて部下に腐敗の信仰を抱かせる指揮官を名将と称する」とヤンは司書で読んだことがあった。 ローエングラム博ラインハルトはまだ若いはずだが少なくとも名将になりつつある同盟軍にとっては脅威であり帝国軍の旧勢力にとってもおそらくそうであろうヤンは足を組み直し自分が歴史の流れの中に佇たずんでいるであろうことに軽い満足を覚えたその間にも戦場の様相は刻々と変化を示している。 ケルンテンとパトロクロスは砲火を交えたが、互いに致命傷を与えないまま、混戦の中で離れ離れになっていた。戦術コンピューターがモニターに映し出す戦場の疑似モデルに、ヤンは視線を向けた。単純化された図形が両軍の配置と戦況を示している。時より逆方向への小さな波動を交えながら、全体としてそれは帝国軍の前進、 同盟軍の交代という形を見せていたその動きが次第に速度を増した帝国軍が一段と前進し同盟軍が一段と後退する逆方向への小さな波動が消え去り疑似モデルの映像は一層単純化されそれだけに効果は増幅された誰の目にも帝国軍が勝利の手を同盟軍が敗北の王をそれぞれ掴みそうに見えた どうやら勝ったな。ラインハルトはつぶやいた。中央突破策は功を奏しつつあるようだった。一方、ヤンもラオ少佐に向かってうなずいていた。どうやらうまくいきそうだな。やれやれという安堵の言葉は声にしなかった。味方が彼の指示に従順であるか否か、ヤンはそれを心配していたのだ。 立案したた作戦自自体には自信があったこの段階に至ってもはや勝利はないしかし負けずに進むということは可能なのだただし作戦通りに味方が動けばであるがが強くヤンごとき弱敗に従うのを潔しとしない部隊指揮官もいるに違いないが彼らとしても他に有効な作戦案を持たない以上ヤンの指令を入れるしかないのであろう。 忠誠心というより生存への欲望がそうさせたのであってもヤンには一向に差し支えないことだったラインハルトの顔にかすかな困惑の色が漂い始めた彼は席から立ち上がり敷卓に両手をついて天井のスクリーンをにらみつけた苛立たしさが彼の体内に湧き出していた味方は前進し敵は後退している。 中央突破攻勢をかけられて同盟軍は左右に分断されつつあるスクリーンに映る光景も戦術コンピューターがモニターに再構成する疑似モデルも戦闘集団からの戦況報告も全て同一の事態を告げていたにもかかわらずラインハルトの胸中には円雷がかすかに響き始めている何かたちの悪い呪術にかかったような不快感に 神経が侵されるのを彼は自覚した彼は左手で作った拳を口に当て人差し指の第二関節に軽く歯を立てたその瞬間彼は理由もなく敵の意図を悟ったしまったその低いうめきはオペレーターの叫びに押されて誰の耳にも届かなかった敵が左右に分かれました これはなんと我が軍の両側を高速で逆進していきますキルヒアイス驚愕のどよめきの中でラインハルトは赤毛の副官を呼んだ知ってやられた敵は両手に分かれて我が軍の後輩に回る気だ中央突破戦法を逆手に取られてしまったチキシ金髪の若者は敷田区に拳を叩きつけた どうなさいます。反転迎撃なさいますかキルヒアイスの声は沈着さを失っていないそれは一時的に激光した上官の神経を鎮静させる効果があった冗談ではない俺に低能になれと言うのか敵の第四艦隊司令官以上のでは前進するしかありませんねその通りだ ラインハルトはうなずき、通信士官に命令した。全艦隊全速前進逆進する敵の後輩に食らいつけ方向は右だ急げ三十分後、双方の陣形は和上に連なっていた。それは奇妙な光景だった。同盟軍の戦闘集団は帝国軍の後尾に猛攻を加え、 帝国軍の戦闘集団は二股に分かれた同盟軍の一方の交尾に襲いかかっている。光り輝く二匹の長大な蛇が互いに相手を尾から飲み込もうとしているように、宇宙の深淵の彼方からは見えたかもしれない。こんな人形は初めて見ます。モニターの擬似モデルを凝視していたラオ少佐がヤンに向かって胆声を漏らした。 そううだろうね。私もさヤンは言ったが後半は嘘である人類が地球という辺境の惑星の地表だけで生活していた当時このような人形が戦場に生まれたことは幾度もあった今回のローエングラム博の卓抜な傭兵にしても地上では洗礼がある古来高か不高か戦乱の時代には必ず それまでの傭兵思想を一変させる軍事的天才が登場しているものだなんたる無様な人形だブリュンヒルトの環境では噴撃の叫びが上がっていたこれでは消耗戦ではないかラインハルトは声を抑えて苦々しくつぶやいた彼のもとに高級指揮官戦死の方が届いていた ベルラッハ少将が「上官ろとも吹き飛んだのである「前則前進」というラインハルトの指令を無視し同盟軍を反転迎撃しようとして回凍中に中性子ビーム砲の直撃を受けたのだった背後から敵に肉薄されているのにその眼前で艦を解凍しようとは何たる低能か自業自得だとはいえ 帝国軍の勝利に市松の影が落ちたことは否めないこれが消耗戦であることは仕掛けたヤンの方は最初から承知していた帝国軍の指揮官ローエングラム博は愚かではない流血と破壊を増大させるだけの不毛な戦闘を続けることはないだろう敵をその決断に追いやるためのこれは作戦だったもうすぐ敵は引き始めるだろう ラオ少佐にヤンは言ったでは追撃するのですかやめとこう若い指揮官はかぶりを振った敵に呼吸を合わせてこちらも引くんだここまでが精一杯だよこれ以上戦闘を続けるのは無理だブリュンヒルと環境でも会話が交わされているキルヒアイスどうもそろそろ 潮時でではないでしょうか控えめだが明確な返答があった「お前もそう思うか」「これ以上戦っても双方とも損害が増すばかりです戦略的に何の意味もありません」「ラインハルトは転倒したが若々しい方の辺りに釈然としない色が漂っている理性が納得しても感情が満足していないのだ」 悔しいいと思いですか。そんなこともないがもう少し勝ちたかったな我僚転生を欠いたのが残念だ「この人らしい」とキルヒアイスは思わず口元をほころばせかけた2倍の敵に三方から包囲されながら格好撃破戦法で二個艦隊を全滅させ最後の敵には後輩に回り込まれながら互角に戦ったのです十分ではありませんか これ以上をお望みになるののは、いいいささか欲が深いというものです。分かっている後日の楽しみというものがあることもなやがて両軍は放火を交えつつも次第に陣形を横に開き互いに距離を置き始めたそれに伴って放火も静まり放出されたエネルギーの密度が急速に薄まってゆくやるじゃないか。 ななかなかラインハルトの声にはいまいましさと称賛の念が溶け合っていた金髪の若い指揮官は何か考え込みやや間を置いて副官を呼んだ敵の第二艦隊の指揮官途中から権限を引き継いだ男だ何と言ったかなヤン殉相でしたそうヤンだその男に俺の名で伝文を送ってくれ キルヒアイスはニコリとしてどのような文章を送ればよろしいでしょう機関の優先に敬意を表す再選の日まで送検なるそんなところでいいだろうかしこまりましたキルヒアイスが通信士官にラインハルトの命令を伝えると相手は軽く首をかしげたキルヒアイスは人好きのする微笑をたたえた機関と同様 こんなな手手いい相手とはもうやりたくないね。楽に勝てる方がいい賞賛すべき的に出会うよりもまったくですな通信士官はうなずいたラインハルトの新たな命令が響いたオーディンに帰還するぞ全艦隊隊列を整えろ途中でイゼルローン要塞に寄港すること 早急に敵味方の損害を算出することなどの命令を付け加えるとラインハルトは指揮官席の背を倒し休憩の天井にほぼ整体する姿勢で目を閉じた「意識の水面下から疲労が歌方のように上昇してくるのを感じる」「少しの時間なら眠ってもいいだろう」「本格的なものではない」「何かあればキルヒアイスが起こしてくれるはずだ」 キロの設定は完成広報システムに任せておけば良いことだし敗軍の将には部隊運営を下級指揮官に委ねて睡眠を取るような贅沢は許されなかった最大の任務は廃山兵の収容であり第4・第6両艦隊の生存者を求めて戦場を駆け回らなければならなかった何でもそうだが事後処理が最大のロー苦なのだ スペーススーツのヘルメットを脱いで紙コップからプロテイン入りのミルクを飲みながらヤンは思った自席爆いえ司令官代理殿帝国軍から入電しておりますがそう告げに来たラオ少佐の顔いっぱいに好奇心があふれている今回の戦闘は最初から最後まで異例のことばかりだとその表情が語っていた伝聞か はあでは読みます「期間の優先に敬意を表す」「再戦の日まで創建なれ」「銀河帝国軍上級大将ラインハルト・フォン・ローエングラム」以上です「優先」と表してくれたか恐縮するね「今度会ったら叩きき潰してやるぞ」ということだなヤンはそう了解したい。 父と称すべきであろうが、反感をそそられはしなかった。どうしましょう。変電なさいますか？ラオ少佐の質問にヤンは気のなさそうな声で答えた。先方もそんなものは期待してないのじゃないかな。いいさ、放っておいて。ほう。それより、暫定の収容を急いでくれ。助けられる限りは助けたい。 ラオ少佐がそばから去るとヤンの視線はコンソールに向けられたその下の床に戦闘開始前にパエッタ中将に提出した作戦提案書が落ちているヤンの口元を苦い笑みが飾った自分の意見の正しさがこんな形で証明されることを彼は決して望みはしなかった最終的な犠牲がどれほどの数に上るのか 軍首脳の総計だった顔を、ヤンは想像することができた。アスターテの海戦は、こうして終結した。戦闘に参加した人員は、帝国軍二百四十四万八千六百名。同盟軍四百六万五千九百名。艦艇は、帝国軍二万隻余り。同盟軍四万隻余り。 戦死者は帝国軍、十五万三千四百名余り。同盟軍、百五十万八千九百名余り。損失、あるいは大破した艦艇は、帝国軍、二千二百隻余り。同盟軍、二万二千六百隻余りであった。同盟軍の損失は、帝国軍の十倍から十一倍に達したが。 スター政権への帝国軍の侵入はかろうじて防がれた第三章帝国の残優美に湾曲した特殊ガラスの壁面の彼方に釣り金の形をした奇岩が林立しているその背景となる空には 黄昏が音もなく翼を広げ水分の少ない空気の微粒子が見るものの視界全体を底知れぬ青さに染め上げるかと思われた <laughs> マイクがあれでしょう、はい、マイク入ってますねはい、大丈夫ですかね

どう、ディレクターのバン、ディレクターのバンディさんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか朝までやがちになりますがあの引き続き本当に皆さん、よろしくお願いします。というわけで、プレゼントコーナーですね。じゃあ、まずは、どう、まず、お便りをこうよん、僕は引いて読んで。あの、答えるっていう感じなんですけど、その前にプレゼント何ですっていうのを言ったことね。そうですね。ですよね。じゃあ、最初なんで。 どううしようかなじゃあアクスター行きますかあじゃあこの田中先生のアクリルスタンドはい、はい、これあの関係者以外には配ってないと言ったらおかしいんですけどあのそんなやつです、はい、えっと田中先生の今年のお誕生日にちょっと作ってプレゼントしたものなんですけどそれをそのライトスタッフの足立さんと田中先生がプレゼントで使っていいよって言ってくださったっていうものですね。はいはい、じゃあ1つ目行きますはい、はい 1> 1人目ででですすすすさんおめでとうございまま読みますね銀影伝に登場する多くの人たちにいつも勇気をもらってきました特にここ何年か家族の病気震災仕事のあれ,れヘあれこれとヘトヘトになると夜中にページを開いて動画を眺めてきました忙しい中通った映画館のあの空間に過ごした時間は宝物です <laughs> 田中先生ライトスタッフをはじめ作品に関わってくださったすべての皆さんにこの素敵な宇宙を送り出してくださったことを感謝しますということであの安住さんおめでとうございますアクリルスタンドですおめでとうございますそうなんですよあのファンの人に我々ちゃんと向き合ってくださいというくに言われてはないんですけどライトスタッフの足立さんとかからですねそのような趣旨のことを常日頃 教えを受けながらやらせていただいてますので、本当にこういうお便りいただけて、本当にありがたいです。あとは、あの、こういう企画をやらせていただけている。ライトスタッフの足立さん、はいえー、田中よしき先生。あと、下山清水さんにも感謝申し上げます。はい、すみません。ありがとうございます。じゃ、次。次、どういきましょうかね。と、さらにアクスタ行ってみますかまか、ねはか。はい、行きましょうかね。はい。はい、じゃ、あアクスタです。すみません。ゾン。 ゾンじゃないいねズズミさん40周年おめでとうございます <laughs> 私は原作合チ世代の方々と同世代ですが、えー、銀河油伝歴は野家からです夢破れ都会から帰ってきた娘が引きこもりながら見ていたのですがファミリー劇場さんで放送されていた石黒版銀栄伝あっ、えー、引きこもりながら見てたのがファミリー劇場で流れてた石黒版の銀栄伝でした そんな娘に寄り添いたくて話を聞くうちに興味を持ちちょ,うど、えー、とちょうどその頃、えー、放送開始した「ノイ・エギンエデン」を娘と一緒に見始めました。 えー、同時に放送されたの後が字がねごめんなさいね老眼で、えー、原作はノイに合わせて4巻までといずれの日記しか読んでません、えー、そんな新参者ですが銀榎伝と娘の共通の趣味を持てて幸せを感じております、えー、娘も今では地元で就職し引きこもりからは脱却しました、えー、銀榎伝は生きがいですこれからも一生押していきますということであのお便り頂きましたら、えーと <laughs> ずみさん、おめでとうご,うございます。あ、そうです。あの、この後、ご当選した方にはですね、うん、あの、こちらの公式ポータルのメールの方で。はい、あの、改めて、あの、ご連絡させていただきますので。はい、あの、また、ちょっと、あの、ご送付の方の、だんだんのボタン、あの、ご参加してください。はい、よろしくお願いします。そうですね。じゃあ。これ、娘さんとお母さん。だから。あ、そうですね。R. R. J. から、記念メダル。せっかく作ったやつがあるので。はい、プレゼントします。はい。はい。 ラインハルとかヤンかどっちかですかま、はいすみません2人分だと思いますので、はいはい、すみませんせっかくなのでたくさん作ったんで多分余るな <laughs> じゃあ次のお便りえっ、ー、とこすはい、えっ、ー、こ,これね読み方がね漢字ちゃんと僕調べたんであれなんですけどお待ちくださいね なんか、なんか落ちた。あ、<laughs> 落ちた。大丈夫。大丈夫です。よしはい。えー、っと、こちら、トキカさんですね。はい。時香さん。はい。じゃ、こちら、はいえー。メリークリスマス。初めてお便りさせていただきます。えー、私が初めて銀英伝に触れたのは、つい数年前です。 夫が昔から読んでいてヤンテいとこの生きざまが好きだということをよく聞いてましたそこにノイエが始まったところで初めて触れてみようと思い画面に向かいました夫が好きだと言っていたヤンテいとこの生きざま帝国と同盟での戦争のあり方人間模様など濃密な世界観とそこで生きているキャラたちに衝撃を受けました夫は OVA や小説もっと勧めてくれたので OVA を見終わり今小説を読んでるところですおー 40, 40年という長い年月が経っていても色褪せない重厚な世界観と設定に田中先生のすごさ、えー、すごさ、えー、感服いたしましたそんな銀河英雄伝説が40周年を迎えられて、えー、何か私もお祝いしたいと思ってお便りを書かせていただきました、うん、ありがとうございます。ます遅くなること 遅くなることを感謝し楽しみたいと思います。あ、お祝いできることを楽しみ感謝したいと思いますってことで、えっ、ー、と次はまた50周年の年にメールを送りたいと考えてますっていうことでいただいてます。本当にありがとうございます。ますえー、我々も老眼が進んでです文章が読みにくくなってくる年代なんですが、50 <laughs> 周年も頑張って <laughs> やりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ますじゃあ次は私が弾いてみようかしら、はい。はい。

えーともうよさんから頂きました、はい、ありがとうございます、はい、えーと銀河英雄伝説刊行40周年おめでとうございますまたこのようなワクワクする企画を行ってくださりありがとうございます、えー、40周年という文字列を初めて見た時は正直大変驚いてしまいました、うん、私はまだ学生ですので銀英雄の方が男性男性大先輩ってことになってしまいますね えー、銀営での長い歴史の中にこうして関われていることをとても嬉しく感じると同時に、えー、この先も50年100年と読み尽くれていければ素敵だなと思います。これからもずっと応援しています。えー、まだまだ寒い日が続きますがどうかお体に気をつけてお過ごしくださいということで毛様、うんえー、さん、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、はい、読んでみて。いややっぱりですねこの40周年というこの長さにすごくこう。はいはい あの感動されている方も非常にやっぱりいらっしゃるかなでね学生さんということなのであのまだまだあの最近振られた方かなと思うんですけどはいこからのまあ深いですよそうぜひこれからも一緒に楽しませてもらえるとありがたいですはいということでじゃあこのモエヤさんにはあのこの H&M さんからいただきましたのブリンヒルとこちらプレゼントさせていただきますおめでとうございますありがとうございます。 じゃあ次島山さんのサインいきますかあそうですね行きましょう三枚書いていただいてますのではい、はい、ではサインいきますねということではいえっ、ー、と聖和あ違うね聖和勝サさんかなちょっと読み方がすいません起用はかもしれないですけどあのきますね、えー、銀河伝説メヘンオーディオブックオールナイト無料放送開催おめでとうございます朗読という形で銀河伝説を楽しませていただくのは初めてです えクリスマスイブの夜の開催という独身を狙ったような機会 <laughs> 企画で嬉しい限りです <laughs> え。このような企画に感謝いたします、えー、私は来年の2月に国家試験を受験しますが諸事情により、えー、これから本格的に勉強しますと、えー、今夜はこの朗読を聞きながら勉強したいと思っておりこの放送をクリスマスの思い出とする予定ですということで<あ>はい,い,いありがとういています。そうか勉強してるんだ、はあ ありがとそんなそんなそんな時に、はい、あの勉強してる人にはサインと何かを付けないな,るほどないかなと思ったりするんですけどせっかくの思い出なのでじゃあさっきコイン1個渡したので、はい、もう片方のコインかりましたあのこれはあの勉強頑張ってくださいっていう僕からの思いで、はい、あのプレゼントさせていただきます。 あの本当にあの難しいですしあの人生の節目だと思うので、はい、頑張ってくださいおめでとうございますじゃあまだ時間ありそうなので、はい、あ次何しましょう商品えっとどうしようかな今ねアクスタが、えー、3つで出てプラモデル1つ島田さんの野菜が1つ出てますのでこの後、うん、えっと一応この回と残りあと3回あるんですけどい、うんうん、っちゃいます そうか紅茶くか紅茶をまず1回ずつやりましょうかねそうねじゃあこのこのはいあの必殺必殺ってないすごいものですあの僕も今飲んでるんですけどラインハルトブレンドとても美味しい紅茶でティーブレンダーさんが独自にキャラクターのイメージを持ってブレンドされたやつですのでじゃあいきますね こちらは、えー、とウンさんからですねはい、えー、こちら40周年おめでとうございます小説を読んで以来30年の30数年のファンですいつもニコ生やイベント配信楽しみにしています、えー、12月24日は結婚記念日なのですが主人が出張も多くて今年も一人かと思っていたのですが今日このイベントのおかげで寂しくありませんおーやったそしてっ、えー、と今年は銀栄伝尽くしの1年でした 映画はもちろん、九州から初めて大阪の銀榎伝ファンバー、ゼアドラさんにも行き、3年ぶりの東京滞在中の毎日フォートレスさんに通ったりとか、そういうことをしてましたで。初めて、新秘家の舞台挨拶で多田,田監督、宮野さんを見れました。感無量ですえ旅行に行く前に、え銀榎伝はあまり知らない主人にノイユを見せたら、続きは続きはと言って聞かないので、急いで映画館にブルーレイを買いに行きましたえ。こんな面白い作品だったんだねと喜んで見てました。うん 映画館作謀の辺りからものすごいお客さんが増えてびっくりでした。あの熱気が上がってきたっていうのはね、僕らもネットで見てるんですけど、うん、上映回数も増えていき、はい、最後の週も大きいスクリーンへ、えー、グッズの売れ行きも早かった、すごかったですね、うん、ということで、えー、最後に Twitter で、公式様にクリアファイルの再販を聞いたところ、丁寧に即列いただけて、ムビチケと一緒に購入することができました。あ、うん、ありりががととううごござざいいまますす <laughs> <laughs> 40周年間バッジはちょうど終了と聞いて諦めていたのですが同封してあってとても嬉しかったです。ムビチ系の特典ですね。すねはい、本当にありがとうございました。1週間後、とても楽しみです。長文すみません。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございますクリアファイルは来年の1月の月る時点を持って 100円値上がりになります。このあのご異性できますか。物価の話でん物価高騰なんで、あの年内書き込みでぜひあの公式ポータルで買っていただけると250円のままで買えますので、税別ですけどはいよろしくお願いします。あります。紅茶あのぜひ楽しんでください。ぜひねあのご主人と一緒に紅茶楽しんでいただきたいですね。お願いします。どうぞ。 ああとの紅茶はですねあと2個ライトスタッフの足立さんからの蜜をお預かりいたしましたのであと2回チャンスがございますんでぜひお楽しみいただければと思いますちょっとじゃあパンフでッきましょうかちょっとどんなものか出しましょうかここにありますここにあっそうですそすじゃあちょっとこれを皆さんにご覧いただきましょうはいこちらこれね本当にレアものなんですよ何と言ってもこう時ものっていうんですかねなののであ 若干痛みがあるかもしれないんですけどでもこれはもうなかなか手に入らないかと,と思いますので,いのですはい、でちょっとレアなこれをたくさん頂きましたのでこれはあの実はライトスタッフの足立さんから僕らお預かりしているものなんですね、はいはい、で公式ポータルを運用するにあたって、まあ、あの好きに使っていいよっていうふうな言い方をしていただいてまして でかといって僕らもあのどう好きに使うかっていうのがあってですねで公式ポータルで仮にあのなんかミスが起きたりとかご配送とか、まあ、あんまりないんですけどたまにそういうこともあるんですね事故でなんか欠損してたりとかものがそういう時にちょっと入れさせていただいたりとかしてささやかなお詫びの気持ちっていうのも込めてあの入れたりもする時があるんですけどそれを今回プレゼントではい、はい、していただいてますということでえっ、ー、と。 当選さされた方はツッキーさんでですすおめでとうございま当時気になっていた女性が銀エデンのファンでその子と話を合わせるために必死で読んでいたのが銀エデンとの出会いでした、うんえー、普段本を読まない私でも熱中して最後まで読み切ってしまいその後はオーディオブック当時は iPod のアプリ版で何度も聞き<ー>、えー、アニメ版といろんなメディアでフレック続け気がついた時には気になっていた女性より銀エデンに夢中になってましたと <laughs> 今では良い思い出です <laughs> ということで。 いやありがとうございます,す iPod で聞いていただいたということで、はい、アプリ版の朗読だと思うんですけど、はい、あのアプリ版ってあのアップデートができないものだったりするんですね。うん、であのもしそれであのアプリで聞いてたのにもう一回聞くもんで買わないといけないっていう方がこの中にいらっしゃればぜひご連絡くださいあの。当時買っていただいてた文の,、うん、の本をあの補填して僕ら聞くもんでつけるようにしてますので、はい、ぜひあの。

でカラーがちょっとあの特殊なカラーでしてます。であのちょっとこだわりは僕はあのピンクを作りたかったんでピンク作りました。はい。じゃあ行きます。はい、はい。よいしょ。じゃあこちらの方。はい。ともママさんからいただきました。は、え、じ、ー、めまして四十周年おめでとうございます。え私はラインハルト様。中二の娘はユリアン。私の母えー、過去おばあちゃんはキリハイスと三代にわたって銀河遊伝説のファンです。<laughs> はい。 最近二世代同居を始めたので一緒に暮らし、えー、一緒に暮らし始めて賑やかに過ごしています。ノエ、うんえー、が始まったおかげで当時は小学生だった娘も銀河英雄伝説の世界を楽しめています。うん、そしていろんな登場キャラクターがいる中で娘はユリアンを選んだので男性を見る目があるかもとそ<ー>して安心しました。<ー>ですね。 今回の作法では特にユリアンの成長を感じてイラ、うん、ンが見送るシーンはうるっと来てしまいました、うんえー、続きを楽しみにしていますそして「いぜのホートレス」もまた行きます、えー、銀河優伝説がこれからも末永く皆様に愛される作品として続いていきますようによろしくお願いしますということでま、えーえー、ともま様おめでとうございますすごないいは 自分と、ええ、中二の娘さんと、私のおばあちゃん。ちょうどこれ、あの一枚ずつ、いい感じですよね。今日引きもいい。なんかいい感じ。なんか当時物が出たりとか。ありがたい。じゃ、あこれ、あの、ぜひ、三台で使っていただけると。これ、一つずつ。嬉しいですね。はい。すありがとうございます。 あの通販でも売ってるはずです。はいあの販売しておりますがよろしくお願いします。これもいろいろクリスマスの奇跡がねあるかもしれないですよね。うまく言ったね。何にさ我々は別にそうねあれですから。ということでどうしましょうか。時間的にはどうですか。時間的にはそろそろ次のところに行きたいかなっていう気分ではありますね。なのでえっと次もえっと えー、3章4章終わった後でまたちょっと皆さんとこういう形でお便りを紹介しつつ、はい、あのプレゼン大会をしたいなと思っておりますので是非、はい、したいと思っておりますが、はいえー、私さっきちょっとあのミスって3章頭突っ込んだのでちょっとそこ調整しますんで、はい、少し社長ちょっと頭止めてください。はい、ま来年も年も始セールありますかっていう質問を頂い,いてるんですけどこれはキクボンのことですかねキクボン。 やっても大丈夫ですという感じなんで、やりましょうかね。どうせまた年末とかあるんでっていうのはあるので、あの、はい、考えてますけど、今年も年始の確か4日まではセール中です。はい。なので、そういう意味では、そこら辺もぜひ、はい。あの、楽しんでいただければというか、お求めいただければと思いますが、はい。もしよろしければですけど、お願いします。 であと,、えー、ともしかしたら3月とか4月ぐらいになんかちょっとだけ福袋的なものやりたいかなとかっていうのをこの間話してましたけどまだわかんないですそれやれるかどうかはなんですけどそんなことも話してたりもしましたはい公式ポータルではこういろいろんていうんですかね企画をこうあの練ったりはしてるんですけどはいあのいろいろとグッズをたくさん作りましたので あのそれしないでというか、はい、<laughs> って感じで考えております。はい、バルタクミはいろいろ進行してます。あのまだ発表してないやつもちょっとあるんですけど、あのそれはちょっとまたの機会にあれしますねっていうのと、でこれを絶対言っとかないといけないですよ。すみません。あの今日ですね、あのウルトラジャンプさんじゃなくて少年ジャンププラスさんからあのツイッターのアカウントで。 アナウンスありましたね、えー、と51話無料公開、一挙公開、えー、藤崎龍先生の銀河湯伝説のコミックですね、がそう、えー、と無料公開されたというお知らせが来ましたので、あの皆さんもよろしければあの、検索して見ていただければ、詳細情報出てますので、ちょっと今、全部追い切るほどはあれなので、ツイッターでそういうふうに書かれている文章を紹介させていただきました。よろしければ こちらもであとファンの方があの間もなく200回連載200回ということでハッシュタグを作っていろいろ盛り上げてくださっているのであのそれも含みであの一緒にこう盛り上がっていければと思ってますのでよろしくお願いしますということで大大丈丈夫夫そうなんんでですすかねさじゃあ引き続きお願いをしますという感じなんですけども。 じゃあ、そう,そうそう、じゃあ、はい、早速行きましょうかね。はい、ではいあ、あの、今から朗読第三章、お楽しみください。はい、よろしくお願いします。お願いします。 します <laughs> 少々お待ちくださいということですいません調整中です調整中なのでじゃあ今の間にあ音音大丈夫<あ>僕の音は戻ってるかな、はい、大丈夫かなかいはいはいそうなんですよあのいろいろ,いろいろありましてダブル放送してるんで今 YouTube とっていうわけで今の間に 1> 1個お便りを紹介したあと思います後で時間調整しますのですみませんでこちらも田中先生のアクスタのプレゼントということでじゃあ,あの紹介させていただきますはい真木さんです、えー、先日 4K リマスター上映イベント参戦いたしました、えー、懐かしさとそしてその新しい作品を見たような素敵な時間を過ごしましたオーディオでの視聴は想像力との戦いだと思っています えー、堪能いたしまますすねととといいううことででおめでとうございます堪能していただけてますでしょうかあの結構オーディオで聞くとまた違った味わいがあって楽しいと思いますのでぜひぜひ楽しんでいただければと思っておりますということでおめでとうございますではまたあの焦ってる人がいるんで僕がちゃんとくじ引きタイムで待ってやるで。<laughs> こちらです、えっと。アクリルスタンドをまたプレゼントさせていただきます。ということで、ぐらい,い来ました村井の嫁さんから来ました。えー、田中良樹様および公式ポータル様ということで来ております。はいえー、まず 最高ののススペースオッペーオラを世の中に生み出してくださってありがとうございます。私は現在27歳で連載時や放送時に銀河油伝説を知りませんでした知ったのは銀河油伝説を好きになった親の影響で真面目に見出,し見出したのは中学生の頃だったと記憶しています激動の5年間を拒否した圧倒的な話のストーリーに圧巻されました中でも原作小説の美しい言葉選び重厚な会話 それに反して戦争の残酷さを描く戦いの流れにいつも気持ちを揺さぶられています。私はアンネ・ローゼ、ジェシカ、キルダ、ウランフ、ファーレンハイトの5人が中でも大好きで,でアンネ・ローゼが生まれ育ちのゆえなのか言語化できなかったと思いジェシカが大事なものを失って失って接した恐ろしさ。 えー、アンネ・ローズが生ま,そうか生まれてこういろいろあのやら、えー、と自分の人生変わったことを言語化できなかった思いですね。でジェシカが大事なものを失って接してしまった恐ろしい悲しみ。そして貴族に生まれながらヒルダが見ていた未来。でウランフが戦っていた意味。食うために軍人になった と言って最初にラインハルトを金髪の小僧と独りごちしてたファーレンハイトがラインハルトの地偶に応えるために走った血の道を考えるといつも心が銀河に持ってかれます私も大学に行き社会で働き人の母となりまた銀栄伝を読み直していろんなことを考えてます少し悲しいのは遠かった戦争の話がここ10年ほど身近になったことです時代が移り変わって道原克美版 OVA 藤崎竜番の家たくさん映像化漫画化を経ていつか本当に人類が宇宙へ行ってからも「人外湯伝説」が読み続けられてほしいと思っていますということでお便りいただきました本当にありがとうございますあのおっしゃる通りですね本当になんかあの特にあのウランフの戦ってた理由とかそういうのをこう想像すると僕もあの僕も ぐっとくるものがあったりとかししますしであとアンネ・ローゼさんがやっぱり確かに言語化できなかった思いって絶対あると思うのでそういうのもこうなんか思うとうーんって思いますしはいそんなことも僕も思ってますあとそれがあの最後そのなんかいろんなこうあった中でのあの一言に出てくるのかなって思ったりもしてますのであの僕もそういうところすごく感じてます。 あのはいじゃあ,あのアクスターおめでとうございますということではいじゃあ大丈夫そうですかですいませんお待たせいたしましたではお楽しみください 3> 第三章帝国の残像 優美に湾曲した特殊ガラスの壁面の彼方に釣り金の形をした木岸が林立しているその背景となる空には黄昏が音もなく翼を広げ水分の少ない空気の微粒子が見る者の,の視界全体をそこしれぬ青さに染め上げるかと思われた腰の背後で軽く両手を組み合わせて壁際に佇んでいた人物が 首だけを動かして室内を顧みたその視線の先に大きな白亜のコンソールが据えられそばには初老の男が姿勢正しく立っているすると壁際の人物が声を発した重々しい響きを持つ太い男の声であった帝国軍が勝ったただし勝ちすぎはしなかった そういうわけだなボルテックさようです自治領主同盟軍は敗れはしましたが全軍崩壊というまでには立ち至りませんでした体制を立て直したか体制を立て直し反撃して一死を報いてもおります全体として帝国軍の勝利は動かしがたいのですが 同盟軍も殴られっぱなしというわけでもありませんので我がフェザーンとしてはまず満足べき結果を得たとこう申してもよろしいかと存じますがいかがでしょう自治領主壁際の男第五代フェザーン自治領主のアドリアン・ルビンスキーは体ごと室内に向き直った「異想であった」。 年齢は40歳前後かと思われるが頭部には一本の毛髪もない肌は朝黒い眉目鼻口など顔の造作は全て大きく美男子とは称したいが他者に強烈な印象を与えずには置かない風貌であるその体は上背に恵まれているだけでなく肩幅が広く胸郭はたくましく 圧倒的な正規と活力をみなぎらせているようだ。在任5年、フェザーンの黒狐と帝国同盟の双方から苦々しく呼称されている中継交易国家の終身性統治者、それが彼だった。そう満足してもいられんぞ、ボルテック。皮肉そうな視線と声を、理想の自治領主は腹心の補佐官に投げかけた。 その結果がもたらされたのは偶然であってそうなるように我々が努力したからではない将来も幸運ばかりをあてにしてはいられんだろう情報の収集分析を一段と活発にして切り札の数を増やしておくべきだろうな黒いタートルネックのセーターにライトグリーンのスーツおよそ一国の支配者らしからぬ軽装のルビンスキーは悠然たる歩調でコンソールに歩み寄った。 ボルテックの手が動いて、コンソールの中央ディスプレイにある図を映し出した。これが両軍の配置図です。天頂方向から俯瞰したものです。ご覧ください。それは、3日前にキルヒアイスがラインハルトに示したものと同一だった。帝国軍が赤、同盟軍が緑。赤い矢印に向かって緑の矢印が3本、前面と左右から迫っている。 矢印を点とすれば緑点を頂点とした三角形の内心に石点が位置しているようにも見えた艦艇の数は帝国軍が2万隻同盟軍が合計4万隻でした数的には同盟軍が圧倒的に有利だったのです位置的にもな三方から帝国軍を包囲する体制だしかし待てよこいつは。 ルビンスキーは太い指で額の端を押さえたこいつは確か100年以上も昔にダゴンの殲滅戦で同盟軍が使った陣形じゃないか夢をもう一度というわけが進歩のないやつらだしかし傭兵学上は論理的な作戦ですフッ気上の作戦はいつだって完璧に決まっとるさだが 実戦は相手あってのものだからな。帝国軍の総指揮官は、例の金髪の小僧だったな。さでローエングラム博です。ルビンスキーは、別に言ったような笑い声を立てた。5年前、休止した前任者、ワレンコフの後を継いで、当時36歳の彼が政権を握った時、反対派は、50代の老練な候補者を擁して、 30代の元首など若すぎると騒ぎ立てたものだところがローエングラム博と来ては当時の彼よりさらに16歳も若いのである洗礼だの習慣だのを口にするしか能のない老兵どもには不愉快な時代がどうやら到来しつつあるらしいこの危機をローエングラム博はいかにして切り抜けたか自治領主にはお分かりですか ボルテックの口調に楽しむような響きがある輸送の自治領主は補佐官をちらりと見るとディスプレイに見入ったそして子供も投げに断言した敵が分散しししてていいるる状況を利用して格好撃破だなそれしかあるまい補佐官は頬を殴られたような表情で彼の政治的忠誠の対象を見合ったおっしゃる通りです いやご警官恐れ入りましたルビンスキーはふてぶてしいほど落ち着いた微笑でその賛辞を受け止めた専門家が素人に後れを取る場合が往々にしてある長所より短所を後期より危機を見てしまうからだこの双方の布陣を見れば専門家は包囲された帝国軍の敗北は必死と思い込んでしまうだろうなだが まだ包囲網が完成されたわけではないし兵力が分散している同盟軍の方にむしろ危機的状況が見られるのさおっしゃる通りですな要するに同盟軍はローエングラム博ラインハルトの指揮能力を過小評価したというわけだまあ無理もないことだがな具体的な状況の変化を見せてもらおうかボルテックの操作に従って ディスプレイに映ししし出された図形が躍動し変化していった赤い矢が緑色の矢の1本に向けて急速に直進しそれを粉砕した後反転して今1本の緑の矢を消滅させさらに方向を転じて3本目の緑の矢に対峙する状況を実領主は両眼を細めて見守った操作の停止を命じディスプレイを中止したまま探索する。 理想的な格好撃破だな。格好だダイナミックでアクティブな傭兵だ見事なものだが5を切って首をかしげるしかしここまで状況が変化すれば帝国軍の勝利はほとんど完全なものとなっているはずだこの段階から同盟軍が劣勢を挽回するのは容易ではないぞ全軍崩壊敗走という事態になって当然だ 同盟軍の第三部隊は誰が指揮していた最初はパエッタ中将ですしかし戦闘開始後機関が被弾して重傷を負いその後は次席幕僚ヤン・ウェンリー准将が指揮権を受け継ぎましたヤン・ウェンリー聞いたことがあるなだが8年前エルファシル脱出作戦を指揮した男ですあああの時の ルビンスキーは納得した。なかなか面白い男が同盟にもいると思っていたがでエルファシルの英雄はどう兵を動かしたのだルビンスキーの質問に応じて史跡補佐官はディスプレイを操作しアスターテ海戦の最終段階の戦況を上司に示した緑の矢が左右に分かれ その起戦を制するかのごとく赤い矢が急進して中央突破を図る左右に分断されたかに見える緑の矢が赤い矢の両側面を逆進し後輩に出て合流し赤い矢の後方から襲いかかったルビンスキーは低く埋めいたこれほど洗練された戦術を駆使する指揮官が同盟軍にいたとは予想外だったしかも全軍崩壊の危機に直面して これほど冷静に戦況を把握し事態に対処しうるのはローエングラム博以上に凡物ではありえない第5代フェザン自治領主はしばらくディスプレイに視線を凍結させていたなかなか興味深い魔術を見たなやがてルビンスキーはディスプレイの映像を消すよう手振りで命じたそれに従った後ボルテックは一歩退いて次の指示を待った ヤン・ンウェンリーだったな。その順章について至急データを集めるようハイネセンの高等弁務官事務所に指令を出せエルファシルの件がまぐれなどでないことがよくわかったかしこまりましたどんな組織でも機械でも運用するのは所詮人間だ上位に立つ者の祭刊と器量次第で虎が猫にもなりその逆にもなる 虎の牙がどちらを向くか、これもまた猛獣使い次第だ。詳しく人柄を知っておくに仕くはない。それによって使い道もできると考えながら、ルビンスキーは補佐官を退出させた。恒星フェザーンは4個の惑星を従えている。その3個までは高熱のガスの塊であり、 第二惑星のみが硬い地殻を所有していた気体の素成分は人類の故郷である太陽系第三惑星とほとんど異ならない8割近くの窒素と2割近くの酸素最大の彩は本来二酸化炭素を欠くことでしたがって植物が存在しなかった水も少ない卵巣類から順次高等な植物種子の散布へと進んだ惑星緑化も 地表の全域を緑の翼や溶かせしめるには至らず推理の良い地域のみが緑色の帯状に惑星表面を彩っている赤い部分は岩砂漠の荒野で侵食と風化の進んだ地形が危形危険を誇っていたフェザーンは恒星の名であると同時に唯一の友人地である第二惑星の名であり星系全体の名であり それを領域として帝国歴37 3年に成立した自治領の名である。軍隊は少数の警備艦隊のみで20億人のフェザーン人は帝国同盟間の交易路を支配し利益を上げることに情熱を傾けてきた形としては帝国に従属しながら事実上は完全に近い政治的独立を保ち経済力に至っては両大国を凌駕する勢いをすら示している。 だが今日に至る童貞が平坦でなかったのは無論のことで初代のレオポルド・ラープ以来歴代の自治領主はその地位を安泰ににするたた。めのの政治工作に不してきたその国是は「侮りを受けるほど弱からず恐怖されるほど強からず」であったのだが「帝国48同盟40フェザーン12」という勢力比の数値が「 以来全く変化しないという事実がフェザーン異性当局の苦心を如実に示していた帝国とフェザーンの勢力を合すれば同盟より有利な立場となるがそれでも同盟を滅ぼすのは困難である逆に同盟とフェザーンが連合すれば帝国を凌駕することが可能だが圧倒するとまではいかないこの芸術的なまでに微妙なバランスを維持することが フェザーンの聖戦領略の略であった強くななりすぎてはいけないけ帝国同盟両者の反発と警戒を呼び双方による連合の結成を見宇宙から存在を抹殺されることになりかねなかった帝国と同盟が連合すればその勢力は88でありただ一戦でフェザーンを滅ぼすことが可能である。と言って弱すぎれば その存在は無価値なものとなり、帝国にも同盟にも、その独立を尊重させることができなくなるであろう。帝国がフェザーンの独立を奪うべく図れば、フェザーンは同盟に身を寄せる意思を示した。同盟がフェザーンに野心を抱けば、フェザーンは帝国の方を向いて、美体を見せた。双方に必要な物資を供給し、その内部に食い込み、権力者を朗絡しながら、 フェザーンはしたたたかに生きき延びてきたのであるそのしたたかな国民を統治する5代目の指導者が彼アドリアン・ルビンスキーなのだ帝国と同盟の一方が他方を征服したりしては困る両勢力はバランスを保って併存すべきでありもし滅びるものなら同時に滅びてもらわねばならないそれも フェザーンが歴史を制御するそれも軍事力など使わず「武力と十策によって」である「対冠巨法を要し流血をもって結局は国力の疲弊と社会の荒廃を招く具は両大国に任せておけばよい絶対君主制の銀河帝国であれ民主的共和制の自由惑星同盟であれ要するに 殺戮と破壊以外の手段で国を守るすべを持たない弓兵極まる低能どもではないかやつらは事故の正当性に陶酔しながらフェザーンの手のひらの上で踊っていればよいのである。とはいえローエングラムハクとヤン両者の登場には新しい時代の予兆を感じさせる何かがある両者の今後を注視する必要があるだろう。 過大評価かもしれないが嗅覚は鋭く切り札は大いに越したことはないのだ惑星オーディンの西半球を夜の柔らかな手のひらが包み込んでいるそこが帝国領であれ同盟領であれ自転する惑星は昼夜の交代から逃れることはできない。 銀河系宇宙の進路万象を支配しようと志したルドルフ大帝でさえ天体のの運行を止めることは不可能だったのだ。ったしかもそれらの天体の運動は一律の周期を持ってはおらずある惑星の時点周期は18時間半別の惑星においては40時間とそれぞれ無二の個性を主張している一方人間の体内時計は 発祥の地たる太陽系第三惑星に居住していた時でも、実はその自転周期と1時間ずれた25時間単位で動いていた。それを各人で調整して24時間単位の生活を送っていたのである。習慣としては24時間制が確立していたのだ。恒星間飛行を成し遂げた人類は、昼夜の別を心理的に調整するという難題に直面することになった。 宇宙船、宇宙空間都市各種の理由によって人工的な環境を必要とする惑星などはあまり問題がなかった24時間周期の生活に環境の方を合わせてしまうからである人工証明によって昼を明るくし夜を暗くするこのような場所では温度を調整して夜明け直前を最も低温にするし夏と冬とで 温度だけでなく夜の長さも変化させるまた自転周期が極端に長いかあるいは短い惑星では強引に一日24時間制を敷き「今日は一日中夜ですなあさって日が昇るそうです」とか「この惑星では一日2回夕日が見られますよ」などという会話が生まれている。 困るのはむしろ21時間半とか27時間などという地球に近い自転周期を持つ惑星で試行錯誤の末自転周期を24等分して惑星地方時を使用する派と多少の不便をしのんで標準24時間制を使用する派に分かれたいずれにせよ神経を太くして慣れるしかないのである24時間が1日。 365日が1年このいわゆる標準歴は帝国においても同盟においても使用されている銀河帝国の1月1日は自由惑星同盟でも1月1日なのだいつまでも地球の呪縛に縛られていることはない地球はすでに人類社会の中心ではないし宇宙歴も施行されたのだ新たな時間の基準を設けるべきではないか 古いことイコール悪いことと考える人々の中にはそう主張する者も,もいたがでは何をもって新しい基準とするかというと誰もが納得できる回答などありはしないのだった結局古くからの習慣が最大の支持必ずしも積極的ではないにしろを得て今日に至っているのだった地球の呪縛は土壌溝の単位にも及んでいる。 1g 1は1立方センチの水を4度 c の温度の時地球の重力下で計測した重量であるそして 1cm とは地球の周囲の40億分の1の長さなのだこれらの単位もまた全人類社会で共通に用いられているルドルフ大帝は度量衡の単位を変換しようと試みたことがあった彼自身の身長を1カイゼルファーデン 彼自身の体重を1カイゼルセントナーとしてすべての単位の基準にしようとしたのである。しかしこれは考案されたのみで実行には移されなかった。非合理に過ぎたからではない。指紋を受けた当時の財務卿クレーフェがうやうやしく一つの資料を皇帝に提出したのである。それは度量衡の単位を返還するには 人類社会における全てのコンピューターの記憶回路や景気類を刷新せねばならぬとしそれに要する経費を試算したものだった折から通貨単位をクレジットから帝国マルクに変えたばかりでもあり資料に並べられたゼロの数はさすがに傲福なルドルフも鼻じろむほどのものだったと伝えられるこうしてメートルとグラムは生存を許されることになったが 今日の通説ではクレーフェの試算は明らかに過大な数値であり言動を知らないルドルフの自己申請家に対して温和なだけが長所と思われていたクレーフェが「無言言のの行を勧したのだと言われている銀河帝国皇帝の居城ノイエ・サンスーシーは」は壮麗な姿を夜空の下に浮かび上がらせていた。 独立したあるいは互いに連結された大小の建物無数の噴水自然の森と人工の森珍床式のバラ園彫刻花壇ずまや芝生の再現ない連なりそれらが巧妙な照明効果によって視神経を刺激しないよう配慮された淡い銀色に包まれている。 宮殿は1,000以上の構成系を支配統治する政治の中枢である周囲には官庁軍が配置されているが高層建築は一つもない主要部分はむしろ地下にある親民が高い位置から皇帝陛下の宮殿を眺め下ろすなど許し難い不敬だからであるオーディンの上空をめぐる多数の衛星も 宮殿の真上を通過することは絶対にない宮殿には5万人を超す自重や女官が働いている機械力で済むところに人間を使うのが地位の高さと権力の強大さを証明する時代なのだ調理、清掃、客人の案内、庭園の管理、話しがいにされた鹿の世話すべてが人力によってなされる それこそが王者の贅沢なのだ。宮殿にはベルトウェイもエスカレーターもない。自身の足で廊下を歩き、階段を昇降しなければならない。これは皇帝でさえそうである。偉大なるルドルフは、肉体的な強さも統治者の条件の一つと考えていたのだ。自分の足で歩くこともかなわぬものが、巨大な帝国を肩の上に乗せることができるだろうか。 宮殿にはいくつかの越見室があるがその夜無数の高官に埋め尽くされたのは黒真珠の間だったアスターテ回戦において亡霊な反乱軍を撃破し定位を輝かせたローエングラム博ラインハルトに対して帝国元帥上の授与式が行われるのだ帝国元帥はただ上級大将より一階級高いというにとどまらない 年額250万帝国マルクに上る終身年金が付くだけでなく退却罪以外の犯罪については刑法をもって処罰されることはなく元帥府を開設して幕僚を自由に任命することができるこれらの特権を享受する帝国元帥は現在4名だけだが今回それにローエングラム博ラインハルトが加わって5名になる。しかも、ローエングラム博は、 帝国宇宙艦隊副司令長官に任じられ18個艦隊からなる帝国宇宙艦隊の半数を指揮下に置くことになるという次は釈位だろう吐くからこうへな広大な黒真珠の間の片隅でそうささやき交わす人々がいる古来噂話は人ともに人類の良き友人だったこの友人人を愛する人は 時代と状況を問わず豪奢な宮殿にも裏ぶれた貧民街にも絶えることはない皇帝の玉座に近い位置には帝国における最高の地位を所有する人々が佇たずんでいる大貴族高級の文官または武官あるいはそれらのいくつかを兼ねたもの彼らは幅6メートルの赤を基調とした絨毯、それは 200名の職人が四半世紀をかけて織り上げたものである、を挟んで列を作っていた。その一方は文館の列で、最上の位置にリヒテンラーデコーがいる。帝国政府国務省書のリヒテンラーデコーは、帝国宰相代理として閣議を主催している。尖った花と雪のような銀髪と、鋭いというよりは険しい眼光を有する75歳の老人だ。 彼から下方へ流れるとゲルラッハ財務省書フレーゲル内務省書ルンプ司法省書ウィルヘルミ科学省書ノイケルン宮内省書キールマンゼク内閣書記官長という人々が居並んでいる反対側には武官の列がある軍務省書エーレンベルク元帥帝国軍統帥本部総長シュタインホフ元帥 幕僚総監クラーゼン元帥宇宙艦隊司令長官ミュッケンベルガー元帥装甲敵団兵総監オフレッサー上級大将近衛兵総監ラムスドルフ上級大将憲兵総監クラーマー大将それに18個艦隊の司令官たち古風なラッパの澄んだ響きが一同に姿勢を正させた。 の葉が風に騒ぐかのようなざわめきが静まる子孫者の入来を告げる式武官の声が参拝者の鼓膜をたたえた「全人類の支配者にして全宇宙の統治者」「天界を滑る秩序と法則の保護者」「神聖にして不可侵なる銀河帝国フリードリヒ四世陛下の」 ご五尾に帝国国家の早朝な旋律が覆いかぶさるそれに首筋を押さえつけられるように一同は深々と神戸を垂れた幾人かは口の中で数を数えていたかもしれないゆっくりと頭を上げると黄金張りの豪奢な椅子に彼らの皇帝が座っていた。 銀河帝国第36代皇帝フリリードリヒ4世63歳の奇妙に困憊した印象を与える男である老人という年齢ではないのに老人と形容したくなるところがある国事にはほとんど関心がない絶対的なその権力を積極的に行使する能力も意思もなさそうに見える。 強烈を極めた先祖ルドルフの残孝を背負った、先祖とは正反対のひ弱な男、皇帝フリードリヒ四世。皇帝は10年前に皇后を失った。難病とは言えない。風邪をこじらせて肺炎にかかったのである。癌ははるか昔に克服されたが、風邪を病名のリストから追放することは、 同盟の歴史家が悪意を込めて記述したように偉大なるルドルフの意向をもってしても不可能だったのだ以後皇帝は皇后を立てず長期の一人にグリューネワルト伯爵夫人の称号を贈り事実上の妻の座を与えているしかしその長期は大貴族の出身ではないため公式の告示に参列することを遠慮しこの夜も美しい姿を人々の前に表さなかった グリューネワルト伯爵夫人本名はアンネ・ローゼであるローエングラム伯ラインハルト殿指揮部官が朗々と式典の主人公の名を呼んだ一同は今度は再敬礼する必要もなく絨毯を踏んで歩み寄ってくる若い部官に視線を送った貴婦人たちの間から歓性が漏れる ラインハルトに反感を有しているもの、つまり参列者の大部分も彼の類まれな美貌を認めないわけにはいかなかった「最上室の白磁で作られた人形のように短麗な」だが人形にしては眼光が鋭く表情が系列に過ぎる彼の姉アンネ・ローゼに対する皇帝の端滴と彼自身のこの表情がなかったら、 この君臣に対して断食に関する陰口が叩かれることは必死であったろう参列者たちのさまざまな感情が入り乱れる中を武漢らしくキビキビした歩調で通り抜けるとラインハルトは玉座の前に立ち心にもなくうやうやしく片膝をついたその姿勢で皇帝が玉音を歌しされるのを待つ公式の場において 皇帝に先に話しかけることなど進化には許されていないのだローエングラム博この度の武君誠に見事であったおよそ個性のない発言であった恐れ入ります一えに陛下のご意向の賜物でございますラインハルトの応答にも個性がないがこれは計算と自制の結果である 気の利いたことを言っても理解できる相手ではないし参列者の反感を増すだけのことだ彼にとっては皇帝が式武官から手渡されて読み上げる一枚の紙偏の方がよほど重要であった「アスターテ聖域における反乱軍討伐の功績により南ローエングラム博ラインハルトを帝国元帥に任ずまた帝国宇宙艦隊副司令長官に任じ」 宇宙艦隊の半数を何時の指揮下に置くものとす帝国歴487年3月19日銀河帝帝国皇帝フリリードリヒ4世ラインハルトは立ち上がって木橋を登り再敬礼とともにその辞令を受け取ったついで減衰状を授けられるこの瞬間ローエン・グラム博ラインハルトは帝国減衰となった 華やかなほどの微笑をたたえながら、内心では決して満足してはいない。これは彼の歩むべき童貞のほんの第一歩に過ぎないのだ。権力に任せて彼から姉を奪った無能者にとって変わるのだ。ふん、二歳の幻聖か。低くつぶやいたのは総工的団兵装官オフレッサー上級大将だった。 40代後半の筋骨たくましい巨漢で同盟軍兵士の放ったレーザー光線で切られた左頬骨の傷跡が生々しい紫色をしているわざと完治させず歴戦の猛将であることを誇示しているのだ「高気ある帝国宇宙艦隊はいつから幼児のおもちゃになり下がったのです?」かっか。 先導するように彼がささやきかけた相手はラインハルトに帰下の部隊の半数を奪われる男だった宇宙艦隊司令長官ミュッケンベルガー元帥は反発の眉を微妙な角度に曲げた「K はそう言うがなあの金髪の小僧に傭兵の才能があることは否定できぬ現に反乱軍を撃破しておるしその手腕には」 百戦ののメルカッツでさえ舌を巻いておるのだ。牙を抜かれたと見えますな、確かに武漢の列中に、黙念と佇むメルカッツ大将の姿に視線を投げて、オフレッサーは容赦なく評した。勝ったとはいえ、一度だけでは偶然ということもありましょう。召喚に言わせれば、敵が無能すぎたとしか思えません。 勝敗とは結局相対的なものですからな声が高いたしなめはしたが元帥は上級対象の発言の内容そのものを否定したわけではなかったラインハルトの功績を何ら心理的抵抗なく受容するのは大貴族出身者や古参の将官たちにとって容易ではないのだしかし場所が場所であり元帥は話題を転じる必要を感じたようだった ところでその敵だがなヤンとかいう指揮官の名を K は知っておるかさて記憶にありませんなその人物が何かエルファシルの剣をオフレッサーは思い出せなかった今度の改戦で反乱軍の全面崩壊を防ぎエルラッハ少将を戦死させた男だほう 相当な詳細の持ち主らしい。さすがの金髪の小僧も鼻をへし折られたという情報でなそれは誘拐ではありませんかラインハルト一人のことであればなしかし先方は戦うにあたって敵を選ぶと思うか元帥の声はさすがに苦々しさを帯びオフレッサーは分厚い肩を不器用にすくめた。 黒真珠の間に再び音楽が流れ始めた。勲功ある武官を称える歌、ワルキューレは何時の勇気を愛せりである。大貴族たちにとって不愉快な式典は、終幕に近づきつつあった。ジークフリード・キルヒアイス大佐は、他の左官級の軍人たちと共に、式場から幅広の廊下一つを隔てた紫水晶の間に控えていた。 貴族でも将官でもないキルヒアイスには黒真珠の間に入室する資格が与えられていないしかしここ両日中に彼は準将を飛び越して少将に昇進し閣下と呼ばれる地位を与えられることが確定していたそうなれば華麗な式典から排除されることもなくなるのだろうラインハルト様が海底を一つ登るたびに自分も引きずり上げられる。 キルヒアイスは軽く身震いした。自分に再感がないとは思わないが、平達の速度が普通でないことは確かであり、それが自分の実力ばかりによるものだと思ったら、大変なことになるであろう。ジェイク・フリード、キルヒアイス大佐ですな。静かな声がそばからかけられた。30代前半とおぼしい将校が、キルヒアイスの視線の先に立っていた。 階級症は大佐であるキルヒアイスには及ばないがかなりの長身で若白髪の多い黒っぽい頭髪に薄い茶色の目をしており皮膚は青白いそうですが機関はどなたですハウルフォン・オーベルシュタイン大佐ですお初にお目にかかるそういった時オーベルシュタインと名乗った男の両眼に異様な光が浮かび キルヒアイスを驚かせた。失礼オーベルシュタインはつぶやいたキルヒアイスの表情に気づいたのであろう義眼の調子が少し悪いようだ驚かせたようで申し訳ない明日にでも取り替えることにしましょう義眼をなさっているのですかいやこれはこちらこそ失礼なこと何のお気になさるな 光コンピューターを組み込んであってこいつのおかげで全く不自由せずに済んでいますただどうも寿命が短くてね戦傷を受けられたのですかいや生来のものですもし私がルドルフ大帝の時代に生まれていたら劣悪遺伝子排除法に引っかかって処分されていたでしょうなその声は、 空気の振動が音となって人間の耳に聞こえる、かろうじてその加減にあったが、キルヒアイスに息を飲ませるに十分だった。ルドルフ大帝に対する批判めいた発言は、当然不経済の対象になるのだ。機関は良い上官をお持ちだ、キルヒアイス大佐。やや声を大きくしてオーベルシュタインは言ったが、それでも囁き以上のものにはならなかった。 い上官とは部下の再官を生かせる人を言うのです現在の帝国軍には至って少ないだがローエングラム博は違うお若いに似ず大したお方ですな門伐意識ばかり強い大貴族どもには理解しがたいでしょうが罠に対する警告信号がキルヒアイスの脳裏に点滅したこのオーベルシュタインなる男が ラインハルトの失脚を望む連中の操り人形でないと、どうして断言できるだろう。機関はどこの部隊に所属しておいてで,です。さりげなく話題を転じる。今までは、統帥本部の情報処理科にいましたが、今度、イゼルロン要塞駐留艦隊の爆量を拝命しました。答えてから、オーベルシュタインは薄く笑った。 用心しておられるようだ、期間は一瞬鼻じろんだキルヒアイスが何か言おうとした時入室してくるラインハルトの姿が彼の視界に映った「式典が終了したらしい」「キルヒアイス明日」声をかけて部下のそばにいる青白い顔の男に気づいたオーベルシュタインは敬礼して名乗り型通りの短い祝辞を述べると「 背を向けて去ったラインハルトとキルヒアイスは廊下に出たその夜は彼らは宮殿の一宮にある小さな客用の館に宿泊することになっていたその場所まで庭園の内部を15分は歩かなければならないキルヒアイス明日姉上に会うお前も来るだろ夜空の下に出たところでラインハルトが言った 私が同行ししてもよろしいのですか。何を今さら遠慮する俺たちは家族だぞラインハルトは少年の笑顔になったがそれを引っ込めるとやや声を低めたところで宣告の男は何者だ多少気にかかるなキルヒアイスは簡単に事情を説明し「どうも得体の知れない人です」と感想を付け加えた ラインハルトは書いたように形のよい眉を軽くしかめて聞いていたが「確かに得体の知れない男だな」とキルヒアイスの意見に賛同した「どういうつもりでお前に近づいたか知らないが用心しておくに越したことはない」「もっとも好敵が多いと用心もなかなか難しいか」2人は同時に笑った。 グリューネワルト伯爵夫人アンネ・ローゼの館はやはりノイエ・サンスーシーの一宮にあったが訪れるには派手に装飾された宮廷用のランドカーで10分も走る必要があったキルヒアイスなどにはいっそ歩いた方が気楽なのだが皇帝陛下のご厚意により宮内省から差し向けられたランドカーとあっては仕方ない目的の館は菩提樹の茂る池のほとりにあり 女主人にふさわしい清楚な建築様式だったアンネ・ローゼのすんなりした優美な姿をポーチに見出すとラインハルトはまだ完全には止まっていないランドカーから飛び降り小走りに駆け寄った姉<上>アンネ・ローゼは春の日差しのような笑顔で弟を迎えたラインハルトよく来てくれましたねそれにチークも。 アンネ・ローゼ様もお元気そうで何よりですありがとうさあ二人ともお入りなさいあなたたちが来るのを何日も前から待っていたのよまあこの人は昔と少しも変わらないとキルヒアイスは思ったその優しさ清楚さを損なうことは皇帝の権力をもってしても不可能だったのだコーヒーを入れましょうそれと ケケルシーのケーのキもね。手作りだからあなた方の口に合うかどうかわからないけど食べていってちょうだい口を合わせますよ笑いながらラインハルトが応じ手頃な広さの今には和やかな雰囲気が満ちた時の精霊がこの空間だけを10年前に戻したような錯覚を若者たちは等しく抱いたコーヒーカップの触れ合う音 清潔なテーブルクロスケルシーのケーキに混ぜられた微量のバニラエッセンスの香りつつましい幸福の一つの形がそこにあった伯爵夫人ともあろうものが調理場に立ち入るものではないと時々言われるけど流れるような手さばきでケーキを切り分けながらアンネ・ローゼは微笑したなんと言われてもこれが楽しいものだから仕方ないわね あまり機会に頼らず、自分の手で焼くのがね。コーヒーが入れられ、クリームが落とされた。手作りのケーキに裏を考える必要のない会話。心が温かい波に侵されてゆくかのような時が過ぎてゆく。ラインハルトがわがままばかり言って、さぞ迷惑をかけているのでしょうね、ジーク。い,いえ、そのような。本心を言っていいのだぞ。 ラインハルトダメよ、からかっては。そうそう、シャウハウゼン主役夫人からいただいた美味しいヴァンローゼがあるの。地下室にあるから取ってきてくれないかしら。帝国減税閣下に雑用を頼んで悪いけど。姉上こそ私をからかうんですね。ええ、雑用でも何でも愛務めますとも。気軽にラインハルトは立っていった。あとには。 アンネローゼとキルヒアアイスが残ったアンネローゼは弟の親友に優しい美少を向けたチーク弟がいつもお世話になっていますねとんでもありませんお世話を一方的に被っているのは私です貴族でもない私がこの年齢で大散などと身に余ると思っておりますもうすぐ少々でしょう聞きましたよおめでとう ありがとうございます。ジダの熱さをキルヒアイスは自覚した弟は口には出さないしあるいは本人も気づいていないかもしれないけどチークあなたを本当に頼りにしていますどうかこれからも弟のことをお願いするわね恐縮です私などがチークあなたはもっと自分を評価すべきですよ 弟にはは才能はありまたぶん他の誰にもない才能が。でも弟はあなたほど大人ではありません。自分の足の速さに溺れて断崖から転落するカモシカのようなそんなところがあります。これは弟が生まれた時から知っている私だから言えることです。アンネローゼ様どうかチークお願いします。 ラインハルトが断崖から足を踏み外すことのないよう見守ってやってて。やもしそんな兆しが見えたら叱ってやって弟はあなたの忠告なら受け入れるでしょうもしあなたの言うことも聞かなくなったらその時は弟も終わりですどんなに才能があったとしてもそれに伴う器量がなかったのだと自ら証明することになるでしょう アンネローゼの美貌からすでに美少は消え去っていた弟のそれより濃いサファイア色の瞳に悲しみに似た陰影がたゆたっている見えざる刃が心の上を滑って鋭い痛みをキルヒアイスに与えたそうだ今は10年前ではないのだラインハルトと自分は町の少年ではなくアンネローゼも 家庭的なな少女ではない。皇帝の長期と帝国元帥とその副官。権力の放火と不襲を同時に嗅ぐ立場にいる3人の男女私にできることでしたら何でもいたしますアンネ・ローズ様キルヒアイスの声は感情を抑制しようとする主人の意思にどうにか従っていた。 ラインハルト様に対する私の忠誠心を信じてください。決してアンネローゼ様のお心に背くようなことはいたしません。ありがとう、チーク。ごめんなさいね。無理なことばかりをお願いして。でも、あなた以外に頼る人は私にもいません。どうか許してくださいね。私はあなたたちに頼ってほしいのです。胸中で、 キルヒアイスはつぶやいた10年前あなたに弟と仲良くしてやってと言われた瞬間からずっとそうなのです10年前再びキルヒアイスの心は痛む10年前に自分が今の年齢であったらアンネローゼを決して皇帝の手などに私はしなかった万難を拝して指定を連れ多分 自由惑星同盟に逃亡していただろう今頃は同盟軍の士官にでもなっていたかもしれないその当時自分にはその能力もなく自分自身の意思すらはっきりと把握できていなかった今はそうではないだが10年前以上にどうしようもない人はなぜ自分にとって最も必要な時 それにふさわしい年齢でいることができないのだろう。もっと見つけやすい場所に置いていてくれればいいのに。その声がラインハルトの戻ってきたことを告げた。はい、ご苦労様。でも苦労して探しただけの価値はあってよ。グラスを持ってくるわね。このような時間をわずかでも持てたことを幸福に思うべきなのだ。 キルヒアイスは自分にそう言い聞かせた次に必ず到来する戦いの時を疎ましく思うようなことがあってはならなかった第4章第13艦隊誕生地上55回地下80回惑星ハイネセンの北半球落葉樹林気候帯にある それが自由惑星同盟軍統合作戦本部のビルであるこの周囲に技術科学本部、広報勤務本部、宇宙防衛管制司令部、士官学校、首都防衛司令部などの建物が整然と配置され首都ハイネセンポリスの中心部から100キロほど離れた軍事中枢地区を形成しているのだその統合作戦本部の地下 4層のフロアをぶち抜いた集会場において、アスターテ海戦戦没者の慰霊祭が行われようとしていた。同盟軍アスターテ派遣部隊が戦力の6割を失い、疲労しきった廃山の身で帰還してから2日後の美しく晴れ渡った午後である。会場へ向かうベルトウェイは出席者の群れに埋まっていた。戦死者の遺族がおり、政府や軍部の関係者がいる。 中にヤン・ウェンリーの姿もあった。話しかけてくる周囲の人々に適当な応答をしながら、ヤンは頭上に広がる青空に視線を送った。彼の目には見えないが、大気の層が幾重にも重なったその上の空間には、無数の軍事衛星が音もなく飛翔しているはずだった。中でも十二個の迎撃衛星を連ねたアルテミスの首飾り、 宇宙防衛管制司令部によって制御される巨大な殺人と破壊のシステムは「これある限り惑星ハイネ船は難攻不落である」と同盟軍幹部をして豪語させているそれを聞くたびヤンは「難攻不落」と称された要塞の大部分が豪華の中に崩れ去った過去の歴史を思い出してしまうのだ。だいたい、た 軍事的に強いということが自慢の種になると思っているのだろうかヤンは両手で軽く頬を叩いた神経が完全に目覚めていないように感じられる16時間続けて眠りはしたがそれまでは60時間置きっぱなしだったのだちゃんとした食事もとっていない胃が活力を失っているのでユリヤンが温めてくれた野菜スープを飲んできただけである 感謝に戻るなりベッドに倒れ込み起きたら1時間も経たずに出てきて考えてみれば彼が保護者になっている少年とろくな会話を交わした記憶もないややれやれれ保護者者失格だなこれはそう思う思彼の肩を叩く者がいる振り返った視線の先に士官学校の先輩アレックス・キャゼルヌ少将が佇たずんで笑っていた。 まだ完全に目が覚めてないようだなアスターテの英雄は誰が英雄です俺の前に立っている人物さ電子新聞を見る間もなかったらしいがジャーナリズムはこぞってそう書き立てているぞ敗軍の将ですよ私はそう同盟軍は敗れたよって英雄を是非とも必要とするんだ大勝利ならあえてそれを必要とせんがね 敗れときは民衆の視線を対局からそろさなくてはならんからなエルファシルの時もそうだったろうが皮肉な誤調はキャゼルヌの特徴である中絶で健康そうな肉付きをした35歳の男で同盟軍統合作戦本部長シドニー・シトレ元帥の次席副官を務めている前線勤務よりデスクワークの経験が豊富で企画調整事務処理などの能力に恵まれ 将来は広報勤務本部長の座を確実視されていた今頃のお出ましでいいのですか副官というのは雑用係で忙しいと思いましたが軽く反撃されて敏腕な軍官僚は口元を微妙な形にほころばせた主催するのは議天局だからな軍人もそれに遺族さえも実はお呼びじゃない一番張り切っているのは 国防委員長閣下だ。言ってしまえば次期政権を狙う国防委員長のための政治省だからな両者は等しく同盟政府国防委員長呼ぶと流に人の顔を思い浮かべた長身と端正な美目を有する41歳の少燥政治家行動力に富んだ対帝国強硬論者彼を知る者の半数は雄弁家と称え 残る半数は奇弁家として意味嫌う現在の同盟元首は最高評議会議長ロイヤル・サンフォードだがこれは政局の渦中から浮上した調整役タイプの老政客で万事に洗礼尊重主義でありとかく制裁を欠くため時代の指導者として脚光を浴びつつある存在であるあの男の下品な先導演説を長々と拝聴しなければならないのは。 徹夜以上の苦痛だがキャゼルヌは苦々しく言ったが彼は軍部にあっては少数派なのであるどうせ人気取りではあろうがひたすら軍備の充実と帝国打倒を説くト流ュ人に対して好意を寄せる者が征服軍人の間には多いそしてヤンも少数派の一員だった会場で両者の席は離れ離れになった キャゼルヌは貴賓席のシトレ本部長の背後にヤンは演壇直下の最前列にである式は型通りに始まり型通りに進行していった官僚の作成した原稿を無感動に棒読みしてサンフォード議長が退くと鳥海人国防委員長が颯爽と登壇した彼が現れただけで場内の空気が熱を帯び議長の時よりも大きな拍手が起こる。 都流に人は原稿を持たぬまま張りのある声で6万人の参列者に語りかけたお集まりの市民諸君兵士諸君今日我々がこの場に馳せ参じた目的は何かアスターテ聖域において参悔した150万の英霊を慰めるためである彼らは尊い命を祖国の自由と平和を守らんがために捧げたのだ ここまでの演説でヤンはすでに耳を塞ぎたくなった聞いている方が恥ずかしくなり空々ららしくビジレクを並べ立てる演説者の側が平然としているといった滑稽な情景は古代ギリシア以来の人類の伝統なのだろうか尊い命と今私は言った誠に命は尊ぶべきであるしかし諸君彼らが懺悔したのは 個人の命よりさらに貴重なものが存在するということを後に残された我々に教えるためなのだそれは何かすなわち祖国と自由である彼らの死は美しい生姜を殺して大義に準じたからこそだ彼らは良き夫であった良き父親であり良き息子であり良き恋人であった 彼らには充実しかし彼らはその権利を捨てて戦場に赴きそして死んだのだ市民諸君私はあえて問う150万の将兵はなぜ死んだのか首脳部の作戦指揮がまずかったからさヤンがつぶやいた独白にしては声が大きかった 周囲の数人が愕然として黒い髪の若い士官を見合ったヤンがその一人の目を直視すると相手はうろたえたように視線を壇上に戻したその視線の先では国防委員長の演説が延々と続いている都流に人の顔は好調し両眼に自己陶酔の輝きがあったそうその回答を私はすでに述べた 彼らは祖国と自由を守るために命を投げうったのだこれほど崇高と称するに値する死があるだろうか自分のためにのみ生きること自分のためにのみ死ぬことがいかに非生であるかをこれほど雄弁に我々に教えるものがあるだろうか祖国あってこその個人であることを諸君は想起しなければならないそれこそが 命にも勝って重要なものなのだ明記せよこの事実をそして私は一段と声を大にして言いたい祖国と自由こそ命を代償として守るに値するものだと我々の戦いは正義なのだと帝国との講和を主張する一部の自称平和主義者たちを専制的全体主義との共存が可能だと考える 一部の自称理想主義者たちを名門から覚めよう諸君の行為は動機はどうであれ結果としては同盟の力をそぎ帝国を利することになるのだ帝国においては反戦平和の主張など認められない自由の国である我が同盟だからこそ国策への反対が許されるのだ諸君はそれに甘えている 平和を口で唱えるほど優しいものはない一つだけあるとヤンは考えた安全な場所に隠れて主戦論を唱えることだ周囲の人々の熱狂が刻一刻と水量を増してゆくのをヤンは全身で感知してうんざりしたいつどのような時代でも先導者が支持を失うことはないようだ私はあえて言おう 銀河帝国の先制的全体主義を打倒すべきこの聖戦に反対する者は全て国を損なう者である誇り高き同盟の国民たる資格を持たぬ者である自由な社会とそれを保障する国家体制を守るため死を恐れず戦う者だけが真の同盟国民なのだその覚悟なき卑劣感は 英霊に恥じようこの国は我々の祖先によって建てられた我々は歴史を知っている我々の祖先が流血をもって自由をあがらったことを知っているこの偉大な歴史を持つ我々の祖国自由なる我が祖国守るに値する唯一のものを守るために我々は立って戦おうではないか 戦わんいざ祖国のために同盟万歳共和国万歳帝国を倒せ国防委員長の絶叫とともに聴衆の理性もどこかへ吹き飛んだ強烈の怒涛が6万人の体を押し上げ彼らは座席から立ち上がり奥歯までむき出して渡流に人に昭和した「同盟万歳共和国万歳帝国を倒せ」 無数の腕の林が軍帽を空中に高く回せた。拍手と歓声の競争曲。その中にヤンは黙念と座っていた。黒い瞳が冷ややかに壇上の演説者を見据えている。両手を高く上げて満場の強奮に応えていた鳥龍二彦の視線が聴衆の最前列に落ちた。一瞬その眼光が硬い不快さを示すものになり。 広角が引きつったただ一人座ったままの若い士官を視界に認めたからである後列なら見えなかったであろうが最前列である崇高な祖国愛の権下その眼下にけしからぬ反逆者がいたというわけだった聞かんなぜ怒号を浴びせたのは肉厚の方を持った中年の士官だった。 ヤンと同じ純章の階級章をつけている視線を転じるとヤンは静かに応じたこの国は自由の国です起立したくないときに起立しないで良い自由があるはずだ私はその自由を行使しているだけですではなぜ起立したくないのだ答えない自由を行使します自分ながら可愛げのない応答だ とヤンは自覚している。キャゼルヌ少々が笑うだろう抵抗するにしても方法が切裂だとしかしヤンはここで円熟した大人として行動する気になれなかった起立するのも嫌であり拍手するのも同盟万歳を叫ぶのも嫌だった鳥に人の演説に感動しなかったがゆえに非愛国者と師団されるのなら仰せの通りと応じるしかないいつでも 王様は裸だと叫ぶのは大人ではなく子供なのだ機関はどういういつもりで中年の順将がわめこうとした時壇上の鳥リュウが腕の位置を下げた軽く両手で聴衆を抑える動作をするそれに伴って強熱の水量が減少し静寂が音響を圧し始めた人々の頭部の位置が低くなる ヤンにらみつけていた中年の順将も熱い頬肉を不満そうに震わせながら席に着いた諸君壇上の国防委員長は再び口を開いた超高絶と絶叫で彼の高校は干上がっておりその声は非音楽的にかすれた席を一つすると彼は演説を続けた「我々の強大な武器は?」 全国民の統一された意思である自由の国であり民主的共和政体である以上どれほど崇高な目的であっても強制することはできない各人には国家に反対する自由があるしかし良識ある我が国民には明らかなはずだ真の自由とは希少な自我を捨てて団結し共通の目的に向かって前進することだと 諸君そこで鳥に人が口を閉ざしたのは口が渇いて声がかすれたためではない一人の女性が座席間の通路を縁談へと歩み寄るのに気づいたからであるライトブラウンの頭髪をした若い女性ですれ違う男の半数以上が振り向くであろう程度には美しかった彼女の歩むその両側から低い不審のざわめきが生じて 周囲に波紋を広げた誰だあの女は何をする気だヤンが他の聴衆に倣って女の方を見たのはト流に人の顔を見続けるよりマシだと思ったからだが女を認めて軽く眉を動かさずにはいられなかった彼の記憶にある要望だったのだ国防委員長響きのよいメゾソプラノの声で 女は壇上に向かって語りかけた私はジェシカ・エドワーズと申しますアスタアテ海戦で戦死した第六艦隊幕僚ジャン・ロベール・ラップの婚約者ですいいえ婚約者でしたそれは雄弁なはずの時代の指導者はチェックしたそれはお気の毒でしたお嬢さんしかし 拉致もないことを言って国防委員長は意味もなく広い会場を見渡した。6万の聴衆は6万の沈黙で彼に答えた。全員が息を潜めて婚約者を失った娘を見つめていた。ひたわっていただく必要はありません、委員長。私の婚約者は祖国を守って崇高な死を遂げたのですから。ジェシカは静かに委員長の狼狽を抑え、 二人は露骨に安どの表情を浮かべたそうですかいやあなたはまさに十五の婦女子の鏡とも言うべき人だあなたの称賛すべき精神は必ず熱く報われるでしょう臆面のないその姿に今度はヤンは目を閉じたくなった周知心の欠けた人物に不可能事はないのだとしか思えない一方 ジェシカは冷静なように見えたありがとうございます私はただ委員長に一つ質問を聞いていただきたくて参ったのですほうそれはどんな質問でしょう私が答えられるような質問だといいのだがあなたは今どこにいます流に人はききししたたた質問のの意図をを解できなかっ聴衆多数も同じことをした は何ですと私の婚約者は祖国を守るために戦場に赴いて現在はこの世のどこにもいません委員長あなたはどこにいます死を賛美するあなたはどこにいますお嬢さん国防委員長は誰の目にもたじろいで見えたあなたのご家族はどこにいますジェシカの追及は容赦なく続いた 私は婚約者を犠牲に捧げました国民に犠牲の必要を説くあなたのご家族はどこにいますあなたの演説には一点の日もありませんでもご自分がそれを実行なさっているの警備兵右を見左を見てと竜に人は叫んだこのお嬢さんは取り乱しておられる別室へお連れしろ軍拡隊私の演説は終わった国家を 国家の水槽だジェシカの腕を誰かが掴んだ振り払おうとして彼女は相手の顔を見思いとどまった行こうヤン・ウェンリーは穏やかに言ったここはあなたのいるべき場所ではないと思う勇壮な高揚感にあふれた音楽が会場内に満ち始めていた自由惑星同盟の国家自由の旗 自由の民である「友よいつの日か圧生者を打倒し解放された惑星の上に自由の旗を立てよう」「我ら今を戦う輝く未来のために我ら今日を戦う実りある明日のために友よ歌おう自由の魂を友よ示そう自由の魂を」 音楽に合わせて聴衆が歌い始める。戦国の無秩序な叫び声と異なり、それは統一された豊かな旋律だった。先制政治の闇の彼方から、自由の暁を我らの手で呼び込もう。演談に背を向けて、ヤンとジェシカは通路を出口へと歩いて行った。両者がそばを過ぎるとき、長州は視線を投げ、 すぐにに視線を壇上に戻して歌い続ける両者の前で音もなく開いたドアが彼らの背後で閉じる時国家の最後の一節が耳をうった「おお我ら自由の民我ら永遠に征服されず」「落日の最後の予行が消え去り甘美な夜の涼気が地上を覆っていた」 たる星の群れが草原の光を降り注ぎ始めたこの季節螺旋状の絹帯に例えられる星座の輝きがひときわ鮮烈であるハイネセンポリスの宇宙港は喧騒を極めていた広大なロビーに種々雑多な人々が群れつどっている旅を終えた者がおりこれから旅立つ者がいる見送る者出迎える者 昔ながらのスーツ姿の一般市民黒いベレー帽をかぶった軍人コンビネーションスーツの技術者一息でに並行したような表情で要所要所に佇む警備官仕事に追い回されながら足早に歩く宇宙港職員はしゃぎ回る子どもたち邪魔な人間どもの感激を塗ってハツカネズミのように走り回る荷物運搬のロボットカー ジェシカ・エドワーズは、そばにいる青年の名を呼んだ。ん私のこと、嫌な女だと思ったでしょうね。どうして悲しみを黙って耐えている遺族が大部分なのだし、大勢の人の前であんなこと叫んだりして、不快に思って当然だわ。黙って耐えているばかりで、事態が改善された例はない。誰かが指導者の責任を休断しなくてはならないのだ。 ヤンはそう考えたが、口に出してはこう言っただけだった。いや、そんな言葉はないよ。二人は宇宙港ロビーのソファーの一つに並んで座っていた。ジェシカは一時間後の定期船で、ハイネセンの隣の惑星、テルヌーゼンに帰るのだという。彼女はその地で初等学校の音楽の教師をしているのだ。ジャン・ロベール・ラップ少佐が生きていれば、 当然近い将来退職して結婚していたであろうあなたは出世なさったわねヤンジェシカが眼前を通過する3人の親子を見つめながら言ったヤンは返答しなかったアスターテでのご活躍伺ったわそれ以前の功績もジャン・ロベールがいつも感心していたわ同期生の誇りだと言って ジャン・ロベール・ラップはいい男だった。ジェシカが彼を選んだのは賢明な選択だったといささかの心寂しさとともにヤンは思う士官学校の事務長の娘で音楽学校に通っていたジェシカ・エドワーズ現在では婚約者を失った音楽教師あなたを除いて同盟軍の提督たちは皆恥じるべきね。 一度のので100万人以上もの死者を出したのの。ですもも義上も恥じるべきなんだわ。それは少し違うとヤンは思った非戦闘員を虐殺したとか休戦協定を破ったとかの蛮行があった場合はともかく本来名将と具将との間に道義上の優劣はない具将が味方を100万人殺す時名将は敵を100万人殺す その差があるだけで、殺されても殺さないという絶対的平和主義の見地からすれば、どちらも大量殺人者であることに差はないのだ。愚症が恥じるべきは能力の欠如であって、道義とはレベルの異なる問題である。だがこのことを言っても理解してはもらえないだろうし、理解を求めるべきことでもないように思われた。宇宙港の搭乗案内がジェシカをソファーから立たせた。 彼女の乗る定期船の出航が迫ったのだ。さようなら、ヤン。送ってくださって、ありがとう。気をつけて。出世なさってね。ジャン・ロベールの分も。登場口に消えるジェシカの後ろ姿を、ヤンはじっと見送った。出世なさって、か。それは、より多くの敵を殺せ、ということだと、彼女は気づいているだろうか。 多分いや絶対に気づいてはいないだろうそれは銀河帝国に彼女と同じ境遇の女性を作れということでもあるのだその時帝国の女性たちは誰に悲哀と怒りをぶつけるのだろうあのヤン・ウンリー中将でいらっしゃいますか年老いた女性の声がしたヤンはゆっくり振り向いて 五六歳の男の子を連れた上品そうな老婦人の姿を視界のうちに見出した。そうですが、ああ、やっぱり、これウィール、この方がアスターテの英雄ですよ。ご挨拶なさい。男の子ははにかんで老婦人の背後に隠れた。私はメイヤー夫人と申します。夫も息子も。 息子というのはこの子の父親ですが軍人で帝国軍と戦って名誉の戦死を遂げましたあなたの武君もニュースで知って感激したのですけれどこんな場所でお目にかかれるなんて妨害の幸福でございますわ <laughs> 自分は一体今どんな表情をしているのだろうとヤンは思ったこの子も 軍人になりりたいと申しております帝国軍をやっつけてパパの敵を討つんだとヤン・ジュンシ厚かましいお願いとは存じますが英雄でいらっしゃるあなたのお手をこの句に与えてやってくださいませんかしら握手をしていただけばこの子にとっては将来への励みになると思いますの老婦人のお顔をヤンは制止できなかった 返答がないのを証人と取ったのであろう老婦人は孫を若い提督の前に押し出そうとしたしかし孫はヤンの顔を見ながらも祖母の服にしがみついて離れようとしないなんですウィルそんなことで勇敢な軍人になれると思うのメイヤ夫人人心の中で汗ををいなががらはは声をかけたウィル坊やが成人する頃は 平和なな時代になっていますよ。無理に軍人になる必要はなくなってるでしょうぼや元気で軽く一礼するとヤンはきびを返して早い歩調でその場を立ち去った要するに逃げ出したのであるそれを不名誉とは思わなかったヤンがシルバーブリッジ二24番地の感謝に帰った時 ハイネ線標準時の二0時を腕時計は示していないその一帯は独身者または小家族を対象とする高級士官用の住宅地区で自然の葉緑素の爽やかな好機が漂っているとは言っても建物や設備は必ずしも新しいとか豪華だとかは言えない土地に余裕があり緑に富んでいるのは新築または増改築に要する費用が 慢性的に不足しているるからである低速度のベルトウェイから降りてヤンは手入れの悪い広い教養芝生を横断した識別装置を備えた門扉が過重労働に対する不平のきしみを立てながらも b 6号感謝の主人を迎え入れる「私費を投じてもそろそろ取り替えるべきかな」とヤンは思った「経理部に交渉してもなかなか拉致が開かないのだ」 おかえりなさい、順将。ユリアンミンツ少年がポーチに彼を出迎えた。もしかしたら帰っていらっしゃらないかと思っていたんです。でもよかった。お好きなアイリッシュシチューを作ってあるんですよ。そいつは空腹で帰ってきた甲斐があった。だけどなぜそう思ったんだキャゼルヌ少将からご連絡をいただいたんです。ヤンの軍用ベレーを受け取りながら少年は答えた。 あいつは式典の途中で美人と手に手を取って抜け出したって言っておられましたよあの野郎玄関に入りながらヤンは苦笑したユリアン・ミンツ少年はヤンの被保護者で14歳になる身長は年齢相応だ浜色の頭髪とダークブラウンの瞳と繊細な要望を持っておりキャゼルヌなどはヤンのおこしょうと呼ぶことがある ユリアン少年は2年前軍人子女福祉戦時特例法によってヤンの非保護者となったのだこれは発案者の名を取ってトラバース法と通称されている自由惑星同盟は1世紀半にわたって銀河帝国と戦争状態にあるそれは慢性的な戦死者戦災者の発生を意味する親族のない戦争孤児の救済と 人的資源確保の一石二鳥を目的として作孤児たちが軍人の家庭で養育される一定額の養育費が政府から貸与される孤児たちは15歳まで一般の学校に通う以後の進路選択は本人の意思次第だが軍隊に志願して少年兵となったり士官学校や技術学校等の軍関係の学校に入学すれば 養育費の返還は免除されるのだ軍隊にとっては女性も後方勤務には欠かせない人的資源であり補給、経理、輸送、通信、感性、情報処理、施設管理などに必要なのである要するに中世以来の都定制度と思えばよろしいもっと悪質かな金銭で将来を縛ろうというんだから 当時広報勤務本部に所属していたキャゼルノはそう皮肉たっぷりに説明したものだしかしとにかく餌がなければ人間は生きていけんこれは事実だからなで飼育係が必要なわけだがお前さんにも一人ぐらい引き受けてもらいたい私は家庭持ちじゃありませんよだからだ妻子を養うという社会的義務を果たしていないわけだろうが 養育費も出ることだしこれぐらいは引き受けてもらわんとなえー、独身貴族。わかりましたでも一人だけですよなんなら二名でもいいんだが一人で十分ですそが。かでは二人前食うようなやつを探してきてやる両者の間で以上のような会話が交わされてから四日後、ユリアン少年は のの玄関に立ったのだったただゆりやんは即日ヤン家の中に自分の位置を確保したそれまでヤン家の唯一の構成員は有能勤勉な家庭経営者とは少しがたくせっかくホームコンピューターがあっても情報を入れることを怠るものだから結局は無用の長物と化しそれに伴ってあらゆる生活危機器も誇りをかぶるというありさまだったのであるゆりやんは自分自身のためにも 家庭の物質的環境を整備しようと決意したらしいユリアンがヤンケの住人となった翌々日若い党首は短期間の出張に出かけたが一週間後に帰宅して生徒と能率の連合軍に占領された我が家を見出したのだったホームコンピューターの情報を六部門に分類して整理しました十二歳の占領軍司令官は呆然と立ちすくむ党首にそう報告した えーと、1家庭経営管理2危機器制御3保安4情報収集5家庭学習6娯楽です家計簿とか毎日のメニューが1冷暖房とか掃除機とか洗濯機とかが2防犯や消火装置が3ニュースや天気予報や買い物情報が4覚えておいてくださいね大佐当時 ヤンは大佐だった。彼は無言で今兼食堂のソファに腰を下ろし、この無邪気な笑顔の小さな侵略者に何と言ってやろうかと考えた。それと掃除もしておきました。ベッドのシーツも洗濯してあります。あの家中きちんと整頓できたと思いますけど、ご不満があったらおっしゃってください。何かご用はありませんか。紅茶を一杯もらおうか。 そうヤンが言ったのは好きな紅茶で喉を湿らしてから苦情を言ってやろうと思ったからだがキッチンに飛んでいった少年が新品同様にきれいになったティーセットを運んできて彼の眼前でシロン生産の茶を入れたその手さばきに驚いた差し出された茶を一口すすって彼は少年に降伏することにしたそれほど香りも味も良かったのだ ユリアンの暴風は宇宙艦隊の大尉だったがヤン以上の茶道楽で息子に茶の種類や入れ方を伝授したのだというヤンがユリアン少年式の家庭経営を受け入れてから半月後三次元チェスをやりに訪問したキャゼルヌが室内を見渡して論評したユーシー以来初めてお前さんの家が清潔になったじゃないか。 親が無能ならその分子供がしっかりするというのは真実らしいなヤンは反論しなかったそれから2年たつユリアンは身長も1 0センチ以上伸びほんの少しだが大人っぽくなった学業成績も良いようだ「ようだ」というのは落第でもしない限りいちいち報告無用と保護者が宣告する一方で被保護者の方は「 時折表彰メダルなど持ち帰ってくるからであるキャゼルヌに言わせれば出乱の誉れということになる今日学校で来年以降の進路を聞かれました食事をしながらゆりやんがそう言ったのは珍しいことだったやんはシチューをすくうスプーンの動きを止めて少年を見合った卒業は来年6月じゃないのか単位を取得して 半年早く卒業できる制度があるんですよほうと無責任な保護者は感心したで軍人になるつもりなのかええ僕は軍人の子ですから親の職業を子が継がなきゃならんという法はないさ現に私の父親は公益証だった他になりたい職業があればそれにつくことだとヤンは言った 宇宙港であったウィル・ボーヤの幼い顔が思い出されたでも軍務に就かないと養育費を返さなければなりませんから返すさえお前の保護者を過小評価するなよそれぐらいの貯蓄はある第一そんなに早く卒業する必要はないんだもう少し遊んでたらどうだ少年は滑らかな頬を染めたようである そこままでご迷惑はかけられません。生意気言うな子供のくせに子供ってのはな大人を食い物にして成長するものだありがとうございますでもでもなんだそんなに軍人になりたいのかユリアンは不審そうにヤンの顔を見たなんだか軍人がお嫌いみたいに聞こえますけど嫌いだよ 感銘なヤンの返答は少年を困惑させた。だってそれじゃなぜ軍人におなりになったんです決まってる。他に脳がなかったからだ。ヤンはシチューを食べ終わりナプキンで口を拭った。ユリアンは食器を下げキッチンの皿洗い機をホームコンピューターで操作した。ティーセットを運んできてシロンハの紅茶を入れ始める。 まあ、もう少し考えてから決めなさい慌てることは何もないはいそうしますでも順章ニュースで言ってましたけどローエングラム博が軍務に就いたのは15歳の時ですってねそうらしいな顔が映りましたけどすごい美男子ですねご存知でしたかローエングラム博ラインハルトの顔なら直接ではないがレーザーホログラムなどでヤンは幾度か見たことがある 広報勤務本部の女性兵たちの間では同盟軍のどの士官よりも人気が高いとの噂も聞いたさもあろうあれほど美貌の若者をヤンも他に見たことがないだけど私だってそう悪くはないはずだそうだろうユリアン。紅茶にはミルクを入れますかブランデーになさいますかブランデーその時、 神経質な音とともに防犯システムの赤いランプが点滅したユリアンがモニター TV のスイッチを入れると赤外線利用の画面に多くの人影が映ったその全員が白い頭巾を頭からかぶり両眼だけを出しているユリアンはい最近はああいう道化師どもが集団で家庭訪問するのが流行っているのかあれは遊告騎士団ですよ そんなサーカス団は知らないな過激な国家主義者の集団なんです反国家的反戦的な言動をする人にいろんな嫌がらせをするんで最近有名なんですでも変だななんでうちに押しかけてくるんだろう順章は褒められることはあっても非難されるようなことはありませんよね奴らは何人いるとヤンは何気なく話題をそらせた ユリアンがモニター画面の隅の数字を読んだ42人です敷地内に侵入したのはあ四43人44人になりましたヤン・ジュンショーマイクを通した大声が特殊ガラスの壁面を微妙に震わせたはいはいヤンはつぶやいたが屋外に通じるはずはない我々は 真に国を愛する者の集団幽国騎士団だ我々は君を弾劾する先行に奢ったか君は軍の意志と一を乱し戦意を損なう行動を示した身に覚えがあるだろう頬のあたりに驚いたユリアンの視線をヤンは感じたヤン淳相君は神聖な慰霊祭を侮辱した 参加者全員が国防委員長の熱弁に応えて帝国打倒を誓った時ただ一人君は席を立たず全国民の決意を長老するかのごとき態度をとったではないか我々は君のその虚構を断劾する主張があるなら我々の前に出てきたまえ言っておくが治安当局への連絡は無益だぞ 我々には通報システムを乱するる方法があるなるほどとヤンは納得した有国騎士団とやらの背後には絶世の愛国者トリューニヒト閣下が控えておいでらしい大行なだけで安物のコンソメスープより内容の薄い演説が見事に共通している本当にそんなことなさったんですかンユリアンが尋ねた うん、まあどうしてまた内心で反対でも立って拍手でもしてみせれば無事に済むことじゃありませんか他人には表面しか見えないんですからねキャゼルヌ少々みたいなことを言うねお前別にキャゼルヌ少々を持ち出さなくても子供だってその程度の知恵は働きますどうした出てこないのか 少しは恥じる心が残っているのか。だが悔い改めるにせよ我々の前に出てそう明言しない限り誠意を認めることはできないぞ外の声が呆然と告げるヤンが舌打ちして立ち上がりかけるとユリアンが彼の袖を引っ張った「順庄いくら腹が立っても武器を使っちゃいけませんよ」お前 あんんまりり先回りするんじゃなないよ大事なんだって私にやつらと話し合う気がないと決めつけるんだだってないんでしょ、うん、その時特殊ガラスの窓に音高く亀裂が走った透析程度で割れるガラスではない次の瞬間人頭台の金属製の球体が室内に飛び込んでくると壁際の飾り棚に激突し そこに並べてあったいくつかの陶磁器類を砕け散らせた。重い音を立てて床に転がる。くせろ危ないヤンが叫び、ユリアンがホームコンピューターを抱えて身軽にソファーの陰に飛び込んだ瞬間、金属球は勢いよくいくつかの塊に分裂して八方に飛んだ。非音楽的な騒音が室内の各所で同時発生し、照明や食器や椅子の背などが ガラクタ溶かしてしまったヤンはあぜんとした「幽谷騎士団は敵弾頭を用いて航兵隊がインカの危険がある時使う非火薬製の小規模家屋破壊弾を打ち込んできたのだこの程度の損害で済んだのは破壊力を最低レベルにしてあったからだろう本来なら室内全てが礫きの山溶かしているところだ」。それにしても 民間人がなぜそんな軍用品を所有しているのかヤンはあることを思いついて指を鳴らしたあまりいい音はしなかったがユリアン、ん散水機のスイッチはどれだ2の A の4です応戦なさるんですかやつらには少し礼儀を教えてやる必要があるからなそれじゃどうぞどうしたなんとか言ったらどうだ 返答がなければもう一度傘にかかった屋外からの声が突然悲鳴に変わった最高水圧にセットされた散水機が太い水のムチを白覆面の男たちに叩きつけたからである時ならぬ豪雨に遭遇したかのように彼らは濡れそぼち水のカーテンの中をうお左さおして逃げまどった紳士を怒らせると怖いということが少しは分かったか 数を頼むごろつきども。ヤンが独語した時治安警察の独特のサイレンが遠方から聞こえてきた他の感謝の住人が通報したのであろうそれにしても今まで治安当局の出動がなかったという事実は有国騎士団と称する独善的な連中の勢力が意外に隠然たるものであることを示しているのかもしれない背後にトリューニヒトの存在があるとすればうなずけることだった。 有国騎士団は早々に退散した勝利の外貨を上げる気にはならないだろうその後になってようやく到着した青いコンビネーションスーツの警官は有国騎士団を熱烈な愛国者の団体だと称してヤンを不愉快がらせた君の言う通りならなぜ連中は軍隊に志願しないんだ夜に子供のいる家を囲んで騒ぎ立てるのが愛国者のやることか第一、 やってることが正当なら顔を隠していること自体リンに合わないじゃないかヤンが警官を論破している間にユリアンは散水器のスイッチを切り惨憺たるありさまとなった室内の清掃と整理を始めていた私もやろう役立たずの警官を追い払ったヤンが言うとユリアンは手を振ったい,いえかえって邪魔になりますからそうだ そこのテーブルの上にでも乗っていてくださいテーブルってねお前すぐに済みますからテーブルの上で何をやってればいいんだじゃあ紅茶を入れますからそれでも飲んでいてくださいぶつぶつ言いながらテーブルの上に乗ったヤンはあぐらをかいて座り込んだがユリヤンが拾い上げた陶器の破片を見て外談した万歴赤いだな そいつつはは親父のの遺品の中でたたたっった本物だったんだんがな。22時、キャゼルヌ少将がビジホンをかけてきた時ユリアンは室内の清掃をほとんど済ませていた「いやあ坊や君の保護者を出してくれないか」「あそこです」ユリアンが指さしたのはテーブルの上でヤンケの当主はそこにあぐらをかいて紅茶をすすっていた。 キャゼルヌは5秒ほどその情景を見つめてからおもむろに尋ねたお前さんは自宅ではテーブルの上に座る習慣があったのかね曜日によってはねテーブルの上からヤンは応じキャゼルヌを苦笑させたまあいい急を要する要件があってなすぐ統合作戦本部に出頭してほしい向かいのランドカーがもうすぐそちらに着くはずだ これからですシしトレ本部長じきじきの命令だヤンがティーカップを皿の上に戻す時その音がいつもより少し高かったユリアンは一瞬その場に硬直していたが我に返るとヤンの軍服を取り出すため駆け出していった本部長が私にどんな要件です俺にわかるるのははを要すとということだけだ。けでは後ほど本部で ビジホンは切れた少しの間ヤンは腕を組んで考え込んだ振り向くと彼の軍服を両手に抱えたユリアンが立っている着替えているうちに本部の公用車が到着した何かと忙しい夜だとヤンは思わずにいられなかった玄関を出ようとしてヤンはふとユリアンを見合ったどうも遅くなりそうだ先に寝ていなさい はい順序ユリアンは答えたがなんとなく少年がその言いつけを守らないような気がやんにはした「ユリアン今夜の事件は多分笑い話で済むだろうだが近い将来それでは済まなくなるかもしれないどうも少しずつ悪い時代になってきているようだなぜ急にそんなことを言い出したのかやんには自分自身の意識がよくわからなかった」 ユリアンはまっすぐ若い提督を見つめた。順章、僕いろいろと余計なこと申し上げたりしますけど、そんなことを気になさらないでください。正しいとお考えになる道を歩んでいただきたいんです。誰よりも順章が正しいと僕信じてます。ヤンは少年を見つめ何か言おうとしたが、結局黙ったまま淡い色の髪を軽く撫でただけだった。そして背を向けると。 ランドカーの方へ歩み出したユリアンはランドカーのテールランプが夜の体内へ溶け込むまでポーチから動かなかった自由惑星同盟軍統合作戦本部長シドニー・シトレ・元帥は2メートルに何々とする長身を有する初老の軍人だった再起間髪というタイプではないが軍隊組織の管理者として また戦略家として堅実な手腕を有し地味ながら重厚な人格に辛抱が厚かった派手な人気こそないが支持者の層は厚く広い統合作戦本部長は征服軍人の最高峰であり戦時においては同盟軍最高司令官代理の称号を与えられる最高司令官は同盟の原首たる最高評議会議長であるそのもとで 国防委員長が軍政を、統合作戦本部長が軍令を担当するのだ。残念ながら自由惑星同盟では、この両者の中は必ずしも良くなかった。軍政の担当者と軍令の責任者は協力し合わねばならない。でなければスムーズに軍隊組織を動かすことはできない。とはいえ、生が合わぬ、虫が好かぬという事実はいかんともしがたく、 に人とシトレとの関係はよく言って武装中立というところだった執務室に入ったヤンをシトレ元帥は懐かしげに迎えたヤンが士官学校の学生だった当時元帥は校長だったのであるかけたまえ、ヤン少々シトレ元帥は進めヤンは遠慮なくそれに従った元帥はすぐに本題に入った 知らせておくことがあって来てもらった正式な辞令交付は明日のことになるが君は今度少々に昇進することになった内定ではなく決定だ昇進の理由はわかるかね負けたからでしょヤンの返答が初老の元帥の口元をほころばせたやれやれ君は昔と少しも変わらんな 恩和なな表情で辛辣なセリフを吐く。歯間学校時代からそうだったですがそれが事実なのではありませんか校長いや、本部長閣下。なぜそう思うのかねやたらと恩賞を与えるのは緊迫している証拠だと古代の兵書にあります敗北から目をそらせる必要があるからだそうですケロリとしてヤンはいい、 を再び苦笑させた彼は腕を組んでかつての生徒を見つめたある意味では君の言うとおりだ近来にない大敗北を被って軍隊も民間人も動揺しているこれを鎮めるには英雄の存在が必要なのだつまり君だヤン少々ヤンは微笑したが愉快そうには見えなかった 君にとっては不本意だろうな作られた英雄になるのはしかしこれも軍人にとっては一種の任務だそれに君は実際昇進にふさわしい功績を立てたのだにもかかわらず昇進させないとあっては統合作戦本部も国防委員会も新賞出馬の実を問われることになるその国防委員会ですが鳥に人委員長のご意向はどうでしょう 一個人ののははこの際問題ではない。たとえ委員長であってもだ後人の立場というものがある建前としてはそうだろうしかし鳥ヒ人の詩人としての側面が有告騎士団の出動を促したものと見えるところで話は変わるが君が戦闘開始前にパエッタ中将に提出した作戦計画あれが実行されていたら 我が軍は勝てたと思うか、ね、ええ多分ヤンはせいぜい控えめに答えたシトレ元帥は考え込むように指先で顎をつまんだだが別の機会にあの作戦案を生かすことは可能ではないかねその時にはローエングラム博に対して復讐することができるだろうそれはローエングラム博次第です彼が今回の成功におごり 再び少数の兵で大軍を破ろうとの誘惑にこうしえなかった時には、あの作戦犯が生き返ることもあるでしょう。しかし…しかししかし多分、そんなことにはならないと思います。少数をもって多数を破るのは一見華麗ではありますが、傭兵の浄土から外れており、戦術ではなく奇術の範疇に属するものです。それと知らないロエングラム博とも思えません。 次は圧倒的な大軍を率いて攻めてくるでしょうそうだな敵より多数の兵力を整えることが傭兵の根幹だだが素郎とはむしろ君の言う奇術の方を歓迎するものでね少数の兵をもって多数の兵を撃破できなければ無能だとさえ思っているまして半数の敵に大敗したとあってはな玄水の黒い顔に ヤン個人に対してはともかく軍部全体に対して政府と市民の評価が厳しいものになるのは当然であろうヤン少将考えてみれば我が同盟軍は傭兵の根幹においては誤っていなかったわけだ敵の2倍の兵力を戦場に投入しているにもかかわらず惨敗したのはなぜだ兵力の運用を誤ったからです ヤンの返答は勘にして用を得ていた多数の兵力を用意したにもかかわらずその利点を生かすべき努力を怠ったのです兵力の多さに安心してしまったのでしょうというとボタン戦争と称された一時代レーダーと電子工学が奇形的に発達していた一時代を除いて戦場における傭兵には常に一定の法則がありました兵力を集中すること その兵力を高速で移動させることこの両者ですこれを要約すればただ一言無駄な兵力を作るなですロエングラム博はそれを完璧に実行してのけたのですうんひるって我が軍をご覧ください第四艦隊が敵に粉砕されている間他の二艦隊は当初の予定にこだわって時間を浪費していました敵上偵察とその情報分析も十分ではありませんでした 三つの艦隊はすべて孤立無援で敵と戦わねばならなかったのです。集中と高速移動の両法則を失念した当然の結果です。ヤンは口を閉ざした。これほど多弁になったのは最近珍しい。多少は気の高ぶりがあるのだろうか。なるほど。君の指揮権はよくわかった。元帥は何度もうなずいた。 ところでもう一つこれは決定ではなく内定だが軍の編成に一部変更が加えられる第4第6両艦隊の残存部隊に新規の兵力を加えて第13艦隊が創設されるのだで君がその初代司令官に任命されるはずだヤンは国尾をかしげた艦隊司令官は中将をもってその任に充てるのではありませんか 新艦隊の規模は通常のほぼ半分だ艦艇6400兵員70万というところだそして第13艦隊の最初の任務はイズルロン要塞の攻略ということになる本部長の区長はごくさりげなかった間を置いてヤンは確認するようにゆっくりと口を開いた半個艦隊で、 あのイゼルローンを攻略しろとおっしゃるのですか。そうだ。可能だとお考えですか。君にできなければ、他の誰にも不可能だろうと考えておるよ。君にならできる。古い伝統を持つ殺し文句だなとヤンは考えた。この甘いささやきにプライドをくすぐられて不可能ごとに挑み、 身を誤った人々のとと多いことか。そして還元を浪した側が責任を取ることは決してないのだヤンは沈黙していた自信がないかね本部長がそう問うた時ヤンはなおも答えなかった自信がないならその胸を即答したであろうだがヤンには自信も精算もあった彼がイゼルローン攻撃の指揮を執っていれば 過去6回にわたって撃退され多くの戦死者を出すという同盟軍の不名誉はなかったはずだそれなのに答えなかったのはシトレ元帥の手に乗るのが嫌だったからであるもし君が新艦隊を率いてイゼルロン要塞の攻略という偉業を成し遂げればシトレ本部長はヤンの顔を見つめた意味ありげな視線だった 君個人に対する「紅白」の念はどうあれ鳥に人国防委員長も君の再寛を認めざるをえんことだろうなそして委員長に対するシトレ本部長の地位も強化されることになる事態は戦略というより政略の範疇に属しているらしいそれにしても老怪な人だ本部長は魅力を尽くします かなりの時間を置いてヤンは答えたそうかやってくれるかシ人トレ本部長は満足の程でうなずいたではキャゼルヌに命じて新艦隊の編成と装備を急がせよう必要な物資があったら何でも彼に注文してくれ可能な限り便宜を図らせる新発はいつになるだろうとヤンは考えた 本部長の任期はあと70日ほどのはずだ。ということは本部長が再任を狙う以上それまでにイゼルローン攻略作戦を終了させねばならない作戦時代に30日を要すると仮定して遅くとも40日後にハイネセンを進発することになりそうだったトリュ人ニヒトはこの人事や作戦に反対しないであろう反故艦隊でイゼルローンを攻略できるはずがないし作戦が失敗すれば シトレとヤンを公然と排除することができるからだヤンたちが自ら墓穴を掘ったと祝杯の一つも挙げるかもしれないまたしばらくはユリヤンの入れる紅茶が飲めなくなるそのことがヤンにはいささか残念だった第五章イゼル・ローン攻略 イゼル・ローン、それは銀河帝国の重要な軍事拠点の名称であるオーディンより6,250光年の距離に壮年期の構成アルテナがあるがもともとこれは枠 いはい、よろしくお願いいたします。あ、行かないです。すいません。ちょっとなんかメモリーがだいぶ重たくなってるので, <laughs> それで、ちょっと動きが怪しくなってください。というわけで、はい、あ向こう音声が映ってると思います。はい、何分門こう2人でやってます。もんでいろいろと大変なんでございますけども <laughs>。はい。これジャージはあの舞台の銀河や伝説をやってた頃のあのスタッフさんです。とか、演者さんに。 あのライトスタッフの足立社長がこう配ってたものを我々もお裾分けいただいたというものになっておりますということでじゃあトナカ中君、はい、抽選会をま,まだ再びスタでやりましょう <laughs> はい <laughs> あの結構ね本当にお便りたくさん頂い,いてますので、はい、本当にじゃあまず何か何をやりましょう、はい、またアクスタいきますかねまあアクスタいきますかはい田中先生のはいいきますかねはい じゃあいきます。お便りいただきました。ありがとうございます。はい。花の長い動物さんからいただいてます。初めてのお便り、送付します。今まで銀河英雄伝説という言葉を耳にすることなく生きてきたのですが、今年の1月にノイエ銀榮殿をテレビで見て、こんなに面白い作品がこの世に存在したんだとびっくりしました。今まで SF の戦争を扱った作品を好きになることがなかったので、 この反応をした自分自身にもびっくりしましたとでその時視聴できた「野家銀栄伝」を全部見てしまって続きが気になりすぎて小説を読むしかないと久しぶりに本屋さんに来ました人生でこんなに長い小説を読むことは初めてだったのですがもう夢中で読みましたということで何か本気に夢中になる体験を久しぶりにしたように思います後半は泣きすぎて会社を休みました <laughs> まあ分かりますその気持ち、うん っていうかうかちのスタッフも何名か,、はい、なんかそんな感じに落ち込んだりしました。<laughs> はいはい、で、今でも銀河のあの銀河の物語を思い出すと涙が出てえ辛くなったり考え込んだりあったかい気持ちになったりします。えもう一生の宝物です。え銀河湯伝説をさまざまな媒体で表してくださり本当に感謝しております。えー、観光40周年、本当におめでとうございますということで、ありがとうございます。おりいまじゃあ次は。 では次は私が引きましょうかね。はい。じゃあお願いします。えっと私をじゃあもう一つアクスターえー2はい、あの第二回目二つ目いきます。はい。うん、じゃあこれからでよいしょどうぞ。いただきました。はいえっ、ー、とペンネームよしゅうきさんから頂きました。はい。えー、昔ワウワウで一挙全話放送をやっていた時があり<ー>それを見たのがきっかけで銀河伝にハマりました。うん えそれぞれのキャラクターはもちろん個人のスペックではなく戦略で競い戦い合うというところにも面白さを感じ惹かれましたアニメから始まりライトノベル舞台、えー、舞台はあの川村隆一さんの時ですねそうですもう見に行ったりと、えー、プライベートの時間が銀英伝に染まっていきました、うん、舞台を見に行った時軍服を意識して緑色のジャケットを着て自由惑星同盟のバッジをつけていったのも、えー、今では良い思い出です 改めてこんなにも楽しくええー、長く楽しませていただける素敵な作品を届けてくださりありがとうございましたということで吉塚さんおめでとうございますおめでとうございます,います舞台もね大岩道子さんの演出とか、はい、舞台僕らかかること多かったんですけど、はい、あのいろんな方演出されてますけどあの、うん、なんかいろいろあの見に行ったりとか、はい、思い出深いなと思いながら、はい、話を聞いておりましたじゃあ次は何しましょうプレゼントはい え次は手の具い,いきますか手の具い,いきますか、はい、じゃこのの三種類セットですね,、はい、ですねはい。では参りますなるべくお便りたくさん紹介したいと思いつつもこういうお話もいっぱいしたいのでちょっとなかなか悩ましいんですがはい、はい <laughs> はいえー、サジさんからいただきました、えー、おめでとうございます,います当選です、えー、銀河遊伝説40周年おめでとうございますそしてオーディオブックの無料放送ありがとうございます え、下山さんの法廷朗読ということで楽しみにしています。一晩リアタイさせていただく所存です。おお聞いてますか？いや聞いてないかも。無理しないでくださいね。<laughs> 本当にえ、私が銀河英伝説に出会ったのは30年前高校の図書館でした。えー、田中先生を知ったのはアルスラン戦記のアニメ化がきっかけでしたが。 その時はまず完結しているシリーズを読もうと一番最初に点を取ったのが銀河流伝説でしたそれがまさかの深い沼とも知らずにということで本当にそうなんですけどいけずな <laughs> えと長期に悔しい思いをしながらもあいけずな展開に悔しい思いをしながらもただただ面白くて何度も読み返して人生初のバイトでバイト代で田中先生の作品を読み漁りましたこの令和の時代に新しい漫画やアニメが制作され 続け、えー、今また若い世代が同じ作品を同じ思いで読んでいるのだろうと思うと嬉しく思います、えー、銀河遊伝説は自分が年を重ねるごとに作品と向き合い方も変わり若い頃に出会っておいて良かったと思える作品ですで一生読んでいくのだろうなと思っています、えー、実は勤め先の社長も銀エーファンでして<ー>そのおかげで少子 昇進試験も通ったんだ。サラリーマン的にも読んでおいてよかったと思いました。括弧笑い。改めて銀河伝説観光40周年おめでとうございます。今後ともメディアミックス含めたさまざまな展開を楽しみにしておりますということでおめでとうございます。うちじゃないよね。うちじゃないと思うんですけどね。でも昇進試験なんか銀河伝のあれが名言でも入ったんでしょうか。ね。あのこれ一枚ワイルに使ってもいいかもしれない。あのその上司でね一枚渡しするとますますこうあの出世の道も開けていくかもしれない。 かもしれないで三色セットですから。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次私いきましょうかね。プラモデル。じゃあまたあのブルンヒルトあの H.M. さんご提供いただきましてブルーンヒルトプラモデルを二つ目いきたいと思います。はい。こちらで。はい。はい。えっとペンネームたにゃんさんから頂きました。はい。え田中先生スタッフの皆様こんにちは。 え銀エー観光40周年おめでとうございます、はい、え私も40歳なので同い年です、うん、ああいいですねえ。自分が生まれた頃には知るよもなかった作品と同じ時を生き今こうして楽しめているのが不思議でなりませんアニメ化ゲーム化舞台化などされ再度アニメ化されて劇場版も、うん、時が流れるにつれスタッフさんなど人も変わり技術も変わり作品を取り巻く変化は多かったと思いますがそれでも作品自体はずっと変わらない、うん、名作は色褪せないということを実感しています 友人宇宙飛行計画がアルテメス計画という名前だとした時ああ真っ先にアルテメスの首飾りを思い出したと同時に思いましたね。いずれの要塞もそのうちできそうだなと思いましたいずれの要塞が実現するその時までそしてその後もそのあも、えー、歴史に残り続ける名作でありますよう、はい、最後に田中先生と、えー、スタッフの皆様もどうぞご健康に気をつけてくださいということで、はい、ありがととううごござざいいまますす田さんこちらお、えー、おめめででとうございます。 じゃあ何いきましょう次次はパンフレットいきますか,いますか、はい、ちょっと待ってね二つ取っちゃったかもしれないあのでこれでいくといい、はい、はいはい、はい、ではパンフレットですねはい次はパンフレットです、はい、コンラッドさんからですおめでとうございます、えー、田中先生に敬意を払わせていただきますこんなに素晴らしい作品を拝見させていただき心から感謝しております えー、中学生の頃「銀蝦伝を読ん,でし読んでいましたがあの時の自分はストーリーの一部しか分かってなかったしかっこいいといった、えー、薄い感想しか出てこなかった大人になってからいろいろなことがあって社会も自分もの考えも結構変わってきて「銀蝦伝の中の各陣営の思惑世界観などについてもっと深く考えていました。 えー、私にとって銀エネイコール未来から反射してくれる歴史だったのようです残念ですが人類といった生き物は決して歴史から、えー、教訓を学ばない生き物だと思いますとといと、はい。うこで、はもしかしたらこれあの言葉遣い的に海外の方の可能性もあるんですけどあ、なるほど。あの、はい送らせていただきますパンフレおめでとうございますおめでとうございますじゃあもう一通パンフレットいきますかいきましょうかはい 間違えてるね。あ、あの、はい、小さいのも入ってます。入ってます、ね。はいち。ちょっと待ってっちっ、ちょっと待って。取っちゃった。もう一回抽選を寄するために。はい。こちらいただきます。はい。では読みますね。えっ、ー、と、和斗さんです。え、四十周年おめでとうございます。 中学3年の時に学校の図書で出会ってからずっと銀河優伝説が大好きです大学の友達がノイエテーズのアニメをきっかけに銀栄伝を好きになってくれました、うん、一緒に映画を見に行った帰りに喫茶店で銀河優伝説に行って心ゆくまで話すのが最近の幸せな時間ですと友達はキルヒアイスが好きな帝国派で私がヤンが好きな同盟派なのでそれぞれ見ているところが違っているのも楽しいです 年末年始に公開される我が国は、えー、星の大会、新たなる戦いの序曲も本当に楽しみにしていますということでいただきました。どうもありがとうございます。あ,あ,りますありがとうございます。あ、そうだ。あのグッズが全国にちゃんと並びますので、うん、よろしければ、うん、あのお求めくださいということで、はい、告知です。<laughs> あの記念コインと缶バッジと <laughs>、はい、でブリュンヒルドのクリア、はい、でクリア、えー、ミラーダイザー。はい で、あとクリアファイル、はい、こちらはえっ、ー、ととちょっと劇場によってはラインナップ若干変わるんですけど、あの取り扱っていただけることになりましたので、はい北海道から沖縄までです。はい、はい、そうなんです。そこをちょっとどうしても実現したかったので、はいす、ねはい、あの一,一生懸命この劇場さんにもあた取り扱っていただいたんで、ね、本当にあ劇場の本当に担当の方に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ますじゃあ次紅茶を行きましょうか。はい。はい、で ちょっと私あのもう一回セッティングするので<う>じゃあちょっと紅茶の抽選をよろしくお願いしますあっ紅,紅茶っていうのはですね関係者の方に配っているというこの紅茶でございますティーブレンダーの有名な方あのにブレンドしてもらった紅茶になりますのではいこちら 読まませていただきますい、えー、アッピさんでですおめでとうございます、えー、すごく長い時間の生配信どう,し、えー、どうぞ出演者様も、えー、お体大事になさってくださいありがとうございます、えー、40周年を一緒にお祝いできて嬉しいです、えー、私は藤崎先生の漫画から銀河湯伝説を知りましたがこちらですね51話今無料中ですからね 無料でで配信中の漫画でもあります、はいえー、こうして出会うことができてあ田中先生の素晴らしい文章物語にこうして出会うことができて人生が豊かになりました、えー、最近の世界情勢の予言書のようになっていてこれが40年も前にしかも30代の田中先生が書かれたことに衝撃を受けております、えー、寒い日が続きますがどうか体に気をつけてこれからも銀栄伝を楽しませてくださいというふうに。はい おおりいてます、えー、とそうです、ね、あの世界情勢とかいろいろありますけどもあの田中先生はですねあのこれ人から聞いたまんまなんですけどあくまでエンタメ小説としてこの作品送り出されてますのであの、まあ、当然予言書ではないんですけどあのみんなで楽しみながらこれからも「銀河湯伝説」を楽しんでいければと思っております。えー、おめででとととううございいますということで 次がですね、じゃあ、どんどん僕は抽選を進めさせていただくんですが、そろそろお時間あ、お時間、はい、じゃあ、ラスト一個だけね。はい、あまだいきます。3までいきますからね。<laughs> あ、そうか、はいはい。ではでは、アクリルスタンドいきますね。はい、こちら。もうね、抽選をどんどん、どんどん回していこうと思っておりますので、ポムスケさんです。 これ字が小さいからちょっと待ってくださいね最近銀河湯伝説に出会ったばかりのものですこれからの番組も見させていただきます銀河湯伝説は昔の作品なのに今でも盛り上がっていてとても嬉しいですそれも作品を愛している制作関係者たちやファンの力で成り立っていてとっても感動しました自分も後世に引き継いでいきますうん、嬉しい嬉しい, <laughs> 嬉しいあの嬉しいというのは あのうちの会社というか、これ個人的な話なんですけど、僕、銀河油伝説の仕事することが多いので、おいっ子、めっ子とかにあのどんな仕事してるのって聞かれる時があるんですよ、銀河油伝説で。で、その時に僕が言ってるのが、のこの作品を次の世代にバトンするための仕事をお手伝いしてますって言ってるんですね。で、こういう、あの後で続いてくれる人がいると、なんか僕もとてもありがたいですし、嬉しいです。そしてあとファンの 皆さんにあのこれライトスタッフの足立社長はよく僕らに言ってることなんですけどよくというか何回か聞いてることなんですけど「あの銀河湯伝説」っていう作品はあのファンの皆さんにここまでしていただいた作品だっておっしゃっていてでファンの方にとにかくあの感謝をあの伝えれるような運営を僕らもしないといけないなって思ったきっかけの言葉だったりするんですねこれが。 なのでファンの人に大きくしていただいてファンの人にここまで長く守っていただいたというか続けていただいた作品だっていうふうなことだと思うので趣旨としてはなのであの一緒に後世にこうね残ってきるような引き継いでいけるようなあのはいなんか一緒に頑張っていきましょう盛り上げていきましょうということではいお願いいたしますじゃあ須磨さんの方とあはいはいはいちなみに今高ちゃん方はこちらはこちらの方ですね大事ですからそうですねはいいます。 温泉タイムはねあの言うてもあのお風呂に行ってもらってもトイレに行ってもらってもいい時間だったりしますので,ですの別にこれあの見てないとあの当たらないというわけではないので,で <laughs> ご自にまたアクスタいきますねはい,はいではいきますはい森蔵さんですおめでとうございます銀河伝説40周年おめでとうございます,、えーいますえー、石黒版の銀河伝説を 去年初めて視聴し、えー、重,重厚なストーリーと深みのあるキャラクターたちに魅力されてあっという間にファンになってしまいましたアニメ全編を通して特にすごいなと感じたのは銀営、えー、電は会議のシーンが多いのに全く退屈しないということです表情や仕事そしてセリフの応酬の端々にキャラクターたちの人間性や過去が垣間見えていつまでも見て,見ていたい、えー、ほどでした、うん、確かにいつまでも見ていたい、うん であらゆるアニメに派手な名シーンは存在しますが会議のシーンがこんなに面白いのはいいて他にないのではないかと思います今度映画館で 4K 上映が開始されるとのことでスクリーンで皆の姿を拝見できるのがとても嬉しいです、えー、当日は大好きなオーベルシュタインの缶バッジをつけてアクスターを持って映画館に行きますうわ40年,ぶり40年にわたりコンテンツを更新続けてくださりありがとうございます 銀河伝に出会えたことは私にとってかなりの幸福です。これからも応援します。新材物も,も,もののファンですが、末長くお願いいたします。ということで、いやありがとうございます。あ,ますあの我々の作ったグッズがですね、うん、あの日々の生活の中にこう溶け込んでるっていうのを見れるのがまず嬉しかったのと、うんうん、で書き下ろしの缶バッチを僕ら先にちょっと発売したんですね。で,ね、はいうん、でこれやっぱりこうなんとなくなんですけど、やっぱりなんか。 皆さん今のアニメの作品って、うん、板バックって言われてるものとかがあってこう自分でこうバッジをいっぱいつけて映画見に行ったりとか友達に自慢したりとかっていうのがあるっていうふうに聞いてたのでそれができたらなんかオーベルシュタインでそれをやってくださるって言ってもうありがとうございます本当に。 作っってかたでも公式ポータルもね今大量にあらゆる缶バッジを作成しておりますのでぜひ皆さんも劇場とともに44種あとノンブラインドですブラインドではございませんのでお好きなもう見て買えるようになっているという形ですよねで勝手に増産は決めれないんですけどお願いをして増産も多分できると思ってるので。 あの、はい、そういう意味でも、あの、はい、ゆっくり自分のペースで、急がずにお買い求めいただければと思ってます。あの、これからもまだまだ、うん、あの、続いていくはずなので、ギリギリですが。はい。はい、ぜひ、お買い求めいただければ。<笑><笑>ぜひ、板パックなどを作っていただければ。でも、ちょっと、あの、劇場でも、自体に入らなくても、あの、なるこ通販で対応したいなというふうに思っているので、でね、ぜひ、あの。

はい、はい、じゃあもう一つ行きましょうはい行きましょうかはい、はい、いやまだ実はあるんですあ、はい、そうなんですか <laughs> いやまあ今ははいそうですはいでは行きますはいえっとセミさんからいただきましたはい、はい、いつも楽しくはい拝聴しておりますはい銀河湯伝説40周年おめでとうございますえー、中学生から高校の時初めて銀河湯伝説に触れてから運十年いまだに通学路の背景とともにあの感動を思い出します えー、そして、えー、藤崎先生版や萌え銀榮伝今年までまた現代で銀榮伝に触れることができ公式さんのお話もこうして身近に聞くことができ新たな友達もでき生きててよかったと思う日々です、えー、地方でも映画館で新旧アニメに触れることができるのもありがたいです、えー、ご尽力くださった関係者の皆様ありがとうございます、えー、今年12歳の息子には 銀伝が戦争や民主主義などを考える教科書のようです、えー。これからも楽しみにしておりますということで、いやありがとうござい,ます,います。こちらパンフレットですね。うん、はい、けどなんか息子さんに何かあげないと釣り合いが取れない気がする。じゃあなんかコイン。コインあげましょうか。<laughs> <laughs> すみません、なんか勝手に決めちゃって。じゃあ,じゃあ、はい、記念コインも一つ。 あのなんかどっちかが当たるということでちょっとねもう時間があるので一旦た今の感じはちょっとはい終了させていただいてまた次は56を聞いていただいた後でまだこのプレゼント大会をやりたいと思いますでは坂東さん準備はもうできてる感じですはいなので一応ちょっと9出しますのでちょっとま社長しりた先ほどはワイプでお見苦しい姿をお見せして大変失礼いたしました。あの 朗読にやっぱワイプいらないかなって僕は思ってるんですけどねそんな感じでたまにあのなんか出てくる感じにさしてもらいますねこれからねすいませんあのちょっとお目汚しだったかもしれないんですけどご容赦くださいはいあまあ見たいで言ってくださるのはありがたいんですけどすいません <laughs> あのちょいちょい出てます。ああとあとあのこれからケーキ食べます僕ら <laughs> はいあのはい <laughs> あのちょっと甘いのも食べようと思ってますのではいじゃあここからまた朗読楽しんでください、はい、よろしくお願いいたします第5章イゼルローン攻略イゼルローンそれは銀河帝国の重要な軍事拠点の名称である オーディンより6250光年の距離に曾年期の恒星アルテナがあるがもともとこれは惑星を持たない孤独な太陽だったここに直径6 0キロの人工惑星を建設し銀河帝国が基地としたのはその地理上の重要性にあった銀河系を天頂方向から俯瞰するとイゼルローンは 銀河帝国の勢力が自由惑星同盟の方へ伸びたその終焉部の三角形を成す頂点付近に位置しているこの一帯は宇宙航行上の難所でかつて自由惑星同盟の建国者たちが多数の同志を失ったサルガッソスペースなのだそしてその事実も帝国の要人たちを満足させこの中域に同盟を威嚇する軍事拠点を築く その意図を固めさせる原因ととなったことであろう変更性赤色虚勢異常な重力場それらの密集する中に細い一筋の安全地帯がありその中心にイゼルローンが鎮座しているこの場を通ることなく同盟から帝国へ赴くには別のルートからフェザーン自治領を経由しなくてはならず。 無論それを軍事行動に使用するわけにはいかないイゼルロン回廊とフェザーン回廊この両者以外にも同盟と帝国をつなぐルートが見いだせないか同盟の為政者も傭兵化も不信したが製図の不備と帝国およびフェザーンの有形無形の妨害とがその意図を長く挫折させてきたフェザーンにしてみれば中継交易地としての存在価値がかかっており 第のの回廊など発見されてははたまったものではなかったかくして帝国領域へ侵攻せんとの同盟軍の意図はイゼルローン攻略戦に結実することになる四半世紀の間に大規模な攻略作戦を敢行すること6回ことごとく撃退されイゼルローン回廊は反乱軍兵士の志士をもって舗装されたり 帝国軍を豪語させてきたイゼルローン攻略作戦にはヤン・ウェンリーも2度参加している第5次作戦の時は少佐第6次作戦の時は大佐だった死者の大量生産を2度にわたって目撃し強引な力攻めの愚劣さを知ることになったのだイゼルローンを攻略するには外からではダメだと配送する艦隊の中でヤンは思った ではどうすればいいのか「イゼルローンは要塞であると同時にイゼルローン駐留艦隊と称される1万5,000隻の艦隊を要している要塞司令官と艦隊司令官は同格の大将であるその辺りに付け入る隙がありはしないか今回のローエングラム博の進攻もイゼルローンを前進基地としてのことである同盟にとって吹きつきはまる」。 この帝国の軍事拠点は何としても陥落させねばならないしかもヤンに与えられたのは半個艦隊でしかなかった率直なところお前さんがこの任務を承知するとは思わなかったなキャゼルヌ少将が部隊編成書のページを指でめくりながら言った統合作戦本部ビル内にある彼のオフィスである 長長ににもも本部長にもそれぞれぞがある。そのどちらもお前さんには読めているはずだ彼の前に座ったヤンは笑っただけで答えないキャゼルヌは音高く書類を気丈に叩きつけると興味深げな視線を士官学校の後輩に向けた我が軍は過去6回にわたってイゼルローンの攻略を試み6回失敗した。 それお前さんは反抗艦隊で成功させようというのかまあ、やってみようと思います。ヤンの返答が先輩の両眼を心持ち細めさせた。生産がありそうだな。どうする気だ秘密です。俺にもこういうことはもったいぶった方がありがたみが出ますから。<laughs> もっともだ。用意する物資があったら言ってくれ。 袖の下なしで話に乗るぞでは帝国軍の軍艦を一隻これはかつてろかくしたものがあるはずですそれに軍服を200着ほど用意していただきましょうキャゼルヌは細めた目を大きく開いた期限は3日以内消化勤務手当を出せとは言わんがコニャックの一杯ぐらいおごれよ2杯はおごりますよ ところでもう一つお願いがあるんですが3倍にしてもらおうなんだ有国騎士団と称する跳ね上がりどものことですがねああ聞いている災難だったな留守がユリアン一人なので憲兵の巡回を手配してくれるようヤンは依頼したのだった少年をどこか他家へ預けようかとも思ったのだが 留守司令官をもって認じるユリアンが承知しなかったのであるすぐ手配しようと返答してからキャズルヌは思い出したように改めてヤンを見たそうそうフェザーンの高等弁務官がなこの頃妙にお前さんのことを知りたがっているほうフェザーンという特殊な存在にヤンは他人と多少違う興味を持っている あの自治療を作ったのはレオポルド・ラープという地球出身の大商人だが彼の経歴や資金の出どころには不明のことが多いのだ何者かが何かの目的でフェザーンという存在をラープに作らせたのだろうか歴史家になり損ねたイアンはそんなことも考えてみるのだったもっともこのことは誰にも話していない フェザーンの黒狐がお前さんに興味を抱いたらしいスカウトに来るかもしれんぞフェザーンの紅茶はうまいでしょうかね毒気で味付けしてあるだろうよところで予定の進行状況はどうだ予定通りことが運ぶことはめったにありませんよと言って予定を立てないわけにもいきませんしねそう言ってヤンは立ち上がった 山積する仕事が彼を待っていない。第13艦隊は艦艇と将兵の数が通常の半数であるだけではないその将兵たるや大半はアスターテで惨敗した第4・6艦隊の敗残兵であり残りは戦闘体験を欠く新兵である指揮官は機影の少将とはいえ20代の小僧老練の提督たちが驚き呆れ嘲笑する声は 当然ヤンの耳にも届いていてた。「おむつも取れない赤ん坊が素手でライオンを殴り殺すつもりらしいぞいい見物だろうてさせる方もさせる方だがやる方もいやはやヤンは腹も立てなかった今度の作戦に関して成功を危惧しない者がいるとしたらよほど楽天的な人物だろう」とヤン自身ですら思う。 ただ一人ヤンを弁護してくれたのは第5艦隊司令官ビュコック中将だった年齢は70歳愛想の悪い白髪の提督で頑固かつ短気な人物として知られているヤンなどが敬礼すると「どこの青二歳だ」と言わんばかりのうさんくさげな目つきで面白くもなさそうに登廟するそのおっかないおやじさんが高級士官のクラブホワイトスタッグで 第13艦隊とヤンを笑い話の種にしている同僚の提督たちに言ったという「後日恥じるようなことがなければよいがなお前さんたちは大樹の苗木を見てそれが高くないと笑う具を犯しているかもしれんのだぞ一同はしんと静まり返ったアスターテやそれ以前の戦闘で示されたヤンの再刊を思い出したのである」 老将の一声で群衆心理が消え去ると帝徳たちはそれぞれの胸に罰の悪さを抱えつつ主をしして散たたのだったその話を伝え聞いたヤンは別にビ国中将に謝辞を述べようとはしなかったそんなことをすれば白髪の帝徳に鼻で笑われると知っていたからである帝徳たちの反感は一応退けたものの 全体の状況がそれほど好転したわけではなかった難攻不落の要塞を攻める敗山兵プラス新兵の根性半個艦隊という悲観的な事実は元として存在しているのだヤンは幹部の人事に意を用いた副司令官には第四艦隊で前線した老攻のフィッシャー准将を選び首席幕僚には 独創性はくもの,の緻密で整理された頭脳を持つムライ順将を自責幕僚にはファイターとされるパトリチェフ大佐をそれぞれ任命したムライには常識論を提示してもらい作戦立案と決断の参考にするパトリチェフには兵士への知った激励役を引き受けてもらうフィッシャーには堅実な艦隊運用をというのがヤンの意図だった。 ここまではまず満足できる配置だったが副官の人事で「ダメでもともと」と思い「優秀な若手士官を」とキャゼルヌに注文しておいたところ794年度士官学校自席卒業お前さんよりよほど優等生だ現在統合作戦本部情報分析課勤務との連絡が届いたのだ。ヤンのの前に現れたのは、 自然にウェーブのかかった金褐色の頭髪とヘイゼルの瞳を持つ美しい若い女性で黒とアイボリーホワイトを基調とした単純なデザインの軍服までが華麗に見えたヤンはサングラスを外してじっと彼女を見つめたそれが彼女の挨拶だった。 ヤンはサングラスをかけ直して表情を隠しアレックス・キャゼルヌという男は軍服のスラックスの下に先端の尖った黒い尻尾を潜めているに違いないと考えた彼女は統合作戦本部次長ドワイト・グリーンヒル大将の娘であり驚くべき記憶力の所有者として知られていたのだこのように第13艦隊の人事は決定されたのである。 宇宙歴796年4月27日自由惑星同盟軍第13艦隊司令官ヤン・ウェンリー少将はイゼルローン要塞攻略の途に上ったこれは公式的には帝国方面国境と反対側の辺境聖域における新艦隊最初の大規模演習ということになっていたため50高速のパルスワープ航法によってハイネ線からイゼルローンと反対方向に離れ 3日間それを続けた後改めて航路を算定し8回の長距離ワープと11回の短距離ワープを繰り返してようやくイゼルローン回廊に入った4000光年を24日悪くないなヤンはつぶやいたが悪くないどころか急編成された出来合いの艦隊が一隻の脱落も出さずとにかくも目的地点に到着し得たのは賞賛に値するものだった も,っともこの項は艦隊運用において名人芸を歌われる副司令官フィッシャー准将の熟練した手腕に着せられるべきであろう。第13艦隊には名人がいるからと言ってヤンはその方面はフィッシャーに完全に任せきり彼が何か言えばうなずいて承認するだけだったヤンの頭脳はイゼルローン要塞攻略法のただ一時に集中している。 この計画を最初、艦隊首脳部の3人フィッシャー、ムライ、パトリチェフに打ち明けたとき戻ってきたのは絶句だった銀色の髪とひげを持つ初老のフィッシャー神経質そうな痩せた中年男のムライ軍服がはち切れそうなボリュームのある肉体丸顔に長いもみあげのパトリチェフ。3人ともしばらくの間 ただ若い司令官を見つめていたもししし失敗したらどうします間を置いての村井の質問は当然のことだった尻尾を巻いて退散するしかないねしかしそれでは何心配ないもともと反ン艦隊でイズルローンを落とせというのが無理難題なんだ恥をかくのはシトレ本部長と私さ 三人を下がらせると、ヤンは今度は副官のフレデリカ・グリーンヒル注意を呼んだ。副官という立場上、フレデリカは三人の幹部より先にヤンの計画を知ったのだが、異議を唱えもせず、懸念を表明もしなかった。否、それどころかヤン本人以上の確信を持って成功を予言したものである。どうしてそう自信満々なんだ 奇妙なことと自覚はしながらもヤンはそう問わずにいられなかった8年前エルファシルの時も提督は成功なさいましたものそれはまた白弱極まる根拠じゃないかでもあの時提督は一人の女の子の心に絶対的な信頼を植えつけることに成功なさいましたお不な上官に向かって、 金褐色の頭髪の美しい女性誌官は言った私はその時母と一緒にエルファシュルにいたのです母の実家がそこにありましたから食事する暇もろくになくてサンドイッチをかじりながら脱出口の指揮を執っていた若い中尉さんの姿を私ははっきりと覚えていますでもそのサンドイッチを喉に詰まらせた時紙コップにコーヒーを入れて持ってきた14歳の女の子のことなど ほうはとっくに忘れておいででしょうねうんそのコーヒーを飲んで命が助かったあとで何と言ったかも何と言ったコーヒーは嫌いだから紅茶にしてくれたほうがよかったって笑いの発作が起こりかけ慌てたヤンは大きなせきをしてそれを体外に追い出したそんな失礼なことを言ったかな おっしゃいました。空の紙コップを握りつぶしながら。そうか、謝る。しかし、君の記憶力はもっと有益な方面に生かすべきだね。もっともらしく言ったが、それは負け惜しみ以上のものではないようだったプレデリカは一万四千枚に上るイゼルロン要塞のスライド写真の中から前後矛盾する六枚を発見して、 その記憶力の有益さをすでに証明していたのだからシェーンコップ大佐を呼んでくれヤンはそう命じたワルター・フォン・シェーンコップ大佐は正確に3分後ヤンの前に姿を現した同盟軍陸戦総監部に所属するローゼン・リッターバラノキシ連隊の隊長である洗練された容姿を持つ30代前半の男だが 同性からはキザな野郎と思われることとが多い歴史とした帝国貴族の出身で本来なら帝国軍の帝徳服を着て戦場に立っているところだローゼンリッター連隊は帝国から同盟へ亡命してきた貴族の指弟を中心に創設されたもので半世紀の歴史を有しているその歴史には黄金の文字で書かれた部分もあるが黒く塗りつぶされた部分もあるのだ。 歴代の隊長12名4名は旧母国との戦闘で死亡2名は召喚に出世した後退役6名は旧母国に走った密かに脱出した者もおり戦闘中にそれまでの敵と味方を取り替えた者もいるシェーンコップは13代目の隊長だった13という数からして不吉だ。 やつ,はいつか必ず7人目の裏切り者になるぞ。そう主張する者がいるなぜ13という数が不吉かというとこれには定説がない地球人類を危うく全滅させかけて核分裂兵器全廃のきっかけとなった熱核戦争が13日間続いたからという説があるすでに滅び去った古い宗教の快祖が 13人目の弟子に背かれたからという説もあるフォン・シェーン・コップ参上いたしましたうやうやしい口調と不謹慎な表情とが不調和だった自分より34歳年長の旧帝国人を見ながらヤンは考えるこの男はこういうわざとらしい態度を取ることで彼なりに人物鑑別の手段としているのかもしれない だとしても、いちいち付き合ってはいられないが。機関に相談がある。重要なことで多分ね。イゼルドン要塞攻略のことでだ。シェーンコップの視線が数秒間、室内を遊泳した。それは、極めて重要ですな。召喚ごときによろしいのですか機関でなくてはダメなんだ。よく聞いてほしい。 ヤンは説明を始めた。5分後説明を聞き終えたシェーンコップの褐色の目に奇妙な表情があった驚愕を押し隠そうと苦労しているようである先回りして言うとね大佐こいつはまともな作戦じゃない奇形いや小細工に属するものだ黒い軍用ベレーを脱いで行儀悪く指先で回しながらヤンは言った しかし難航不落のイゼルロン要塞を占領するにはこれしかないと思うこれでダメなら私の能力の及ぶところじゃない確かに他の方法はないでしょうな尖り気味の顎をシェーンコップは撫でた堅牢な要塞によるほど人は油断するもの成功の可能性は大いにありますただしただし 私が噂通り7人目の裏切り者になったとしたらことはすべて水泡に帰しますそうなったらどうします困るヤンの真剣な表情を見てシェーンコップは苦笑したそりゃお困りでしょうな確かにしかし困ってばかりいるわけですか何か対処法を考えておいででしょうに考えはしたけどね で、何も思い浮かばなかった機関が裏切ったらそこでお手上げだどうしようもないベレー帽がヤンの指を外れて床に飛んだ旧帝国人の手が伸びてそれを拾い上げついてもいない埃を払ってから上官に手渡す悪いなどういたしましてすると私を全面的に信用なさるわけで 実はあまり自信がない。あっさりとヤンは答えない。だが機関を信用しない限りこの計画そのものが成立しないだから信用するこいつは大前提なんだなるほどとは言ったものの必ずしも納得したシェーン・コップの表情ではなかったローゼン・リッター連隊の指揮官は半ば探り半ば自称するような視線で 改めて若い上官を見合った一つ伺ってよろしいですか提督ああ今回あなたに課せられた命令は土台無理なものだった反故艦隊それも右后の州に等しい弱兵を率いてイゼルロン要塞を落とせというのですからな拒否なさってもあなたを責めるものは少ないはずそれを承諾なさったのは 実行の技術面ではこの計画が終わりだったからでしょう。しかし、さらにその底には何があったかを知りたいものです。名誉欲ですか、出世欲ですか。シェーン・コップの眼光は辛辣で容赦がなかった。出世欲じゃないと思うな。ヤンの返答は淡々としていて、むしろ人事のようだった。 30歳前で閣下呼ばわりされればもう十分だ第一この作戦が終わって生きていたら私は退役するつもりだから退役ですとうんまあ年金もつくし退職金も出るし私ともう一人ぐらいつつましく生活する分にはね不自由ないはずだこの情勢下に退役するとおっしゃる 理解に苦しむと言わんばかりのシェーンコップの声にヤンは笑ったそれその情勢というやつさイゼルローンを我が軍が占領すれば帝国軍は侵攻のほとんど唯一のルートを断たれる同盟の方から逆侵攻などという馬鹿な真似をしない限り両軍は衝突したくてもできなくなる少なくとも大規模にはね <laughs> そこで これは同盟政府の外交手腕次第だが軍事的に有利な地方を占めたところで帝国との間に何とか満足のいく和平条約を結べるかもしれないそうなれば私としては安心して退役できるわけさしかしその平和が高級的なものになりえますかな高級平和なんて人類の歴史上なかっただから私はそんなもの望みはしないだが 何十年かかの平和でで豊かな時代は存在できた。我々が次の世代に何か遺産を託さなくてはならないとするならやはり平和が一番だそして前の世代から手渡された平和を維持するのは次の世代の責任だそれぞれの世代が後の世代への責任を忘れないでいれば結果として長期間の平和が保てるだろう忘れれば先人の遺産は食いつぶされ人類は一から再出発ということになる ま、それもいいけどね。もてあそんでいた軍用ベレーをヤンは軽く頭にのせた。要するに私の希望はたかだかこの先何十年かの平和なんだ。だがそれでもその10分の1の期間の戦乱に勝ること幾万倍だと思う。私の家に14歳の男の子がいるがその子が戦場に引き出されるのを見たくない。そういうことだ。 がが口を閉ざすと沈黙が降りた。それも長くはなかった失礼ながら提督。あなたはよほどの正直者かでなければルドルフ大帝以来の奇弁家ですなシェーンコップはにやりと笑ってみせたとにかく期待以上の返答はいただいたこの上は私も微力を尽くすとしましょう永遠ならざる 平和のために。感激して手を握り合うような趣味は二人とも持ち合わせていなかったので話はすぐ実務的なことに入り細部の検討が行われたイゼルローンには二名の帝国軍大将がいる一人は要塞司令官トーマ・フォン・シュトックハウゼン大将で今一人は要塞駐留艦隊司令官 ハンスディートリヒ・フォン・ゼークト大将である年齢はどちらも50歳長身も共通しているがシュトックハウゼンの同意はゼークトより一回り細い両者の中は親密ではなかったがこれは個人的な責任というより伝統的なものだった同一の職場に同格の司令官が2名いるのだ「角突き合わせないのが不思議である」 感情的対立は彼らの配下の兵士たちにも当然及んでいた要塞守備兵から見れば艦隊はでかい面をした触覚であり外で戦って危険になれば安全な場所を求めて逃げ帰ってくるいわばドラ息子であった。艦隊乗組員に言わせれば要塞守備兵は安全な隠れ家にこもって適当に戦争ごっこに興じている宇宙もぐらだった。 難不落のイゼルローン要塞を支えているという戦士の誇りと反乱軍に対する闘士がかろうじて両者の間に橋を架けていた実際彼らは互いに軽蔑し罵り合いながらも同盟軍の攻撃があると功を競って譲らずその結果おびただしい戦果を上げてきたのである要塞司令官と駐留艦隊司令官とを同一人が兼ね 指揮系統を一体化しようという軍政当局の組織改革案は出るたびに潰された司令官職が一つ減るということは高級軍人にとっては大きな問題であったし両者の対立が致命的な結果を招いたという事例もなかったからである標準歴5月14日ストックハウゼンとゼイクトの両司令官は会見室にいた 本来高級士官用のサロンの一角だったのだが、両者の執務室から遠距離にあるというので、完全な防音処理を施されて改造されたのである。互いに相手の部屋へ赴くのを嫌ったのと、同じ要塞内にいてテレビ通信だけに頼るわけにもいかなかったための処置であった。ここ2日、要塞周辺の通信が拡覧されている。反乱軍が接近しているのは疑問の余地がない。 だが一向に攻撃らしきものはないのだ。両者の会見はその事態について対処法を相談するためであったが、話は必ずしも建設的な方向には進まなかった。敵がいるから出撃すると K は言うが、その場所がわかるまい。それでは戦いようもながろう。ストックハウゼンが言うとゼイクトが反論する。 だからこそ出てみるのだ敵が潜んでいる場所を探すためにもしかしもし今度反乱軍が攻撃してくるとすればよほどの大軍を動員してのことだろうなゼイクとの言にまんまんたる自信を込めてシュトックハウゼンがうなずくそしてまた撃退されるのがオチだ反乱軍は6回攻めてきたそして6回撃退された きても6かいが7かいになるだけのことだこの要塞はじつにいだいだなべつにおまえがゆうのうだからではないとアに艦隊司令官はいっているのだったとにかくてきがちかくにいることはじじつなのだ艦隊をうごかしてさってみたいだがどこにいるのかわからんではさがしようがあるまい もう少し待ってみてみ話が堂々巡りになりかけた時通信室から連絡があった回線の一つに奇妙な通信が入ってきたというのである妨害が激しく通信は途切れ途切れであったがようやく次のような事情であることが判明したというのだったオーディンから重要な連絡事項を携えて ブレーメン型軽巡洋艦1隻がイゼルローンに派遣されたが回廊内において敵の攻撃を受け現在逃走中イゼルローンよりの救援を望む2人の司令官は顔を見合わせた回廊内のどこか判明せんがこれでは出撃せざるをえんゼクとは太い喉の奥からうなり声を出したしかし大丈夫か どういう意味だ俺の部下は安全だだ、けを願うううう宇宙モグラどもとわけが違うぞ。どういう意味だそれは両者は不快げな表情を並べて共同の作戦会議室に姿を現したゼイクトが艦隊出撃の命令を自分の幕僚に出し理由を説明する間シュトクハウゼンはあらぬ方を眺めていたゼイクトが話し終わった時 彼の幕僚の一人が席から立ち上がった「お待ちください閣下」「オーベルシュタイン大佐か」「ゼークと大将は言ったがその声には一変の好意もなかった彼は新任の幕僚を嫌っていたのだ」「反白の頭髪血の毛に乏しい顔時として異様な光を放つ義眼、その全てが気に入らない」 陰気を絵に描いたような男だと思う何か意見でもあるのか上官の投げやりな声を少なくとも表面的にはオーベルシュタインは意に返しなかったはいよかろう言ってみろいやいやながらゼいクとは促したでは申し上げますこれは罠だと思われます罠 そうです。艦隊をイゼルローンから引き離すための出てはなりません動かず状況を見るべきですジェイクとは深いげに鼻を鳴らしたでは敵が待っている戦えば敗れると言いたいのか聞かんわそんなつもりはではどんなつもりだ我々は軍人であり戦うのが本分だ 一の安全ををを求めるるより進んで敵を撃つことを考えるべきだろうまして窮地にある味方を救わんでどうするオーベルシュタインに対する反感もあり、皮肉っぽい表情で事の推移を見守るシュトックハウゼンへの手前もある、それにもともとイクとは、敵を見れば戦わずにはいられないという猛将タイプで、要塞にこもって敵を待つなど、性に合わなかった。 それでは軍艦乗りになった甲斐がないと思っているどうかな税区と帝都軍 K の幕僚の原理も一理ある敵にせよ味方にせよ確実な位置が試れんし危険が大きいもう少し待ってみたらどうだそう横から言ったシュトックハウゼンの意見が事態を決定したいや1時間後に 全艦隊を上げて出撃するゼークとは断言したやがて大小1万5,000隻の艦艇からなるイゼルローン駐留艦隊が出港を開始した要塞指令室の出入口管制モニターの画面によってシュトックハウゼンはそれを眺めている巨大な塔を横にしたような戦艦や流線系の駆逐艦などが 整然と宇宙空間へ向けて心発する情景は確かに壮観であったはっ痛い目に遭って戻ってくるがいい口の中でシュトックハウゼンは罵しった「死んでしまえ」とか「負けろ」とかは冗談であっても言えない彼なりのそれが節度だった6時間ほど経ってまたしても通信が飛び込んできた 例のブレーメン型軽巡からでようやく要塞の近くまで至り着いたがなお反乱軍の追撃を受けている援護の砲撃を依頼するという内容が雑音の中から聴取された砲手に援護の準備をさせながらストックハウゼンは逃がりきった「イクとの定能はどこをうろついているのか」「大幻相互もいいがせめて孤独な味方を救うぐらいのことができないのか」 机に部下が告げた司令官は拡大投影を命じたブレーメン型軽巡が酔っ払いのような頼りなさで要塞へ接近してくるその背後に多数の好点が見えるのは当然敵であろう放射用意シュトックハウゼンは命じただが要塞手法の射程寸前で同盟軍の艦艇は一斉に停止した 臆病そうに見えざる境界線の上を漂っていたがブレーメン型軽巡が要塞管制室からの誘導波に乗って構内に入っていくのを認めると諦めたように回答を始める帝国軍の兵士たちは交渉した要塞の力と事故の力との一体感が彼らの心理的余裕を支えている 入港し、磁場によって経流されたブレーメン型軽巡は、見るも無残な姿だった。外から見ただけでも、十数に及ぶ破損箇所が認められる。外角の裂け目から白い干渉剤が動物の蝶のように飛び出し、細かい亀裂の数は兵士百人の手足の指を使っても計算できそうになかった。整備兵たちを満載した水素動力車が走り寄る。 彼らは要塞の兵ではなく中流艦隊司令官の統率下にあるからこの惨状を見て心から同情した軽順のハッチが開くと頭部に白い包帯を巻いた焦燥の士官が現れた美男子だが青ざめた顔が乾いてこびりついた赤黒いものに汚されている艦長のフォン・ラーケン少佐だ要塞司令官にお目にかかりたい。 明瞭な帝国公用語だったわかっただが洋災害の状況は一体どうなっているのだ整備士官の一人がとうとうラーケン少佐は苦しげにあえいない我々もよくはわからんオーディンから来たのだからなだがどうやら君たちの艦隊は壊滅したようだ唾を飲み込む人々をにらみつけるようにして ラーケン少佐は叫んだどうやら反乱軍は回廊を通過するとんでもない方法を考えついたようなのだことはイゼルローンだけでなく帝国の存亡に関わる早く司令官のところへ連れて行ってくれ要求は直ちに聞き入れられた司令室で待っていたストックハウゼン大将は警備兵に囲まれて入室してきた5人の軽巡士官の姿を見て 腰を浮かしたストックハウゼンだだ事情を説明しろどういういことだ大股に歩み寄りながら要塞司令官は必要以上に高い声を出したあらかじめ連絡があったように反乱軍が回廊を通過する方法を考案したとすればイゼルロン要塞の存在意義そのものが問われることとなろうし現実に反乱軍の行動に対処する方策も必要になる。 イゼルローンそのものは動けないのだからこのような時にこそ駐留艦隊が必要なのだそれをあの「イクトのイノシシが。シュトックハウゼン」は平成ではいられなかったそれはこういうことですラーケン少佐なる人物の声は対照的に低く弱々しかったので気がついたシュトックハウゼンは上半身ごと彼に顔を近づけた。 ここういういとです。シュトックハウゼン閣下、機関は我々の捕虜だ一瞬の凍結が溶け、鋭い罵声とともに、警備兵たちがブラスターを抜き放ったとき、シュトックハウゼンの首にはラーケン少佐の腕が巻きつき、側頭部には金属探知システムに反応しないセラミック製のブラスターが突きつけられていた。貴様 司令室警備主任のレムラー中佐が赤ら顔を一段と赤くしてうめいたハント共の仲間だだなよくも大それだお見知りおき願おうロゼンリッター連隊のシェーン・コップ大佐だ両手が塞がっているのでメイクアップを落としての挨拶は致しかねる大佐は不敵に笑ったこうもうまくいくとは正直なところ思わなかった ID カードまでちゃんと偽造してきたのに調べもせんのだからなどんな厳重なシステムも運用する人間次第といういい教訓だ誰にとっての教訓になるかな不吉な声とともにレムラー中佐のブラスターはシュトックハウゼンとシェーンコップを狙った人質を取ったつもりだろうが貴様らハントと帝国軍人を同一視するなよ 司令官閣下は死よりも不名誉を恐れる方だ貴様の命を守る盾などないのだぞ司令官閣下は課題評価されるのが迷惑そうだぜ調笑したシェーンコップは彼の周囲を固めた4人の部下の1人に目配せしたその部下は帝国軍の軍服の下から手のひらに乗る大きさの円盤状の物体を取り出したこれもセラミック製である わかるな。ゼッフル粒子の発生装置だ。シェーン・コップが言うと広い室内に電流が走ったようだったゼッフル粒子は発明者であるカール・ゼッフルの名を取って命名された化学物質の一種である応用科学者であったゼッフルが惑星規模の鉱物採掘や土木工事を行うため発明したもので要するにそれは 一定量量以上の熱量やエネルギーに反応しかしどんな分野の工業技術であっても人類はそれを軍事に転用してきたのであるレムラー中佐の顔はほとんど黒ずんで見えたエネルギービームを発射するブラスターは使用不可能になったのだ撃てば共倒れになる。 空気中のゼッフル粒子がビームに引火し、室内にいる全員が一瞬で灰になってしまう。中佐警備兵の一人が悲鳴じみた声を上げた。レムラー中佐は虚ろな光をたたえた目で、ストックハウゼン大将を見た。シェーンコップが心持ち腕を緩めると、二度ほど激しい呼吸をした後、イゼルロン要塞の司令官は屈服した。 お前らの価値だ仕方ない降伏するシェーン・コップは内心で安堵の吐息を漏らしたよし各員予定通りに行動だ大佐の部下たちは指示に従って行動に移った完成コンピューターのプログラムを変更しあらゆる防御システムを無力化させ空調システムを通じて全要塞に睡眠ガスを流す ブレーメン型軽巡に身を潜めていた技術兵が飛び出してこれらの作業を手際よく実行していったごく一部のものしか気づかない間にイゼルローンの体細胞はがんに侵されたように機能を奪われていったのだ5時間後豆スープのように濁った睡眠から解放された帝国軍の将兵たちは武装を解除されて捕虜となった自分たちの姿を見て呆然とした。 彼らの総数は戦闘通信補給医療整備管制技術などの要因を合して50万人に及んでいた巨大な食料工場など中流艦隊も含めて100万以上の人口を支える環境と設備が整っており帝国がイゼルローンを名実ともに永久要塞たらしめんと意図した事実が明らかだっただがそこには今や 同盟軍第13艦隊の将兵が歩き回っていたこうして過去同盟軍将兵数百万の人血をポンプのように吸い上げたイゼルローン要塞は新たな血を一滴も加えることなくその所有者を変えたのである障害物と危険に満ちた回廊の中を帝国軍イゼルローン駐留艦隊は 敵を求めてて徘徊していた。通信士官たちは要塞との連絡を取るのに苦心していたがやがて結層を変えて税区と司令官を呼んだ必要な妨害派を排除してようやく通信を回復させたのだが要塞からもたらされたのは一部兵士の反乱勃発救援を起こうという内容の通信だったのだ要塞内部で反乱だと イクとは舌打ちした配下を収めることもようできんのかストックハウゼンの無能者はだが字を低くして救援を壊れゼイクトは内心優越感をくすぐられていた同僚に小さくない貸しを作ることになると思うといっそ愉快である足元の火を消すのが先決だ全艦隊直ちにイゼルローンに祈とするぞ ゼイクとの命令に対しお待ちください陰気なほど静かな声はだが室内を圧した自分の前に進み出てきた士官を見てゼイクとの顔に露骨な嫌悪と反発の表情が浮き上がった反発の頭髪青白い頬またしてもオーベルシュタイン大佐機関に意見を聞いた覚えはないぞ大佐 承知しております。ですが、あえて申し上げます。何を言いたいのだ。これは罠です。帰還しない方がよろしいかと存じます。<ー>司令官は無言で顎を引いて、不愉快なことを不愉快な口調で言う不愉快な部下を、憎らしげににらみつけた。帰還の目には、 ありとあらゆるものが罠に見えるらしいな閣下お聞きくださいもういい全艦隊解凍第二戦闘速度でイゼルローンに向かえ宇宙モグラもに貸しを作る好機だぞ幅の広い背中がオーベルシュタインから遠ざかっていった「土器あって真の勇気なき精人め語るにたら」 霊たる部別を込めてつぶやき捨てるとオーベルシュタインはきビスを巡らせて環境を出ていった誰も制止しなかった士官の正門にのみ反応する専用のエレベーターに乗るとオーベルシュタインは60階建てのビルに匹敵する巨艦の中を艦艇へと降りていく敵艦隊射程距離に入りました 要塞手法エネルギー充填すでに完了照準 OK いつでも発射できます活性化された緊張感を持つ声がイゼルロン要塞指令室の内部で交差したもう少し引きつけろヤンはシトックハウゼンの敷宅に座っていた着席しているのではなく卓の上にあぐらをかいて 行儀の悪いその姿勢でスクリーンの広大な画面を埋めて接近してくる光天の群れを見つめているやがて一つ深呼吸すると「撃て!」やんの下した命令は大きくはなかったがヘッドホンを通して奉子たちに明確に伝達されたスイッチが押された白い量感にあふれた光の塊が 天の群れに襲いかかって機くのを奉仕たちはは見た。それは衝撃的な光景だった。帝国軍の戦闘にあってイゼルロン要塞主砲軍の直撃を受けた104隻は瞬時に消滅したあまりの高熱高濃度エネルギーが爆発を生じさせる糸末さえ与えなかったのだ有機物も無機物も蒸発した後に 完全に近い虚無だけが残った。爆発が生じたのはその後方、帝国軍の第二陣、あるいは直撃を受けなかった左右の関連においてだった。さらにその外側に位置していた艦も、膨大なエネルギーの余波を受けて無秩序に揺れ動いた。第一撃に生き残った帝国軍艦艇の通信回路を、悲鳴と叫び声が占拠した。 味方ををなぜ撃つのだいや違うきっと反乱を起こしたやつらがどうするんだ対抗できないぞどうやってあの手法から逃れる要塞の内部ではスクリーンに視線を凝固させて同盟軍の将兵が等しく声と息を呑んでいたトールハンマーと称されるイゼルロン要塞手法の魔的な破壊力を彼らは初めて目の当たりにしたのだ 帝国軍は恐怖に全身を締め付けられていた。それまで強力無比な守護神であった要塞手法が、対抗し得ない悪霊の剣と化して、彼らの喉元に突きつけられたのだ。応戦しろ全艦守護聖者税区と大将の怒号が響いた。この怒号には混乱した将兵をそれなりに律する効果があった。 蒼白な顔色のホーシュがコンソールに手を伸ばし自動照準システムを合わせスイッチを押す数百畳のビームが気化的な線を宇宙空間に描き出しただがカ砲の出力程度でイゼルロン要塞の外壁を破壊するのは不可能だった放たれたすべてのビームは外壁に当たって弾き返されむなしく試算した。過去に、 同盟軍の将兵が味わった屈辱と敗北感と恐怖を帝国軍は増幅して思い知らされることになった。艦砲から放たれるビームより10倍も太い光の束が再びイゼルロン要塞からほとばしり、再び大量の死と破壊を生み出した。帝国軍の関列には埋めがたい巨大な穴が開き、その終焉部は損傷を受けた艦隊やその破片に装飾された。 たった2回の砲撃で帝国軍は半身不随となっていた生き残った者も繊維を喪失しかろうじてその場に踏みとどまっているに過ぎないスクリーンから視線をそらしてヤンは胃の辺りを撫でたここまでやらねば勝てないものなのかという気がするヤンのそばでやはりスクリーンの情景に見入っていたシェーンコップ大佐が殊更に大きな咳をした。 こいつは戦闘と呼べるものではありませんな閣下一方的な虐殺です大佐の方を振り向いたヤンは怒ってはいなかったそうその通りだな帝国軍の悪い真似を我々がすることはない大佐彼らに降伏を勧告してみてくれそれが嫌なら逃げるように追撃はしないとわかりました シェーン・コップは興味深げに若い上官を見合った降伏の勧告までなら他の武人もするだろうが敵に向かって逃げろとはまず言うまいヤン・ウェンリーという既成の傭兵家のこれは長所だろうか短所だろうか司令官閣下イゼルローンから通信です機関の環境で通信士官がわめいた千葉知った目でジェイクとが睨むのえ やはりイゼルローンは同盟軍いや反乱軍に占拠されていますその指揮官ヤン・少将の名で言っておりますこれ以上の流血は無益である降伏せよと降伏だとはいそしてもし降伏するのが嫌なら逃げよ追撃はしないと一瞬環境内に生殖がみなぎったそうだ 逃げるという手があったのだしかしその聖職を武々しい土星が書き消した反乱軍に降伏などできるかゼイクトは軍下で床を蹴ったイゼルローンを敵手に委ね配下の艦隊の半ばを失い配軍の将として皇帝陛下にまみえろというのかゼイクトにとってそんなことは不可能だった。 彼に残された最後の名誉は玉砕あるのみだったのだ「通信士官反乱軍に変身しろ」内容はこうだゼークトが告げる内容を聞いて周囲の将兵は色を失った彼らの免状を司令官の苛烈な眼光が通過していった「今より全館イゼルローンに突入する」 この国に呼んで命を惜しむ奴は、よもやおるまいな。<laughs> 返答はない。帝国軍から返答がありました。一方、イゼルローンでヤンにそう告げたのはシェーンコップだった。渋面になっている。汝は武人の心をわきまえず、我、 死して名誉を全うするの道を知る生きて汚職にまみれるの道を知らずこの上は全冠突入して玉砕しもって皇帝陛下の恩子に報いるあるのみそう言っています無人の心だって苦い怒りの響きをフレデリカ・グリーンヒル注意はヤンの声に感じた実際ヤンは怒りを覚えていた 死をもって敗戦の罪を償うというのならそれもよかろうだがそれならなぜ自分一人で死なないなぜ部下を強制的に道連れにするのかこんなやつがいるから戦争が絶えないのだとさえヤンは思うもうまっらだこんなやつらに関わるのは「敵全艦突入してきます!」。オペレータータの声だった 報酬敵の機関を識別できるか集中的にそれを狙えこれほど鋭い命令をヤンが発したのは初めてだったプレデリカとシェーンコップはそれぞれの表情で司令官を見つめたこれが最後の砲撃だ機関を失えば残りの連中は逃げるだろう砲手たちは慎重に照準を合わせた 帝国軍からは無数の光の矢が放たれたが一つとして効果を上げたものはなかった照準が完璧に合わされたその時帝国軍機関の完備から一隻の脱出用シャトルが射出されたつつましやかな銀色の点となって暗黒の中に溶け込んでいくそれに気づいた者がいただろうか一瞬のいいを置いて 三度目の光の円柱が闇を差し貫いた帝国軍の機関を中心点において円形の空間が切り取られたように見えたゼイクと対象の巨体と土星は不幸な幕僚たちを道連れにしてミクロン単位の塵と化した生き残りの帝国軍は事態を悟ると次々と監視を翻しイゼルロン要塞手法の射程から離脱し始めた 緑災戦法をこごする司令官が消滅したからには無謀な戦闘というより一方的な殺戮で命を捨てる理由はどこにもないその中にオーベルシュタイン大佐の乗った脱出用シャトルの姿もあったセミオートパイロットで進行しながら彼は遠ざかる休憩の巨大要塞に肩越しの視線を投げた税区と大将は死の直前 皇帝陛下万歳とでも叫んだのだろうかくだらないことだ生きていればこそ復讐戦を起とすることもできようものまあよいかオーベルシュタインは心の中でつぶやく彼の気略に傑出した統率力と実行力が加えられればイゼルロンごときいつでも脱会してみせるあるいは イゼルローンをそのまま同盟の支柱に置くとしても同盟それ自体が破滅すればイゼルローンには何の価値もなくなるのだ誰を選ぶ門ツ貴族に人材はないやはりあの金髪の若者かローエングラム伯ラインハルトかどうやら他にはいそうにないな打ちのめされ配送する味方の鑑定を縫うように シャトルは夜の中を飛び去っていくイゼルロン要塞の中では歓喜と興奮の活火山が爆発し音階を無視した笑い声と歌声があらゆるスペースを占領していた静かなのは事態を知って呆然自失する捕虜たちと演出家のヤンウェンディだけだったグリーンヒル中医呼ばれてプレデリカが応答すると黒髪の若い提督は「 敷宅から床に降り立ったところだった同盟本国に連絡してくれなんとか終わったもう一度やれと言われてもできないとね後を頼む私は空いた部屋で寝るからとにかく疲れた魔術師ヤンミラクルヤン自由惑星同盟の使徒ハイネセンに帰還したヤンウェンリーを 観光の暴風が迎えた。つい先日のアスターテ聖域における大敗はあっさりと忘れ去られヤンの知略と彼を登用したシトル元帥の指揮権とが想像できる限りの美辞令句によって称賛された手回しよく準備された式典とそれに続く祝宴でヤンは自分の巨像が華麗に踊り回るのを嫌というほど見せつけられたようやく解放され うんざりした表情で帰宅したヤンはユリアン少年が入れてくれた紅茶に自分でブランデーを注いだがその量は少年の目からは少しく多すぎると思われたイゼルローンの英雄は靴を脱いでソファーにあぐらをかき紅茶入りブランデーをすすりながらぼやいた魔術だの奇術だの。 人の苦労も知らないで言いたいことを言うんだからな。私は古代からの傭兵術を応用したんだ。敵の主力とその本拠地を分断して個別に攻略する方法さ。それにちょっとスパイスを効かせただけで魔術なんど使ってはいないんだが、うっかり織田に乗ったりしたら、今度は素手でたった一人オーディングを占領してこいなんて言われかねない。その前にやめてやる。 とは口に出さなかったでもせっかくみんなが褒めてくれるんでしょ言いながらゆりやんはさりげない動作でブランデーの瓶をやんの手の届かない場所に移動させた素直に喜んでもいいと思うけどな褒められるのは勝っている期間だけさ素直でない口調でやんは応じた戦い続けていればいつかは負ける。 その時どう手のひらが変えるか人とごとなら面白いがね。ところでゆりやんブランデーぐらい好きに飲ませてくれないかな